民衆の中にある英雄と、民衆の中にごしてゆく英雄と、古の英雄たちにも、星座のように、おののの性格と軌道があった。秀吉は、後者の人であった。生まれ落ちた時から、壮年期は言うまでもなく、方大公となってからでも、自落桃山の絢爛や豪類に囲まれても、 彼の周りには、いつも庶民の匂いが満ちていた。彼は、修具、凡族をも愛した。彼は自分も、一個の凡族であることを、よく、わきまえていた人である。彼ほど、人間に対して、寛大な人間はなかった。人間性の豊かな英雄は、例えば、誰も皆、まず、指を、秀吉に屈するのも、 彼のそういう一面が以降の民衆の間に深く親しまれてきたからではないだろうか。おそらく秀吉への親しみはこの後といえど変わるまい。理由は簡単である。彼は典型的な日本人だったから。そしてその同心感から好きになる。分けて彼の大門やチグな点が 身近に共鳴するる。のである日本人の長所も短所も身一つに備えていた人、それが秀吉だとも言えよう。彼の長所を挙げれば、型のごとき秀吉依頼んが成り立つが、その方は言わずもがなである。我々が端的に長所を数え立てたりすれば、かえって彼という人間の規格は小さくなる。 彼の大きさとは、そんな程度のものではない。私のこの新書太鼓記は、まだ秀吉の大王城まではかけていない。彼も英雄というものの例外でなく、晩年の秀吉は悲劇の人だ。大阪城の舎用は、落日の荘厳そのものだった。私はむしろ、 彼の苦難時代が好きである。この書においても、秀吉の壮年期に多くの筆を注いだのはそのためだった。また、一人秀吉だけの行動を主とする対抗期でもありたくなかった。少なくとも、野村が出現以降、天正、慶長にまでわたる無数の形成、惑星の現没にも触れてゆきたい。 特になお、家康がかけていなくては対抗期はまたしとといえないと思う。昔からある多くの類本「川澄大鼓紀」「新生大鼓紀」「伊本大鼓紀」などそれから転嫁した以降の著書,書もすべてが主題の秀吉観を一つにして彼の正常を描くのに特殊なユーモラスと基地と公理主義と思ってするのが。 言い合わせたように同型である。かつての対抗記作家も皆秀吉の人間とはなかなか真正面に組み切れなかったことがわかる私はそういう逃げ方はしまいと思った私の力不足は分かっているが彼もまた私たちと同じ地と文具を持っていた一日本人であったという基本が何よりも 著者の力であった新書大好記日輪月輪日本の天文五年は中国の民の火星十五年の時にあたる日本ではその年の正月に終わりの国ア田神新領の 数わずか560個しかない貧しい村の一軒でわら屋根の下のわらの上にキーな赤ん坊が生まれていた後の豊臣秀吉である産み落とされた赤子は母が貧しいものしか食べていなかったので五年だるの梅干しみたいに赤くてしわだらけだったわらびさしのわらの先から つららが下がっているような一月の寒さだったし、山軸を囲む小屏風一つない家なので、赤子はへその緒を切られても泣く力すらなかった。死んで生まれたかと、皆思った。でも、父の八重んだの、しるべの人たちが、おゆから上げて、おむつの上へ転がしてみると、突然、個々の声を上げた。 泣くだけ泣き抜くとこの赤子はまた百年の眠りから覚めたように大きなあくびを一つした生きてるがななんとか育とうによたすきを外した手伝いの女たちはそう言ってせめて親の八重門を慰め産婦を祝福したものだったその年の頃林報の中国では 大道に平乱があり、両党が騒いだりしていたが、元の国語を改めて、民としてから、種子数百年の知性は、まだ揺るぎもしなかった。いやむしろ、元の前時代、宋や唐の昔より、国運はみなぎり、近代的に冷めてもって、今や民の盛大とさえ見えた。甲賀の水、洋子港の水、 それも今と少しも変わらない、悠久として黄色い濁流を、中国と日本の間の、大きな天地から見れば、ひとまたぎの溝に過ぎない海へ、普段に吐き出していたのである。天の原、降り酒見れば、かすなる。三笠の山に、いでし月かも。 遠く日本を出てからゴロダユは古国のこともいつか頭に薄れていたがこの歌だけは忘れはしなかった阿部の中丸の歌だ月を見草を見渡り鳥を見るにつけゴロダユは阿部の中丸が歌ったような日本恋しさの望郷にどれほど駆られたことかだが 明日こそ帰るのだ。12年間もとどまっていたこの厚生省上州府の不良現在の慶徳地を立って夜が明けたら五ロ太夫は寝ても眠れなかった日本に残してきた家の者たちはわしが生きているとは夢にも思っていないだろうな母はまだ達者かしら兄弟たちは どううしたろう老けるほど頭はさえてしまう明日のたびに疲れを残してはならないと気遣いながらもすると同じ思いでやはり寝つけないでいたものと見え日本から連れてきて以来ずっとそばに仕えてきた忠実な下僕の捨ジ郎がど那様お目覚めでございましょうか お目覚めんなら、ちょっと、と、寝室の扉を外から軽く叩いた。ゴロダイウは、節死戸から降りて、トンへ腰を移しながら。お入り、お前も眠れないのか。何、私はステジロは、部屋の中へ進んできて、主人の前に立った。酔いにぐっすり寝ておりますが、ただ、あのことが、 一つ気になりまして、あのこととはお子様のことです。うん。と、ゴロダユもずきんと胸の痛む顔をした。この不良にいる間に、ゴロダユは一人の婦人との間にこう儲けていた。彼女は、牢山の向こう側の摂取という土地から、この不良の窯場へ働きに来ていた。 生は陽、名は利金といって、気の優しい、その代わり病心そうな採用の美人だったから、激しい働きには不向きだった。話は少し逸れるが、そもそもこの高生省の不良という土地は、日本まで遠く聞こえている陶器の産地なのである。遠い陶の時代から窯が築かれ、 そう、元の頃には、宮廷の御用品を焼く寛容ができ、それに付随する役所だの、商家だの、植林町などで、当時、死な第一の、豆腐と言われるほど、陰心を極めていた。ゴロダユは、ここの陶器の製法を極めるたびに、実に十二か年の真苦と教習に耐えて、異国に暮らしてきたのだった。 日本から来るには、海上六百里、長江を遡ってから、なお四百よりもある。そして、神陽城の河口からまた、水路や陸路を経て、路山を仰ぎながら、波陽湖を渡り、落平河を巡り、文字通り千里の旅を半年もかかるのだった。その、行く三河を、明日はまた、 日本へ向かって帰るのだ。ゴロダユーもステジローも眠れないほど嬉しい。だが、酔いから帳りを垂れて、顔も見せずに泣いてばかりいるものがあった。こう抱えたリキンであった。リキンは釜場でゴロダユーと親しくなって、その目陰とも可否ともつかず、この家へ来たものだった。 ゴロダユーの研究はその目的を達していよいよ晴れて帰る日が来た。かねて覚悟していたことではあるし、彼の多年の苦心が彼の本国で実を結ぶことを考えると、リキンは悲しみ以上に男のために喜ばなければいけないと思った。けれど、まだ三歳のあどけない男の子を膝に見ると、 この子をどうしようと思い乱れおとといの夜から泣き続けて顔も見せないほどだった下僕の捨て次郎が今不意に主人の寝室を訪れたのもその利キが迷っていた問題をやっと彼女も思い決めたというので取り次ぎに来たのであったただいま利ンさんが言うには昨日もおとといも あんなに言い張ったが、将来を考えると、やはり自分の手で育てるよりも、日本へ連れて帰っていただいた方が幸福になるに違いない。だから最初の話のように、子供はあなたにお頼みしたいと申すのですが。おお考え直したか。ゴルダユーは彼女の気持ちを思い合って、ほろりとした。 ちょっと、呼んでくれ、リキンを。はい。下僕の捨て次郎は、部屋を出て行った。大きい家ではない。もちろん、家も長土も、主従の服装も、すべてこの土地の風俗のままである。旦那様、お連れしました。捨て次郎は、やがてリキンの腕を抱いて、 支えながらそこへ入ってきた。リキンはすぐ床へ泣き崩れ。しょんすい様と無線で呼んだ。しょんずいというのは、五郎太夫の中国名であった。陶器を焼く秘宝を会得,得するためには、あらゆる習慣を捨ててこの国の生活に同化してきたのであった。お ステジロから聞いた。子供のことは心配しないがいい。こんな言葉では慰めきれない気がしたが、ゴルダイユはそう言うしかなかった。リキンはやっと涙を収めて。あなたにお別れする上に、ここまで話すのは死ぬより鶴うございますが、よくよく考えてみると、私には身寄りもなく、 体も弱いし、この子が大きくなるまでは、生きていられないと思います。そうすれば、この子はきっと、奴隷に売られるか、土肥に手なずけられるか、いい人間には、なりっこありません。もう彼女は、聡明な母の冷静に帰っていた。それに控え、長年の間、あなた様のお暮らしぶりや、 ご主従の間柄を見ていると、知らない日本という国が、うすうすでもわかる気がいたしました。私の国では、あなたの国の人を、ワドだの、トンヤンキーだのと恐れていますが、それは南の海岸や、ヨスコウを遡ってくる、あの和光ばかり見て、それが日本人だと思い込んでいるからでしょう。 けれど私は、そうは思いません。彼女は、泣いてばかりいた三日分の思いを一遍に晴らすように言い続けた。日本には行ってみませんけれど、あなたのお心のうちには、何年か住まわせていただきました。あなたはいくら、中国の着物を着、中国の女を持ち、中国の家に暮らしても、 血は驚くほど変わらない日本人です。その日本の国は常義に強く武勇に長けて、しかも優美な国だということもよくわかっているつもりです。ですから、この子は私の手に育てるより、あなたにお頼みした方がこの幸福だと考えたわけでございます。 ゴロダイウは祝然と大きくうなずいてみせた。捨次郎も傍らに立ったまま神戸を垂れて聞いていた。その時、ガヤガヤと家の外で声がしだした。ふと見れば窓はほのかな夜明けの光に染まりかけている。外の声は今日日本へ立つゴロダイウを見送りに来てくれた。 釜場の人たちであろう。もちろんガヤガヤ言う言葉は皆中国音であるゴロダイも熟練した中国音で「やあ皆の衆お早くからありがとう存じます」「今すぐ支度しますから茶でも飲んでいてください」「扉を開いて挨拶した」「見送りの者たちはやあ茶も朝飯も」 途中の景色のいいところでやろうよ。下ごがよかったら出かけようじゃないか。と言った。不良は丘に囲まれた盆地の町だった。土鳥山や薪山や無数の窯場が目の下に見える。窯の数箇所から暁の浅木色の空に向かって、幾筋も煙が立ち上っていた。 正髄さん、もうこれがお別れだな。見送りの人々も言う。正髄、ゴロダイウは丘の上の道に立って、ええ、まったく。振り返って、しばらくじっと瞳を凝らしていた。言葉はそれだけしか出なかったが、きよう十二か年のことが一度に胸へ呼び起こされていた。 分けて、後に残してきたリキの身が不憫であった。そのリキは今朝、私は家の窓からお見送りさせていただきます。なまなか途中まで行けば、もっともっと日本までもついて行きたくなりますから。と言って家に残った。あくほどほずりして、 泣く泣く彼女が手から離した子は、下僕の捨て次郎に今、ぶわれている。男の子だ。名は、よう警服。見送り人は十五、六名もいて、荷物は一等のロバと一台の警工車とに積んだ。見送りの一人が途中で。捨さん、重いだろう。長い道だから。 子供はこれ乗せたらどうだねと言ってくれたのでステジローは背中の子を蛍光車へ移した。車輪の大きな手押し車である。野や山坂の嫌いなく押し通る小型の荷車だからわざと歯の辛抱には油をささない。車輪が回るにつれてキーキーと面取りが鳴くようなきしみ声を立てるので。 うしゃというながあった。その荷物の間に挟まって、赤子はききとしていた。時々米の粉の書いたのや、練りやめをねぶらせてゆく。船で泊まり、畑ごに休み、幾やを経てようやく、すこうのほとりのように出てきた。見送り人もそれまで来る途中で、二人別れ、三人去り、 ここの城内までついてきたものもやがて皆帰った。船宿でゴルダイウ主従は幾日か船の便を待っていた。すると金漁、南京まで下る船が今夜遅く本母港の河口から出るという日のまだ明るい頃だった。船宿の手代が薄い紙包みを持ってきて どんなに大げいしてくれと、痩せ型の綺麗な女が、これを置いて逃げるように言ってしまいましたが、と告げた。要望や年頃を垂らすと、利金に違いないのである。怪しんで包みを開いてみると、それはゴロダユが長年の間、手に入れようとしても、どうしても手に入れることができなかった、当世の非凡だった。 この本を所持していたものは、鎌場の職人頭をしているイコも者で、日本人には売らないと言ったり、途方もないタークな根をふっかけたり、ゴロダユもついに断念するほかなかったものであった。どうしてそれをリが手に入れたろう彼女が姿を見せたのは、たった今のことだという。五郎太夫は こう宿の者に頼んで下目の捨て次郎とともに城内の町をくまなく探し歩いた見つからない利金の姿はとうとう見つからなかった日は暮れてしまう夜は深くなる帰って宿の者がゴロゆ夫主従を探し抜いてやっと追いつきもう船が出ますぞ という、慌てて荷物や子供をぼんぼこうの岸へ運んでもらい土てきの間につないである小舟に乗り込んだ便せんは絵の中ほどに怒りを下ろしているそこまで小舟で行くのだった暗い水におびえたのか小舟が入れ出すと赤子はひいっと泣きだした泣な「泣くな泣くな何をお泣きやる」 よしよしするとどこからかビアの音が流れてきたこの辺りに水道の明かりは見えないえ、一面に土滴と暗い水のそよぎであったおリキンじゃないかゴロドイユは見ましたリキンもビアが上手であったからであるだが ろうとっている仙道は少しも感情のない声で言った旦那ご存じありませんかこの神陽城の船着きは昔博楽天とかいう歌人が琵琶湖っていう有名な詩を残した跡だって言うんで琵琶亭があるしそれから船で琵琶を引いて旅のお客様に都ぎをする女がいるんでさお望みなら船べりを手で叩いて お,おいと、呼んでごらんなさい。すぐ、こぎ寄せてきますから。ゴロダイユは聞き流して、闇を眺めていた。ビワはやんだ。そして、通りすがった島の陰に、一層の船を見た。竹で編んだトマの内から、薄いともしびの光が漏れ、その明かりの中に、耳輪をした女の、 白い顔が見えた。元より、利金ではない。けれど、彼女の心と、ゴロダイウの心とは、この星の下と、軟間の上とで、明らかに交流していた。日本に帰っても、と、彼は一人思った。形の上の別れが、 絶対の別れではないと思った。一つの花が、他の一つの花へ。花粉を触れたとき、それから生まれ出たものは、永遠に地上から消えない芽を土から持つ。その芽は自然が手伝って繁茂する。花になりまた、結実する。千里を隔てていても、 土と土とがまた心と心とが各まで似ている2つの国ではそうした文化の交流は雨と海水とのように何千年も前から自然に行われてきた作用であった深夜長江の秋だゴロ太夫は東へ東へと洋津港を下ってゆく船の上でも そんなことを思い続けた。自分がこの絵を遡ってきたのも、その作用の一役を自然が命じているのである。自分と濃い血液のつながっている数代前の祖先、伊藤五郎太夫は、道元禅寺に貸し付いて、やはり市内へ渡った人であった。臨在の 禅寺も、また工房も、ずっと以前の遣唐使の若いたくさんの人々も、同じに品からも、深夜寒大の人々が、無数に日本へ移り住み、それはすでに、この国の民草となって、地も立派に一つとなって、今日に流れてきている。 何ののとも、オラの恥だぞ。オラのだい。嘘だい、嘘だい。見つけたのはオラだい。この辺り一面、真っ白な大根の花と、むせるような菜の花の畑である。その中を棒で叩いて、七八名の悪道連が、朝鮮鉢と呼ぶ尻に袋を持ったのを、一匹でも見出すと、土つむじでもかけるように。 割れがちないい合いだった八右衛門の子・日吉は今年7歳になる。体内にいた時母が十分に食物を取っていなかったせいか5年付けの梅干しみたいな顔をして生まれ落ちたこの子は7歳になってもまだその不足が取り返せないと見え他の子より小粒で顔に小じわがあった。だがいたずらと乱暴は この中村号のわらべの中でも、一と言って二と落ちない。あほ。蜂を争いながら、ひよしは怒鳴った。大きな子に跳ね飛ばされたのである。転んだ上を、また他の子が踏んづけた。日吉はその足をすくって、取ったもんの蜂だぞ。取ったら、取ったもんの蜂だい。と宣言して、臨床に先へかけた。 そして、宙へ飛ぶと、その手の中に、蜂を掴んでいた。いやい、おらのもんだ。ひよしは、蜂を握って、十歩ほど先へ行ってから、手を開いた。蜂の首と羽思いですぐ、口へ入れてしまった。蜂の腹は、甘い蜜の袋である。砂糖などの味を知らない少年の下には、天地に、 こんなうまいものがあろうかと思われるのだった。ああ、はめ。ひよしは目を細くして、蜜が喉を流れ込んでも何度も舌を鳴らしていた。他の連中は羨ましげに彼の表情、唾をためて眺めていた。蜂はいくらも飛んでいるが、朝鮮蜂は少ないのだ。その悔しさがこみ上げて、サル 大きなわっぱがいった。におうとあだ名のある少年である。におうだけには、ひよしもかなわなかった。それを知っているので、みなおについて。えてぼう、さるやい。さる、さる、さる、と、一番ちびのおふくまでいった。おふくは、数え年のつというが、七歳のひよしとそうちがわなかった。しかし、色は白いし、 目鼻立ちもよく、予防では比べ物にならない。それに村では大人子の方で、子袖らしい着物を着ているのもお服だけだった。本当の名は福太郎とか福松とかいうのだろうけれど、男のでも頭字におの字をかぶせて呼ぶことが両家の風習となっているので、このお大人子もそんな真似をして呼ばれているものと見える。 おい、行ったな。ひよしは、誰に猿と呼ばれても、怒った試しはなかったが、おふくに言われると、めつけた。いつも俺がかばってやるの。忘れたのか、白ナスめ。ひよしにそう罵られると、おふくは何とも言えない、気の弱い顔をして、爪を噛んだ。白ナスと悪口を言われたことよりも、恩知らずと言われたことが、子供心にも、 強く恥を感じたらしかった。他の子供らはもう目を逸らしていた。そして、朝鮮鉢の代わりに畑の彼方を通る一筋の黄色い埃に目を集めた。おう、フといど武者が通る。戦から帰ってきた。わーっと両手を上げて彼らは看護した。漁師の織田信秀と、 隣国の今川義元とは両立しない二つの勢力だった。国境方面では絶えずどこかで小競り合いがあった。ある年は今川家の精鋭がこの辺りまで先行してきて、不意に民家に火をつけたり、他の稲を買ったり、畑を荒らしたりして去ったこともある。そういう時、漁師の兵は火の手を見るや、名古屋や、 清洲城から殺到して目の前で敵を蹴散らし敵を斬りそして各所の砦や喜の兵も出会わせてこれを殲滅した冬そんな年には当然土民は食い物にも家にも困ったが誰も漁師を恨まなかった飢えれば飢えるで寒ければ寒いで今に一は吹かしてやるで むしろ、今川氏に対する敵外心を高めた。この辺のわっぱは、生まれた時からそれを見、それを危機して育ってきたのである。だから、領主の軍勢と見れば、自分自身みたいに思った。また、子供らの生まれながらの血も、平和を見ると、何を見たよりも強く興奮した。行ってみろ。誰かが言うと、わっと見な。 それへ向かって今も駆け出した。おふくとひよしだけは後に残ってまだ睨み合っていた。気の弱いお服は他のものと一緒に駆けて行きたかったが、ひよしの目に縛られて猿にされない姿だった。ごめん。おふくはこわごわひよしのそばへ寄って彼の肩へ手を乗せた。ごめん。 ね、日吉はぶっと赤い顔をして肩を揺り動かしたがお服の泣き出しそうな目を見ると急に「おらんゴと一緒になって悪手言うからだい」と肩を和らげたそしてまだ少し胸がすまないように言った「わりのことをいつもみんながとじんことじんこってからかうだろうがおらはからかったことなんかあるかい ない。当人子だって、俺たちの仲間になれば、俺たちの国の問題。そう言ってるだろう、うん。ほんとだぞ、おふく。うん。おふくは目をこすった。泥が涙に溶けて、目の周りにブチができた。バカやい。泣から当人子って言われるたい。武者を見に行こう。おう。早く行かねえと、行っちまうぞ。おふくを引っ張って、 ひよも後から駆け出した。彼方の黄色い埃の中に、軍馬や旗差し物がもう近く見えていた。二十期ほどの侍と二百人ばかりの歩兵だった。それに懲りの一体がごっちゃに混じって、槍も長江も陰餅も秩序なく前後になって、厚田街道から稲葉地の野面を横切り、 庄内側の土手の上へと、今、一気一気、背伸びするように、登りかけたところだった。ああ。畑から飛んできた子供たちは、群馬を追い越して、包みへ駆け上がった。日吉も、お服も,も、仁王も、ほかの花ったらしも、目を輝かして、そこらの野原や墨でや、雑草の花をむしり取って、両手につかみ、 目の前を勇ましい武将や兵が通るたびに、八万八万勝ち草花むしゃ祝え花むしゃ祝え牛をつけて叫びながら手の花を声と共に放り合った。村でも街道でも、領土の子供たちは兵馬を見ると、こうはしゃいで祝福した。けれど馬上の将も、 足を引きずってゆく兵隊も、皆仮面のような強い顔を黙々と持って、夜な、とも叱らない代わりに、彼らの看護に二個と一生を報いてもくれなかった。ことに、今通るこの一帯は、三河方面から引き上げてきた軍の一部らしく、前線で散々に戦い抜いてきたものと見え、馬も人も疲れ抜いていた。 馬の中には腹を疲れて蝶をぶら下げている馬もいた。兵の中には満身血になって戦友の肩にすがってやっと歩いていくような兵もいた。槍の塚にも愚足にも干からびたちは漆みたいに黒く光っている。そしてどの顔もどの顔も汗と埃にまみれ、ただギラギラした目の実が続いていった。 水を替え、馬に。河原へ降りると、先頭の武将の一人が言った。そばを囲んでいた牙の侍がすぐ、その言葉を大声で、タイに伝え。安めと、礼を敷いた。牙の者は、バラバラと馬を降り、勝ちの兵は、ほっと足を止めて。あ、はあ。 言わないばかりに皆草の中に腰を落とした清須の城は川向こうのかなたに小さく見えていたタイの中にはこの終わり四軍の領主織田備後守信秀の弟にあたる織田与三郎がいた与三郎は将棋にかけ五六名の旗本に囲まれ木年と 空を見ていた。旗本たちも口をつぐみ合っていた。足の傷や小手の傷を縛り直しているものもある。この人々の美食から察するに、前線での戦いは明らかに味方の大敗であったに違いなかった。けれど、もとより子供たちにそういう観察はない。血を見れば、 自分が血を流したように勇み、槍や長江の光を見れば、敵を殲滅してきたものと思い込んで、ただ高ぶり騒ぐのだった。ホチモン、ホチモン、花むしゃ、花むしゃ。馬に水をかっていると、馬にも花を投げて生やした。すると、駒のそばにいた一人の侍が、日吉を見かけて。ヤ門モンのせがれ、お母さんは代わりないか と、手招きして聞いた。んほらけひよしは彼の手の下へ歩いて行った。黒い鼻の穴を上へ向けて、その人を静止した。んひよしを手招きした手は、ひよしの汗臭い頭を押さえて大きくうなずいた。まだ、二十歳そこそこの若い武者だった。この人も戦ってきた。 携帯の一人かと思うと、日吉は頭に乗せられている鎖ごての重い手も、ゾク,ゾクするほど光栄な心地がした。どうだ俺の家はこういうお侍と知ってるんだぞという誇らしさを。並んでこっちを眺めている他の友達へありありと顔つきに示していた。八重門の子、お前は確か。 ひよしと言ったな。おお、いいなだ。若い武者は彼の頭を一つなで回した。そしてその手を自分の川道の腰帯のところへ当てると、少し身をそらしながら、ひよしの顔を眺め直して、一人で何か笑い顔をしていた。ひよしは大人にでも女の人人でも、すぐ懐っこい顔つきを示すのだ。 これは、まるシと見える。まして、知らないおじさんから、しかも、離れてばかり見ていた部下から、じかに頭に手を乗せてもらったので、大きな目はたちまち得意に輝いて、いつものおしゃべりがすぐ出てきた。ただどな、おじさん。おらのことを、誰もひよしって呼ばないよ。ひよしって呼ぶのは、おっかさんとお父さんだけだ。似てるからな。さるんだろう 自分も心出ているのはなおいい。だって、みんな読うもの。は <laughs> っ戦場暮らしの侍の声は、笑い声まで大きかった。そばにいた侍たちも同時に笑った。その間、ひよしは無量な顔して、懐からキビの茎みたいなものを出しては、ポリポリかじっていた。その茎の汁は、青臭い中に、 甘い味があった。べ、べ。よしは、噛むだけ噛んだ甘きびのかすを、そこら中へ、行儀もなく吐き散らした。いくつになるか。ほら、もとしけいうん。七つ。もうそうなるかな。おじさん、どこの人お前の母親と親しいものだ。えお前の母の妹は、 よう、わしの屋敷へは遊びに見える。帰ったら、母へよろしく言ってくれ。やぶやぶの、加藤男女が、お達者に、と言っていたとな。一息休んだ兵馬は、その時、もう列を立て直して、庄内側の浅瀬を、彼方へ渡り出していた。振り向くと、男女も急いで、馬の背に跳ね上がった。人刀だの、具足だのが、 その人の体で、歯震いするように、ガチャっとなった。戦が止んだら、そのうち遊びに寄るぞと言うてくれ。八いもどないも。言い捨てると、列から遅れた男女は、駒を流行らせて、カオスへ入れた。駒の足から、白い水が、さっさと立ってゆく。ひよしは、甘きびのかすを口に入れたまま、うっとりと、 見送っていたこの一件彼の母は納屋へ入るたびに心が暗くなった漬物や穀類や炊き物やここへ入るときは必ずそういう蓄えを取り出しに来るのであるがその命の糧は常に途切れがちだったこの先 どうしてと、胸が詰まるのである。子供は七つの日吉と、唐になる姉と、わずか二人に過ぎなかったが、どっちもまだ何の働きに出せる年でもないし、夫の八右衛門は夏でも路端に座ったきりで、岩かしの下を見ているだけのことしかできない、片はものだった。はんなもの。いっそのこと、薪きにして炊いてしもうたら。 胸が言えように。納屋の壁を仰ぐと、真っ黒な貸し絵の槍と、陣傘と、切れ端のような小グソとがつるしてあった。以前、夫が戦に出るごとに、身につけて出た腫れ着である。それも今は、すすだらけになったまま、片輪の夫と同じように納屋の隅に埋もれていた。彼女は見るたびに、 いまわしい気持ちにとらわれた。戦というものにおののきを覚えて、ほっとかなんと言おうが、日吉は侍にはさせぬ、と思うのであった。自分が木下八右衛門へ嫁ごうとしたころは、夫を選ぶなら侍と思ったものであった。自分が生まれたご基礎の家も、小さいながら武家だったし、木下八右衛門も足軽ながら、 織田信秀の家中だった。そして今この納屋のすすにうずもれている愚足も夫婦になると同時に未来は戦国取りにという希望をかけて欲しい書体道具よりも先に無理苦面して慎重したものではなかったか二人にとれば懐かしい思い出の品でもあるだが そんな若い頃の夢は、今の現実の前には、一個の値もないし、むしろ呪わしい気が、余計胸を噛むばかりである。夫は、ろくな手柄も立てないうちに、戦場で足腰も立たないような、片者になってしまった。身分の低い足軽なので、五方向を引くと、もう半年目から立つ気にも困り、結局、 百姓でもするしかなかったがその百姓仕事さえできない今の夫であったでも女手で,でしかも2人の交代で桑を摘み畑を打ち麦を踏み数年の貧乏と戦っては来たがこの先と考え出すとさすがにこの細腕と根気が続くかどうか 彼女の女心はなやの闇のようにこぼえてしまう能のてに乏しいわと大根の切り干しとざるに入れて彼女はやがてそこから出てきたまだ三十前なのにイヨシを産んでからは産後がたたっていつも青い桃のように見える彼女の顔色だったおっか ひよしの声だ。おっかあ。と、家の横を回って自分の姿を探しているらしいのである。彼女はニコと笑った。そうだ。自分にも一つの巧妙はある。あのひよしを育てることだ。早く大きくして、あの気の毒な傍の夫に、一日一号のお酒でもあげられるような良い、 とりこに仕上げることだ彼女はそう思って、急に心も明るくなり、よしや、ここだよ。母はここにおるがの。と、大きく答えた。母の声に、よしは飛んできた。そして、ざるを抱えた母の肩へぶら下がって、かあ、きょな、おかの知ってる人に会ったよ。河原で。 誰にの。お侍だよ。ヤ山の加藤って言えば、お母が知ってると言った。おお、それから、他者で暮らしているかって、俺の頭を撫でて聞いたよ。じゃあ、団長さんじゃろ。戦から帰ってきたお勢の武者の中に混じってね、いい馬に乗ってたよ。あれ、誰だいだから、今言うたでないか。光明寺のヤ山に住んでいる男女さんだよ。 とんじょうさんてご基礎の妹の言いなづけじゃがの。言いなづけってまあ、しつこい。だって、わかんねえだもの。今に夫婦になう夫のことじゃがな。なんね、じゃあ、おっかあの妹のおむこさんのことけよしはなんと返したか、くつくつ笑った。彼の母は、その白い歯と、こまっしゃくれた唇を見ると、 我が子ながらそうじくな。と、子肉らしく思うのだった。かあ、悩ん中にこれくらいな刀があったろあるが、どうすんのじゃ貸してくんないかどうせあんなボロ刀お父さんももう使いやしないから。また、戦遊びか。いいだろういけません。なぜ、百姓の子が刀など持ち慣れたとてどうなろうぞ 俺はおらが侍になるんだい。ひよしは、だらっこ足を踏んで、一文字に口を結んでいった。彼の母は、じ、眠すえているうちに、その目を涙でいっぱいにしてしまった。あほ<ホ>。突然、そう叱ると、母は慌てて涙を拭き、片手に彼の手をらっして、少しは、水など汲んだり、姉の手助けなどしなされ、 ぐいぐいと引いて、どぐ口の方へ歩き出した。やでいやでいよしは母と争って、手と手を引っ張り合いながら叫んだ。しかし、死にかかとをふんばっても、彼の母は彼の歩みを自分の意志の方へ引き寄せずにおかなかった。やだよやだってにかのばがやていすると、 竹窓の中から老人のようなしわぶきがロケムと一緒に漏れてきた父の声を聞くと日吉は首をすくめて黙ってしまった父の八えもはまだ四十みであったが長年俳人同様なおきしをしているので席の声まで五十過ぎの人みたいにしわがれていた火つけてやりますぞはまり母を困らすと 母はそっと手を緩めていった。ほどかれた手を顔へやると、いよしは目をこすって、しゅくしゅく泣きだした。母はこのだだぼうをもてあまし顔に、この子はまあ、と見つめているうち、自分もともに泣いてしまいたくなった。おなか、何をまた、いよしとわめきょうでいいのだ、みっともない。 自分のこといさがって泣いているたわけがあるか。暗い屋根裏の見える窓のうちでまた、病人特有ながんの高い八重門の声だった。あなた、少しこのわんぱくを叱ってくだされ。今も今とて八重門に怒鳴られると、彼の母はそこから窓越しに、日吉のいけないことを、と息に訴えた。すると、 家の中の八右衛門はゲラゲラ笑って。んのこった。前の中に放り込んである俺のことを、よしが持ち出そうというだけか。そうなんです。戦の真似事でもする気なのだろう。それがいけないんです。男の子だ。平門の子だ。いけないことがあるものか。出してやれ、出してやれ。お腹は、マート、あきれ顔、窓へ向けたまま。 うしそうに唇をかんで目に涙をためていたどうだひよしは勝った気持ちをこんばんそうに目にあらわしただがほんの瞬間だったその目は母の青白い頬を伝う涙を見るにおよんですぐしぼんでしまったふかお泣くのおやしよ。オラもう刀はいらないや 姉に水をくんでやろっと。はしっこい日吉はすぐ土間口のほうへかけていった。土間は広く、一方は土部屋の上がりがまち、一方は台所だった。十一歳ばかりの女の子が猫背を立てて、息吹きだけでへっついの口をふいていた。「姉、水をくんでやろうか?」。日吉が飛び込んでくると。 お墨はびくっとした目をあげたそして何をされるかとおどおどとしていいがないいがなと顔をふったよしは水ずがめのふたをあけてみておやみなんかいっぱいくんであるんじゃねえか水を吸ってやるか水など吸ってくれんでいいわ邪魔なじゃなっておらは用をしたいんだ用をさせろ漬物を出してやるか 今、母さんが出しに行ったがな。じゃあ、ういするんだ。ぬしゃ、おとなしくしていたら、母さんも喜ぶによう。こんなにおとなしいじゃないか。なんだい、まだかぼとの火はつかねえでやがる。オラがつけてやる、どけどけ。いい手に、どけったら。あれ、そんなことするで、消えちもうた。うせつけ、自分が消したくせに。うそ、うそ、ぬしが。うるせい。 ひは燃えないまきにじれてそこを離れるついでにおつみのほうをぴしゃりとひとつぶったおつみが大きな声で泣きながら奥へ言いつけたやえも門のいるろべ屋とは近いのですぐ父の声がひよしの耳をしびれさせたこら姉をぶったな男のくせにんなをぶったなひよしここへこいちょっとこれへい 壁の陰で、日吉は唾を飲んだ。そして、告げ口したお罪をにらみつけた。あとから入ってきた母は、またしても、と、あきれ顔に、どま口で立ち止まっていた。父親は怖かった。世の中で怖いものの第一が父親だった。日吉はかしこまって、何ですか 八重門の顔を仰いだ。木下八重門は、老前に座って、浅箱に肘をついていた。後ろの壁には、ききに使う杖が立てかけてある。川わへ通うにも、その杖にすがらなければ、歩けない彼であった。常に座っている彼の傍わらにある朝箱は、そういう傍わな体らでも、 いくらかの家計を助けるために気が向くと朝を紡いではそれへためておく内食道具の一つであったよしほ、はいあまりおふくろに世話をやがすじゃないぞえ羽に向かって悪態をつくのもよくない男のくせに女どもを相手に何という体だ何も何もおらは、 黙れ。わしには耳がある。お前がどこで何をやっているかぐらいのことは座っていても知っている。ひよしは心の内でおののいた。父の言葉は父の言う通りに思った。だが、やいもんはこの子がかわいくてたまらなかった。戦場で片輪となったこの足、この手は二度と前の体に返すことはできないが。 この子を通して自分の血は百年先へも生かすことができると信じるからである。と、ご、と、八重門はまた、ひよを見ていると、情けない心地がした。こう見ること、親にしかず、というが、いかにひいきめに見ても、この見るからにキーな顔した花たらしのワンパクが、親以上のものになって、親の治れを、 注いでくれようとは、考えても考えられなくなるからであった。とはいえ、これは一粒種だ。八右衛門はかけられない期待を無理にもヒ吉にかけているのだった。なや、の刀を欲しいのかよしうんうん。ひよしは首を振った。欲しくないのか欲しいことは欲しいけど。 なぜ正直に言わぬだって、おっかが、いけないって言うんだもの。女は、刀嫌いだからな。よしよし、待っていろよ。八右衛門は、座ったまま、ぐるりと後ろを向いた。そして、壁の杖につかまり、チン馬を引いて、奥へ入っていった。この家は、貧乏百姓に似ず、馬鹿ずはたくさんあった。 日吉の母の縁者が住んでいた家だからである。八右衛門の方にはほとんど身寄りがなかったが、母の方の親類にはまだどうにか暮らしている家が何軒かあった。何しに行ったんだろうよしは小言を言われないのが、かえって気味悪かった。八右衛門はやがて一腰の脇差しを取り出して戻ってきた。それは、 納屋の隅にさびているものとはちがって袋に入っていたよしこれはおまえのものだ欲しければいつでも持てえおらのだがまだまだ今のおまえではこの刀はさせまいさしても人がわらうこれをさして歩いても人がわらわぬように速くなれ いいか早くそうなってくれ。この刀はおじいさんが打たせたものだ。八右衛門は目を眠ってポツリポツリ語り出した。おじいさんは百姓だった。その百姓から身を起こして一旗あげようとした時にこれを刀鍛冶に打たせなすった。その頃まで 木下家のケーズというものもあったらしいが一丁にして焼いてしまったじいさんは事を起こす前に漁師に襲われて討ち死にしてしまいなすったそういう人がわしの子供の自分にはたくさんあった乱世の習いだ八右衛門はつぶやくように言ういつの間にか隣の部屋には等身がともっている この部屋は、炉の炎で明るかった。ひよしは、赤い炎を見つめながら、父親の言葉に聞き入っていた。八重ももまた、ひよしにわかってもわからないでも、こういう真実を吐く相手には、妻でもいけないし、女の子のお罪でもいけなかった。木の下家のケースがあればの、お前にも。 わかるように話せるが、ケ図は焼けてしまってない。だが、生きたケ図は、お前にも伝えてある。これじゃ。八右衛門は、手首の青い静脈を慣れていった。血だぞ、と、教えたのである。清は、うなずいた。そして、自分の腕首を握ってみた。 自分の体にも青い血管がある。はっきりと分かった。これほど確かな。しかも、生きているケースはない。おじいさんから先は、どんな人がご先祖だったか知れぬが、その遠いご先祖のうちには、偉い人もいたに違いない。多分、お侍もいたろ。う、学者もいたろ。う。そういう方たちの血が流れ流れて、 わしからお前にも伝わっているわけだ。ええ。ひよしはまたうなずいた。だが、わしは偉くない。あげくに、この通りな方はものだ。だからひよし、貴様は偉くなってくれよ。お父さん、ひよしは丸い目をあげた。偉くなるって、どんな人になったら偉いの それあきりがないが、せめて、槍一筋の武士になればな。このじいさんの、形見をさして、歩けるようになってくれれば、わしは死んでも、心残りがないのだ。ひよしは、当悪したように、黙ってしまった。自信のない顔つきである。父の目から目をそらして、きょときょとしていた。 七歳の子供だ。無理もない。と思いながらも、八重門はその頼りない挙動を見ると、やはり一ではない。恐怖かな。と、心の内でため息が漏れるのだった。さっきから、ひよの母は前後しらいをして、夫の話がやむのを、隅の方で黙って待っていた。彼女の考えは、 やえもんの考えとはあべこべであった。侍になれ、えらくなれ、と、こう励ます夫を、彼女は恨めしくさえ思った。そしてひそかに、こんな子に、無理なことばかりよ。よしや、お父っんは、こぶねんなので、はんなことばかし言うけれど、お前までが、お父っんの鉄を踏んではいけないよ。 愚か者なら愚か者でよいほどに真面目に働いて他の一枚でも持つような百姓になってくだされや。胸いっぱいにこの行く末を祈るのだった。さあ、夜食にしようぞ。よしもおつみもよったがよい。彼女は子たちの父を中心にどの周りへ箸や腕を配った。飯か。 いつものことながら、八右衛門は貧しい家ゆの鍋を見るたびに、寂しい顔になった。妻にも子にも、満たしてやりえない自責を。男親として、人知れず苦しむらしかった。だが、日吉もおつみも、一番の家ゆに会うと、頬も鼻も赤くして、うまそうにすすり合い、貧しさなどは思わなかった。 これ以上のフきは知らないからである。新川の茶碗屋さまから味噌もいただいてあるし、干しなも干しりも納屋に蓄えてあるほどに、お摘みも日吉も担当食べたがよいぞや。子たちの母はそう言いながら、片輪の夫が家計を心配しないように気を使っていた。そして、 彼女自身は、二人の子が腹いっぱい食べ、夫も十分に済ました後でなければ、箸を取らなかった。夜食が済むと、間もなく寝てしまう。どこの家でもそうなのだろう。夜の中村は、真の闇だった。ところが、闇夜になってから、野や道を人の足音がしきりとする。 金国で戦がある時ほどそうだった。のぶしの群れだの、群馬だの、お中土だの、密使の往来などが夜を好んで動くのである。んんんんんん。うんうん、日吉はよくうなされた。眠りの中に闇夜の足音が聞こえるのか、天下の動乱が彼の夢をおびえさせてやまないのか。 ある夜などは、そばに寝ていたおつみを蹴飛ばし、おつみがびっくりして泣き出すと、八万、八万、八万、と怒鳴って、いきなり寝床から跳ね上がり、目覚めて、なだめても、まだ寝ぼけて、何か高ぶり続けるようなことがままあった。んの虫だ。この同なじに、んの焼とを据えてやれ、と、八右門は言う。 だが、日吉の母は、かのやいとはいくら据えたか知れませぬ。はんなこに、あなたが刀を見せたり、ご先祖の話など聞かせるから、いけないんですよ、と言った。そのうちに、この一件にも、大きな変わりが見舞った。翌年、天文十二年一月二日に、 八重門が病死したのである人間の死というものを、ひよしは初めて父の死に顔に見たが、涙はこぼれなかった。葬式の中でも飛んだり跳ねたり遊んでいた。その一周期も過ぎて、翌年の九月頃、ひよしが九つの秋だった。この一件にまた人がたくさん集まった。 餅をついたり酒を飲んだりめでたいめでたいと歌ったりして夜をふかした親類の一人がよし今夜のあの婿殿がお前の次のお父さんになる人だ八右衛門殿とも以前からの友達でやはり尾だけで道房衆を務めているちくわび殿だよいか今度のお父さんにも親孝行をせりゃいかんぜ 彼に言い聞かした日吉は餅を食べながら奥を覗きに行った。いつになく母がきれいに化粧して、知らないおじさんと並んでうつむいていた。それを見ると嬉しくなって、「八万八万、花掘れ!」と日吉はその晩も誰よりもはしゃいでいた。 編また、夏がめぐってきた。トウモロコシの背が高くなった。日吉や村の悪道連は、毎日、庄内川で泳いだり、他で赤ガイルを取って食ったり、裸で暮らした。赤ガイルの肉はうまい。朝鮮鉢の尻袋とは比較にならない。ンの薬という母に、食べることを教えられてから、味を占めたものである。 だが、そうして彼が遊びに熱していると、間もなくきっと、サル、サル、と、探しに来るものがあった。父のちくわみである。八重門のない後へ、婿として入府したちくわみは、ただ働く人だった。一年経たないうちに、家計もだいぶ治って、飢える日はなくなった。その代わり、日吉も家にいれば、 朝から夜まで手伝いをさせられた。ちっとでも怠けていたり、いたずらでもしていようものなら、ちくわみの大きな手はすぐ日吉の顔をはたいた。日吉は嫌で止まらなかった。仕事よりも父の目から少しの間でも逃れていたかった。毎日ちくわみはきっと昼寝をした。日吉は得たりとばかり、その隙間に。 抜け出すのであるやがてちくわみが畑やあつつみに姿を現して「サルうちのサルなはどこ行ったか?と」と探しに来るとひよしは何者も捨ててトウモロコシの中へ滑り込んでしまった探しあぐねてちくわみがのこのこ帰ってゆくとひよしは踊り出して「わい!と」と外貨を上げ晩に帰れば 夕飯も与えられず、仕置きに会うことも、その時は頭にもなく、また遊び狂うのだったが、今日はそういうわけにはいかなかった。やろう。ちくわみはトウモロコシの中をあっちこっち怖い目をして歩いてきた。こいつはいけねえ。と考えたので、包みを越えて原地の方へ隠れた。すると、ひとりぼっちおふくが、 包みにたっていた夏でもおふくだけはちゃんと着物を着て、水にも泳がず、赤ガエルも食べなかった。ちくわみは彼を見かけて、おう、茶碗屋の坊ちゃんですか。うちのサルモヤ、どこへ隠れたでしょうかと尋ねていた。おふくは、知らないと、何度も首を振っていたが、ちくわみが、そんなうそを言った。 手前がおだくへがった時に、旦那に言いつけますぞ。と、脅したので、気の小さいお服はすぐ顔色を変えて、あの、も船の中へ隠れて、ドアをかぶっているよ。と、指さした。小さい川船が河原に引き上げてあった。ちくわみがそこへ駆け寄ると、かっぱのように、ひよしが中から跳ね出した。よこいつちくわみは飛びかかって、 ひよしをつんのめったひよしは瓦の石に口を打って歯から血を出した。行っていい当とり前だ。ごめんよごめんよ。さるめ今日という今日はもう。二つ三つ頭をはたいた末ちくわみは彼よりも何倍も勝った力でひよしの体をつるし上げわが家の方へかけていった。 さるさるとうをしてよんでいるように聞こえたが、ちくわみは何もひよしがそう憎いわけでもなかった。貧乏をおそうと焦るために、誰へもやかましくなり、ひよしの性質をもしいてためなおそうとするのだった。もう、とうにもなりよって、このやろ、このやろ。ひっつるして家に帰ると、また二つ三つ拳をくらわせた。 彼の母が止めると、思いがうまいからいけないのだと怒鳴りつけ、姉の罪が一緒になって泣くと、何を泣くわしの石棺は、このすねざるを用してやろうと思うから殴るのだ。このせわやかせめと、また殴った。ひよしも、はじめは、殴られるたびに頭を抱えて謝っていたが、なんだいなんだい朝から来やがったくせにして。 お父さんみたいな顔して、威張ってやがら。俺の、俺の本当のお父さんを。と、上言みたいに、泣き泣き悪態を言い出した。彼の母は、これ、そんなこと。と、真っ青になって、彼の口を押さえたが、ちくわみは、このませめ。と、激怒して、今度は許さなかった。裏の納屋の中へ放り込んで、 晩飯もやってはならぬぞと言った。納屋の中から暗くなるまで、日吉のわめく悪態が聞こえた。出しておくれよ。よほう、出しておくれったら。バカ野郎、とんえんぼく。みんなつんぼずらしてケツかるな。出してくれなければ、火をつけるぞ。そして、わん、わんと、吠えるように鳴いていたが。 夜中近くになると、泣き寝入りに寝てしまった。すると、身元で、よしや、よしや、と呼ぶ声がした。彼は、死んだジップの夢を見ていたので、うつつに、お父さん、と叫んだが、目の前に立っている姿を見ると、それは母のお腹だった。母は、 ちくわみの目をしのんで持ってきた食物を与えて。さあ、これを食べて、朝までおとなしくしておいで。朝になったら、お父さんにお詫びしてあげるから。と言った。ひよしは、かぶりを振って、母の懐へしがみついた。嘘だい,嘘だい、嘘だい。おらには、お父さんはねえ、はい。お父さんは、死んじまったじゃねえか。これ、またそんなことを言う。 ななぜお前はそう聞きわけがないのだろう。いつもいつも私があんなに言って聞かせておくのに。彼の母は身を切られるようにつらかった。けれど母がなぜ身を震わせてそう泣くのかまだ日吉にはわからなかった。夜が明けると日吉のことでちくわみは彼の母を朝からどなりつけていた。 俺の目を盗んで夜中に飯をくれてやったろ。そういう親バカだから、いつまであいつの根性は治りゃしない。おつみも今日は納屋のそばへ寄っちゃならんぞ。夫婦の中でご飯日も何か揉めていた様子だったが、そのうちに日吉の母は一人で泣く泣くどこかへ出て行った。日が西になりかけた頃、お腹は帰ってきた。 孔明寺の重奏が一人一緒だった。どこへ行っていたとも聞かず、ちくわみはまずい顔して、お罪を相手に働いていた外のむしろに座り込んでいた。孔明寺の僧は、ちくわみ殿、今日動かないが見えて、こちらの息子殿、寺へおごぞおに出したいとの頼みじゃが、ご同意かのと尋ねた。 ちくわみは黙ってお腹の方を見た。彼女はセトの外で両手を顔に当てて泣いていた。うん、それもよかろうが。テラ入りには書人もいるが。幸い山富山のそに住んでござる加藤どのの嫁ごはこちらのご内ぎとはご兄弟じゃということであるしな。お、加藤言ったのか。ちくわみは。 なおさらほろ苦い顔をしたが、日吉の寺入りには反対しなかった。よろしいように。と、ひとごとのように、彼はおみへ用を言いつけたり、道具をしまったり、日暮れを忙しげに働きだした。その間に、日吉は納屋から出されて、母にこんこんと何か誘されていた。一晩中、 納屋の蚊に食われ通していたので、彼の顔は大きく腫れ上がっていた。寺へ奉公に行くのだと聞かされたとき、日吉はふと涙をためたが、すぐ元気になって、お寺の方がいいやと言った。明るいうちにと、光明寺の重曹は日吉に支度させて連れて出た。ちくわみも さすがに少し寂しい顔して。猿、大人へ上がったら心を入れ替えてよう修行せねはいかんぞ。少しは読み書きもなろうて、早く一人前の坊さんになってみせい。と言った。よしはうんと一つ、うらずいたきりだった。けれど、カキの外へ出て、いつまでも立って見送っていた母の姿へは。 何度も何度も振り返った。寺は村外れから少し先の藪山という丘ほどな高い土地の上にあった。日蓮宗の生がら蘭で住職は老年で寝たきりだし若い重曹が2人して維持していたが戦乱続きで村は疲弊しているし檀家も離散するばかりなので。 形こそ違うが、ここも貧乏の外ではなかった。だが、少年日吉は、生活が変わっただけでも刺激になったと見え、生まれ変わったようによく働いた。起点はきくし、ハキハキしていた。重曹たちもかわいがって、こいつは仕込んでやろう。と、毎夜、手習いさせたり、小学や公共を教えたりした。 記憶力も至っていいおいヒヨシ昨日途中でお前のおっ母さんに会ったからひよしもよくやっていると言っておいたぞ重装の一人が言うとひよしもうれしそうにニコリと笑った母の悲しみはよくわからないが母の喜びはそのまま彼にも喜びだったけれどそういう神妙な状態も 一年とは続かなかなった。十一歳の秋ごろになると、日吉にはこの伽藍も狭くなってきた。二人の重曹が金剛へ宅発に出ていくと、日吉は隠しておいた墓箋や手製の采配を腰に刺し、よい、敵のやつども、毒体もせめてこいと、ふもとで待機している戦遊びの友達へ向かって呼び立てた。 地獄でもないのに突然、鐘楼の鐘がゴンゴン鳴った。寺の丘から石が飛んでくる、瓦が落ちてくる。麓の者は驚いて、なんじゃなんじゃ寺の丘を仰ぎ合った。畑に働いていた百姓の娘に飛んできた瓦が当たって大けがをしたりした。光明寺のちびそうめがまたオラどものわんぱくを集めて、 戦遊びをやりおるな。麓の家の人たちは34人して登っていったが本堂の前に立つと開いた口が塞がらなかった本堂は灰だらけだ外人も内人も軟脈な体である香炉は割れて落ちている旗にでも使ったのか禁断の帳は裂いて捨ててあるし太鼓の皮は破れている 消防やいよさこやい親たちはこうさがしたがちびそうのひよしもみえなければわんぱくたちもこつぜんとみなすがたをかくしてみあたらないこのてらの猿とあそぶともういえいれないぞ親たちがふもとへおりていくとすぐにまたわっと本堂が振動しんどうしやぶがうごき 石が飛び、鐘が鳴り出した。日が暮れると、ワーン、ワーンと、手を折ったり、コブをこさえたり、血だらけになって降りていく子が、大勢の中にはきっと、二、三人ずつできた。一日中、あつに歩いている二名の重曹は、毎度尻を持ち込まれるので、もうさじを投げていたが、 その日は本堂へ立つと、ああ顔見合わせて愕然とした。内人の前にある大航路が真っ二つに割れているのだ。この大航路は、寺にとって今のところ唯一の檀家である新川の茶碗屋捨て次郎がつい三、四年ほど前。これは、 伊勢松坂の猿尾だから特に焼いて下されたものわしとは甲斐ご縁があるので生きがたみともおぼしめし思い出の地の山水を絵付けして特に丹精を凝らして作られた香炉じゃが寺に納めておけば松代まで長く重宝として伝わるであろうからと急いで寄進してくれたものなのである。 平常は箱に収めて慎重していたが、つい7日ほど前、その茶碗屋のご両人様が、物産に見えるというので、その折出して用いたまま、ついしまいもせずにあったのである。それが、割れているのだ。重曹は顔色を失った。老子の耳に入れたら病がおもるだろうと、そこまで心配は走った。 猿じゃな。そうだ、ふかにこんな悪さをするわっぱはない。どうしてくれよ二人の重曹はすぐ、日吉を引きずってきて、香炉を突きつけた。日吉は、この本堂で暴れたのは自分だけではないし、自分がした覚えはなかったが、ごめんなさい、と謝った。謝られると、重曹は帰ってカッと怒った。日吉の天性の顔つきが、 平気でで言っているる。ように見えたからであるこのけどめえ二人がかりで、ひよしを後ろ手に縛り上げてしまった。本堂の丸柱へ、ひよしはくくりつけられた。幾日でも、こうしておいてやる。ネズミにでも食われてしまえ。と、重曹はのっした。だが、ひよしには毎度のことだった。つらいのは、 あくる日になって友達が来ても遊べないことだった何生をほどいてくれよほどかないとぶんだぐるぞ日吉は脅したが日吉さえ罰せられているのを見るとみな逃げていったたまたま山系に登ってくる年寄りや村の女たちも「あれ猿が」と指さして「よいみや」と笑い合ったり かからかって逃げた。いつとなく彼の小さい魂は「今に見ろ今に見ろ!」とつぶやくことを一人慰めにしていたまたその小さい肉体は伽藍の太柱を背に背負ってかえって体中にたぎり立つような強い血を呼び起こしたその2つのものを唇に結び 自分の浮き目へ向かって、何クうと、不敵な顔を作った。柱に寄りかかって、彼は眠ってしまった。そして、自分のよだれに目が覚めた。恐ろしく日が長い。よしは退屈してきた。そのうちに彼はふと、まだ目の前に突きつけたまま置いてある、二つに割れた陶器の大香炉に、 目を据え出した。航路の底にはゴロダイウ、ションスイ、これを作ると小さい文字で作者の名が記してあった瀬戸村は近いし、終わり付近は陶器の産地であるそんなものはもとより何も彼の興味を引きはしないがその大航路の腰に描いてあるあいえの山水がどこだろう 退屈な目に想像を欲しいままにさせたのである白磁に愛一色で描かれている山や石橋や老角や人物やそして日本では見たこともない船の型や人間の着物がひどく彼の頭を悩ましたどこの国だろう。日吉にはわからないそのわからないの少年の盛んな知欲は あくまで知ろうとし、想像を駆け巡らした。女国って、あるのかしら思い詰めているうちに、彼の頭にひらめいたものがある。それはいつ、誰に教えられたか聞いたか。彼自身も忘れていたものであったが、苦し紛れに飛び出した記憶であった。そうだ、空だ。らの栗の絵だ。 ひよしはただ一人で愉快だった染付の絵を見ていると魂はからの国へ飛んで遊んでいた夕た。また宅発から帰ってきた二人の僧はひよしが泣きしおれているかと思いのほか前へ行くとにやりと笑ったのでもういかんかんも無駄なことだこいつはすえ恐ろしい 親元へ返したがようござろうと、観測してしまった。寺入商人の加藤家は、この藪山の裾なので、晩になると僧の一人は、日吉に飯を与えて、山から連れて降りた。逮捕。加藤男女は、探偵の明かりを背にして、 一間に寝転んでいた。明け暮れ、戦の中に身を置く武人は、たまたま家に帰ってくつろぐ日も、身を包む家々のすべてがあまりに和やかに過ぎて、帰ってこの平和や居心地に慣れることが怖かった。おやつ、はい、と返事は遠く台所の方でする。つい一両年前に結婚したばかりのニーズまであった。 誰か、しおりを叩いておるが。また、リスではございませんかよう、訪れらしいぞ。本人、おやつは手を拭きながら、門口へ出て行ったが、すぐ引き返して、孔明氏のお坊様が、ひよしを連れてお見えなさいました。と、みずみずしい眉に、ふと、憂いを見せながら言った。男女は聞くと、はは。 さては猿におい玉が出たと見えると予期していたように笑ったこの加藤家と中村の木下家とは当然親戚の間であった妻の姉の息子というので寺入りの時証人に立っていいので訳を聞くと男女は僧侶に不向きとあらば是非もないことを当家から中村の親元へ返すとしましょう お世話がいもなく、ご迷惑ばかりをかけて、と、夫婦して詫びを述べ、日吉の身はその晩に引き取った。でも、親子へは、そちら様から、どうぞ足からず。孔明寺の僧は、肩の荷を下ろしたように帰っていった。日吉は、突然と置き残されたが、もの珍しげに、室内を見回し、どれの家だろう、と考えていた。 寺入りの時はじかに寺へ連れて行かれたのでここへは立ち寄らなかった。また近くに親類があると知ると親房がしがたくなるであろうとおえつがとついできていることも彼の耳へは聞かせてなかった。小僧、晩の飯は食べたか。やがて男女が前へ来て座りながらニヤニヤ言う。食べた。かぶりを振ると、菓子を食え。 甘いものをたんとくひよしはボリボリそれを食べながら投げしの槍を仰いだり具足びつの門を眺めたりそれから目の前に座っている加藤男女の顔を穴の開くほどじろじろ見つめたりしたこの息子少し足らないのかな男女は疑ったなぜならばあまりに自分を見るので試みに 彼も目を凝らして、ねめ返したところが、日吉の目は横にそらしもしなければ、うつむきもしないのである。と言って、全くの白痴ほど、無反射でもないが、ただ、にやにやと、愛嬌をたたえているからであった。はははは。彼の方が先に目をそらしてしまいながら。いつの間にか、大きくなったな。よし。 わしの顔を覚えているかそう言われて、ひよしはかすかに思い出した顔つきだった。これは七歳の頃、河原で頭をなでてくれたおじさんなのだ。無人の七いとはいえ、夫の男女は、ほとんど清須の城内か、戦場で寝とばりしていた。結婚してからまだひも浅いが、妻と二人で、 家庭を楽しむような一日すら滅多にない。その夫は、たまたま昨日から家に帰って休養していた。そして明日はもう清洲の城へ詰め、また幾月かはこの家で共に暮らす日もない、と思っていた折も檻なのである。まあ、困った子が、と、おやつは倒幕の眉をひそめた。 胸は離れているが、この小屋敷には、夫の老母もいるし、家族もいる。こんなわっぱが、晴れの子にいるのか、と思われるのも、嫁の身には、形見の縮む気がするのだった。だが、その日吉は、夫の今で、戦国から、尊強な声を出し続けていた。おー、じゃあ、微斯いつか変わらて、大勢のお侍と一緒に、 馬に乗ってたろあの、お侍の中にいたんだろうん。思い出したか。覚えてない急に甘たれ声で。そんなのはオラの家と親類だものおオラのお母さんの妹と、おじさんと、犬漬づけだったんだろうと、なれなれしくなる。下費を相手に茶の間へ食前を出していた彼女は、日吉の言葉遣いや、野良で出すような大声に、 ヒヤヒヤしていたが「もしお食事の支度ができましたが」とふすまを開けて夫を呼んだ見ると夫の男女は日吉を相手に腕相撲を取っているのだ日吉は顔を真っ赤にして蜂のように尻を立てているし男女も子供みたいにそれに応じていたあなたメシか汁が冷えますから 待て。いや、お前先に一人で食べてしまえ。この子ぞ、すぐ本気になるから面白い。はははは。どうもおかしなやつだぞ。と、夢中である。ひよしの天真乱漫に、男女は引き込まれている姿だった。慣れやすいひよしは、もうこのおじさんを手玉に取って遊ばせていた。指人形だの、物まねだの、 子供仲間でする遊戯を次々にやって男女に腹を抱えて笑わせた翌日清須城へ立つ時男女は塞いでいる妻へ言い残した親どもが承知なら屋敷へ置いて養ってくれてはどうだ物のの役には立つまいが本物の猿を飼うよりはましだろう だが、おやつは喜ばなかった。しおりどまで、夫を送り出しながら。いえ、やはり中村の姉、返しましょう。もし、お母様などへ、粗相があるといけませんから。そりゃ、どっちでも。そなたのいいようにするがよいが。一歩、家庭を出れば、もう生きて帰るか帰らぬか、心は主君と戦にのみあって、つまには、 あまりにもすげなくさえ見える夫だった。あんなにも男は巧妙ばかりが大事なものかしら。おやつは後ろ姿を見送って、また幾月かの寂しさを思った。用事が済むと彼女は早速姉の子の日吉を連れて中村へ出かけて行った。その途中、 おお、これは、と、向こうから来て、おえつに丁寧な挨拶をした人がある。あきんどだろ。う。しかし、あきんどにしては、大家の主人に違いない。きらびやかな短羽織を着、脇差しを一腰刺し、小桜川の旅を履いて、四重絡みのにこやかな人だ。加藤様の、 ご両人ではございませんかどちらへお越しなされますが。婚意と見えて、おやつは。中村の姉の家まで参ります。この子を連れて。と、日吉を抱え寄せた。ほう。その盆地でござるかのう。光明寺から追われたお小僧というのは。もう、お耳に入りましたかいや、今も実はそのことでのう。 ちょっと寺まで行ってまいったので。勇士はなんだか間が悪くなって、目をきょとけとしずにいられなかった。ぼんちと呼ばれたのは、生まれてから初めてである。顔が熱くなるほど恥ずかしかった。おや、この子のことで、お寺へお出かけくださいましたのですかそうですよ。光明寺から宅へ謝りに来ましてな。 何かと訳を聞けば、わしが寄進し,した大功労を割ってしもうたとか。本に、このいたずら坊が困ったことをいたしました。なんのさ、ご両人までがそう言わせられな。焼き物は割れるのは当たり前じゃ。でも、まれ<ん>なご名器というお話。ただ、惜しいのは、わしがお供いたして、長らく民国に渡っておいでなされた、松坂の 伊ゴ五ダ太夫のお作なのじゃ。ションズイとおっしゃるのはその方でございますかところがもうご病気でお当てなされた。近頃染付物の陶器に松髄ゴルダユー作るとよく名に書いてはあるが、それはその後の人々で、本当に民国へ渡ってあの陶器の作法を伝えてこられたお方は。 今ではもうこの世にいません。世間の噂ゆえ、どうか存じませぬが、お宅様に引き取ってお育てになっているお福様という盆地は、そのションズイ様が民国から連れ帰ってきたお子じゃとやら。はい、どうして知れたか、わっぱたちと遊ぶと、当人子、当人子とからかわれるとかで、この頃はちっとも外に出ませぬわい。 茶碗やスタジローはそう言って、にやにや、よしの顔を眺めた。友達のお服の名を聞いたので、日吉は余計その人を、んだろうと考えた。ところが、この日吉殿だけはいつもお服をかぼうてくださるそうな。その日吉殿が寺を追放されたと聞き、お服までがわしへ詫びを言いますので、実は今、孔明寺へ行って、どうぞ。 許してあげてくれと頼んだところ先でもうすには口論の罪ばかりではない近々のこともあるいやこれこれの事情もあると受け付けそうもござらんので引き下がってきたところですわいハハハと捨て次郎は胸をそらして笑いそしてまたこう付け加えていった親子の考えもおざろうがもしまた 方向に出す場合、宅みたいなところでも良いおぼし飯なら、いつでも世話して死んぜまする。どうしてなかなかこのお子は見どころがありますよ。また、はじめのような丁寧な挨拶を交わして、その人は別れ去ったが、ひよしはおえつのたもとに捕まりながら、幾度も振り返った。おさん、今のは誰茶碗や捨て次郎といって。 諸国の焼き物をさばいているトンさんです。ほん、それで、茶碗やって言うのか一度、黙って、おいつとともに、てくてく歩み続けていたが、また、民国って、どこさ、民国って、と、今の聞きかじりを思い出して、出し抜けに尋ねた。からのことでしょおいつは簡単に言ったが、ひよしが立て続けに、どっちの方を だの、どれくらいな広さだの、民国にも城があって、侍がいて、戦をするかだのと聞き出すので、まあ、うるさい。少しは黙って歩くもんですよ。と、おやつはたもとを振った。だが、このおばさんの小言ぐらいでは、強風とも響かない。ひよしはぐんと首を仰向けて、しきりに青空を眺めていた。彼は 不思議で不思議でたまらなかった。どうして空はあんなに青くて深いのか。なぜ人間は地面ばかりにいるのか。もし人間が鳥みたいにかけられたら、ールの絵で見た民国へも一足飛びに行かれるだろうに。だから、ールの絵で見ても鳥の格好は終わりの国の鳥とちっとも変わっていない。人間の着物も、 船の肩も変わっているけれど鳥は同じだ鳥には国がないいや天地がみんな一つ国だみたいのほぼの国を彼にはこれから連れて返される我が家の狭さや貧乏などは頭の隅っこにもなかったやがて目で見て初めて穴蔵みたいに 昼間でも暗い、我が家の奥を、おえつと共に覗き込んだ。用達にでも出ているのか、ちくわみは留守だった。おえつの話を聞いて、母は、困った子よの、と、つくづくため息をついて、ひよしののんき顔を眺めたが、その目は、彼を責めているのではなく、二年近くも見なかった間に、めっきり大きくなったこの姿に、 気を取られている様子でしかなかった。清はまた母のちぶさに吸いついている血のみごに、いぶかるような目を据えていた。いつの間にか自分の家にまた一人子が増えていたのだ。彼はいきなりその子の顔を持って乳首からもぎ離して覗き込んだ。お母、いつ生まれたのこの子。お前は兄さんになったんだよ。 しっかりしなければいけませんよ。なんてなこちく変ななだな。とんきょうな声で言ったが、しかし彼は通せずに何か感じたらしかった。弟というものに押し出された兄の意識だった。したから、オラがおぶってやろうね。いい、こちくや、こちくや。あまり彼がいじくったので、こちくは泣き出した。 おえつが帰っていくと、家違いに、父のちくわみが戻ってきた。母がさっき、妹のおえつに、愚痴をこぼしていたのによると、ちくわみはこのごろ、貧乏の立て直しにくたびれて、酒ばかり飲んでいるとのことだったが、今も赤い顔して、家に入ってきた。そして、ひよしを見いだすと、すぐ怒鳴った。やろう、また恩だされてきたか。 家に帰ってから1年の余りはいつか経った。日吉は12になった。サル、紛れ終わったかやろ、なんでまだ水手桶を畑へほったらかしておっかちくみは彼の姿がちょっとでも見えないと、探し回って怒鳴りつけた。今、寄りかけてるところだよ。口答えでもしようものなら。えい、また詰め込め。 と、土荒れした頑固な手のひらが、すぐ日吉の横顔へ、びしりとなった。こうぶって、綿を積んだり、麦を踏んだり、かしぎをしたりしている母は、そんなときは、強いて背中を向けて黙っていた。しかし、自分が撃たれるより、悲しい、つらい顔であった。もう十二にもなれば、どこのわっぱでも、家業の手助けは当たり前だ。 親の目ばかり盗んで遊びたがってばかりいると腰骨をぶし折ってくれるぞ。そんな調子にちくわみは絶えず口汚くひよしをこき使ったが、母の甘い欲目ばかりでなく実際寺から帰ってきた後のひよしは生まれ変わったようによく働いた。他人のご飯を食べるとこうも急に変わるものか。と母は痛々しく眺めたが、 なまなかかわいだてすると、かえって、ちくわみの荒い手や言葉が、日吉へ過酷に当たるので、見て見ぬふりをしているのだった。そのくせ、以前と違って、ちくわみは、畑にはめったに出ず、家にもいない日が多かった。町へ行くらしいのである。そして、酔って帰っては、こう怒鳴り、妻に当たって。いいから働いたって。 この家の貧乏は治りっこねえわ。食い潰しは多いし、年貢は増すし、ガキさえなければ、俺も野部市の眺めにでも入って、うまい酒も飲めるが、こう足手まといが多くっちゃ。と、口汚なく言い散らした末、なけなしの金を妻に散乱させて、夜夜中でも、おつみや日吉に酒を買いにやらせるのだった。その、父のいないとき、 おかおらまた、ほこに行きたい。と、ひよしが母に漏らすと、おなかはそういうひよしを抱きしめて。いておくれ。今おまえが、家にいなかったら。と、後の言葉は、言えない涙になって、ほろりとひとしずく、横を向いて、目をぬぐうだけだった。母の目のひとしずく、 それを見ると、ひよしはもう何も言えなくなってしまい、家を飛び出そうかという考えも、不平も辛さも、胸から捨ててしまった。だが、そんないじらしい気持ちが起こるかと思うと、少年の天性のうちには、遊びたい、食いたい、知識を得たい、遠くへ走りたい。様々な欲望の目が雑草の伸びるように盛んになるのであった。 そこへ父のちくわみが母へ言う無理だの自分の頭に受ける拳だのの衝動もあってくそくれ、と不敵な魂が彼の小さい体を燃やしそれが度重なってお父さんおら方奉公にやってくれ俺おらがこんな家にいるより奉公に行きてやと怖いちくわみへ直にぶつかって言い切るほどな感情を、 り立たせた何ここに出たいよしどこへでも行って他人の飯をまた食ってこいその代わり今度追い出されても家にはいれぬぞとちくわみもむきになっていった子供と思いながら性格の食い合わないせいか彼は十二の日吉と五分になっていつも怒りを激発させるのだった 村のベニマラへ方向に行った。ベニマラ絞りの職人たちから。口ばかり達者で、小隈生きで、日なたでへその赤ばかり取ってやがる。と、排斥されて、間もなく世話したものから。どうも、役に立たないので。と、ひよしは家に返されてきた。ちくわみはねめつけて。どうだ、猿。我のようなごくつぼしは。 世間様でも勝ってはくれまい。親のありがたさが分かったか。と言った。日吉は顔をふくらせて、オラが悪いんじゃねえや。と言いたそうな顔して、父のにらむ目を見返した。そして帰って、お父さんこそ百姓もしないで、うまいちで博打したり、お酒飲んだりしないがいいよ。よその人がみんな、おっかあがかわいそうだって言っているぜ。と意見した。 何を言う親に向かって。ちくわみは一括でひよしの口を黙らせたが、心の内では、どんどんそれからしてきやがったわい。とひよしを見直した。他人の中へ出て家へ戻ってくるたびに、この姿は目立って大きくなっている。そして以前と違って、親を見る目も家庭を見る目も、急に育ってきたように思われる。 ちくわみは、その大人みたいな目で、自分を観察されるのが、うるさいし、怖いし、嫌でならなかった。早く方向口を探して出て行け。翌日、能日吉は、次の雇い主のところへ行っていた。やはり、村のおけ屋だった。おけ屋のおかみさんから、こんな末恐ろしい子は、わしがとこへなど置けん、と言うて、 一月ばかりで返された。日吉の母は何が末恐ろしいのか世間の人の言う意味がわからなかった。酒井屋の手伝いにも行った。うま市の弁当売りにも行った。家事会も行った。どこも三月か半年だった。稲荷はだんだん大きくなる。中村のうちではもう。うん、ちくわみどんの家のせがれか。 あの、こげざるときては、口号者ばかりで、使い物になりゃす、ん、と、定評がついて、もう世話してくれる人もない。その世間へ、母のお腹は、間が悪くて、形見が狭くて、うん、日吉の噂を人が言えば、すぐ自分から先に。あの子はもう、何にしたらよいやら、百姓は嫌うし、家には落ち着かないし。 極道ものの卵みたいに自分から先に卑下して人に謝ってばかりいた。15の春である。やつれた母はしみじみと日吉を膝に寄せて。今度こそは辛抱し合い。また出るようなことになるとお世話してくれた加藤殿へも妹が顔向けならぬし世間でもまたかと笑いますぞ。 いや、今度、落土でもして、先様から出されたら、誰よりもこの母が聞きませんぞ。言い聞かせて、次の日、新川の大屋へ、やぶやばの叔ばに連れられて、目見えに行った。社門屋、捨次郎の家だった。そこには、幼友達のお服がいた。お服はもう、十七八の色々の青年で、 養父の捨て次郎の家業を助け、茶碗屋の若旦那として、実直に手伝っている。商家でも、主従のけじめは厳しかった。若主人のお服の前へ、彼が初めて目見えに出たときは、ひよしは板の間にかしこまり、お服は座敷の中で、父の捨て次郎だの、美しいご両人などと、茶受けの菓子などを食べながら、 話に興じているところだった。おや、八右衛門等の小猿だね、お前。ああ、お父さんは死んで、村のちくわみが次のお父さんになったんだってね。今度、うちへ奉公に来たのかいよく働かなくちゃいけないよ。お服の言葉や物腰は、もう見違えるほど大人びていた。ひい。 ひよしはすぐ、下僕たちのいる部屋へ下がった。茶の間で、主人の家族たちが、その後で笑っている声がした。友達のお服が、ちっとも、友達らしい顔もしてくれないのが、ひよしには寂しかった。日が経つと、お服は、おい、小ざる使い慣れて、余計に言葉なども、ずけずけ言った。明日は、 早く起きて、清須まで行っといで。お役所へ、御用の品を持って行くんだから、いつもの手押し車へ、にを積んでね。それから帰りは、船問屋へ回って、以前から焼き物の荷が届いているかどうか、聞き合わせておいで。また、道草して、こないだみたいに夜遅く帰ってくると、家へ入れないぞ。日吉は、それに対して、はい、とか、へい。 とかしか言えないのだった。古くから来ている奉公人ほど、かしこまりましてござります、と額を板の間にすりつけて言うほどなのである。名古屋や清洲の城下へは、のべつ使いに行った。その度に彼は、お城の白壁と高い石垣を仰いで、どうしたら、中に住めるんだろう、と、幕として考えた。 虫けらのように小さな惨めな自分が幼稚な心の中にも口惜しく思われるのだった。そして焼き物の荷を積んだ重い手車を押しながら町を行くと。あれ、猿が行く。猿が車を押して行く。などと、かずきした霊人だの、都めかした町娘だの、若い綺麗なご両人たちがささやいたり指さしたり。 じろじろ眺めていったりした。綺麗な女と醜い女との見分けはもうひよしにもついていた。少年の心に最もつらく思えたのは、そうした美しい女性の群れから、キーな目で眺められることだった。その頃、ろ、清須の城にはまだ、室町大名の芝吉宗が城主として住み、織田彦五郎信友がその家老だった。 城の堀と五条川を中心にして、ここには古い足利文化の匂いと、戦乱の中にも持ち続けてきた繁盛が、国軍第一の徳という名に恥じなかった。酒は茶屋に、良い茶は茶屋に、女郎は清須の菅口に。その菅口には、 ギロや茶屋が軒を並べていて、昼間はカブロたちがマリをつきながら往来で歌っていた。少年ひよしは身を積んだ手車を押してマリ、ま、歌の中をうつつに通った。ぼんやりと。どうしたららくなれるまだその解決もつかめていないのに、ただ一年に。今に見ろ、今に。 バクとした希望に様々な妄想を描きながら行くのだった。うまそうな食い物、豊かそうな家、絢爛な武具、バグ、衣装、宝玉などを売っている店。彼には縁のないあらゆる物資がこの町には軒並みに積んである。中村の家にいる姉の罪の青い痩せた顔を思い浮かべると、 饅獣屋の聖牢から立つ湯気を見ても、姉、ね、やにも買ってやりたいなあと思い、老舗の薬屋の前を通っては、おっかに、あんな薬をいつもやれたら、もっと丈夫になるだろうに、と、そこの薬草袋に見とれたりした。ただ、ちくわみのことだけは、別にどうとも考え出されなかった。おらが偉くなれば、と、 思うそこには世間の誰と見比べてもあまりに惨めな母とお罪と幸福にしてやりたいという気持ちも多分にあった。で彼は城下へ来ると普段の望みや空想が一倍大きく強く燃えて「今に今に」と心でつぶやき「どうしたらどうしたら」 それのみをもって、いつも歩き続けるのだった。バカ者と、日吉は不意に人混みの中で怒鳴られた。ハンガなの辻を曲がりかけた途端である。乗り換え馬を引かせ、槍を持った友のものを、十人以上も引き連れた馬上の侍に、手車をぶつけてしまったのである。わらずとに巻いてある蜂田の皿だのは、 崩れ落ちて粉々に砕けたし、ひよしの体も手車と一緒によろめいた。べしいか、うつけもの目が。馬も獣医者も砕けた瀬戸物の上をそう罵りながらバリバリ踏んでいってしまう。往来の者も誰一人寄ってきてはくれなかった。割れた欠片を拾い集め、また手車を押して歩きながら、 彼は人中の間の悪さと、憤りに血を熱くして。どうしたらあいつらを、オラの前に土下座させてやれるだろうかと、幼稚な空想の中で、しかし真剣に思い詰めた。だが、少し経つと、主人の家に帰ってからの小言だの、お服の冷たい顔などが目に見えだしい、大砲のかけるがごとき、 大きな空想もかき消えて、消し粒みたいな小さい心配にもとらわれてしまうのだった。ぐんととっぷり日が暮れていた。彼は手車を小屋の中へ押し込み、井戸端で足を洗っていた。この金剛で焼き物屋敷と呼ばれているだけあって。 茶碗屋の構えは大きな怒号の家ほどあった。母屋は広く、胸はいくつにも分かれ、蔵も並んでいた。小ざる、猿。ざる。お服が近づいてきた。日吉は石井戸の陰から身を起こして、おい、と返事した。お服は何が気に障ったのか、持っていた細だけで日吉の肩を打ち据えた。 日吉は吹きかけていた足をよろめかせて、また泥に汚してしまった。主人に向かって、おいという返事があるか。いくら言っても言葉の治らないやつだ。わしの家は百姓じゃないぞ。雇い人の長屋を見回るときだの、蔵で働いている者へ指図に来るときは、この若主人はいつも、細けを持って歩いている。 ひよしがそれで撃たれたことは今日ばかりではない。なぜ黙ってるのか。これ、はいといえ。言わないな、こいつ。ひよしはまた一つ撃たれるよりもと喉をなだめて、ほ、はい、と言い直した。清ヨからいつ帰ったんだい今は帰りました。嘘をいえ、台所の者のに聞いたら、 もうご飯を食べたと言うじゃないか。目が回って、倒れそうになったんでいい。どうして腹が減っちまって、やっと歩いてきたもんだから。なんだ、腹が減ったぐらい。帰ってきたら、すぐ主人に帰りましたと、なぜ挨拶に来ないおを笑ってから、言い訳するな。その上、今、勝手元のものに聞いたら、清須のお屋敷先へ届ける陶器を。 途中でたたくさん書いたといとうじゃないか、うん正直に詫びようともせずわしへなんと嘘を言ったらいいだろうと勝手の種へゲラゲラ笑いながら聞いていたろう今夜は堪忍しないぞやいおふくは日吉のミータブを引っ張って歩き出しながらさあ来いごめんなさい癖になる うんと救命してやるから来い。おとっさんのところへ来い。かにン、カニおふくは手を離さない。糸端にいた二三人の雇いにも、ひよしの謝る声が、猿の鳴き声そっくりだと言って見送っている。父の捨て次郎へ、告げ口する気であろう。広い家の横を回っていった。蔵の前から庭口へと行く道は、 妄想だけが茂っていて、裏からも、おもやからも見通せなかった。そこまで来ると、日吉はふいに踏みとまって、やいと、おふくの手を払い、また、やいと、何度も言って、話があるから聞けと、おふくの驚いた顔を大きな目をしてにらみつけた。こら、何をするんだ何が何だ 主人に向かって、お前は。と、おふくは、青ざめて、おののきながら。わ、わしは、主人だぞ。だからいつも、素直にしてるが、今日は言ってやるぞ、やい。やいよ、おふく。てめえは、以前のことを忘れたかオらとお前とは、友達だったろう。うそんなことは、前のことだ。 前のことは何でも忘れていいものか当人子、当人子って、みんなからてめえがいじめられていた頃に、誰がいつもかばってやったか、覚えてるだろう。覚えてるぞ。覚えてたら、その時の本も少しは考えろ。小さい日吉は、ずっと自分より大きなお服を、こうねめ据えて、どっちが年上だかわからないように威張った。 他の雇い人でもみんな言ってるぞ。大旦那はいいけれど、若旦那の奥は生意気で人情なしで思いやりがないって。てめえみたいなご苦労なしの盆地こそ、貧乏して困ってみて他人の家の飯をちっと食べてみるといいんだ。この先も方向にいじめをしたり、あんなにおらにつらく当たるとどうしてくれるか知れないぞ。 俺の知っているおじさんは、イクリアののぼしで、千人もって下を持ってるんだから。そのおじさんに来てもらって、こんな家、一晩で踏みつぶしてしまうから、そう思ってろ。と、ひよしは口から出放題に言って、脅したに過ぎないのであったが、せいらい気の小さいおふくは、ひよしの眼光と口ぶりに気を飲まれて、震え上がってしまった。 母屋の方で。お奥様わあが旦那わが旦那と、さっきから、微斯使いの男や女が探していた。けれど、福は、それに応える勇気も失せて、ひよしの目に縛り付けられていた。やんでな。ひよしは、教えるように呟いて。もう言ってもよし。だけど、今言ったこと、を忘れるな。 言い捨てて、彼は先に、元の裏口の方へ戻ってしまった。だが、ひよしは、後では胸がドキドキしていた。今に、奥から、呼びに来はしまいかと恐れて。しかし、何事もなかった。いつかそんなことも忘れているうち、年が暮れた。彼は十六の年を迎えた。百姓は百姓並みに、 町人は町人並みに、十六となれば元服の真似を通をし、若い者の仲間入りをするのであったが、彼にはそんな祝い事はおろか、扇水一本くれるものもなかった。ただ、正月なので、広い台所の板敷きの隅っこで、他の下男たちと共に、水っぱなをすすりながら、泡の雑煮餅を珍しく食べただけだった。 それでも彼は心の内で、おっかや、お罪は、このお正月、餅を食べているかしら、とふと思いやった。アバを作る百姓でいながら、餅もなく送った正月を何度も覚えているからである。彼がそんなことを思い出しているうち、他のゲノンたちは、今夜はまた、旦那様の客呼びで、俺たちまで、 お末にかしこまって、長談義を聞かねばならぬ番だぞ。いやだのう、せっかくのお正月を。腹痛でもおごして寝ているとするか。などと何かこぼし合っていた。年に二度か三度。初心とかエリスコーとか、なんぞの折というと、茶碗屋捨て次郎はよく客を呼んだ。瀬戸の職人たちだの。 名古屋や清洲の得意先の家族だの、武家だの、親類先の、また知り合いの者だのと、随分な客が夕方からぞろぞろ集まった。ようこそようおかしい捨次郎はその日、とりわけ機嫌よく、そして腰低く、地震で接待したり、日頃の疎遠など、わびあうのである。彼の美しい才女はまた茶席を設けて、 珍しい器や心入れの花など差し、ごしゃもならば。と、好む者へは茶を立てて聖華なもてなしもした。東山殿が茶事の好きを唱えられてから、その夜風がいつか民間にも移っていた。その影響がまた、民家の畳とか、障子とか、床の間とか、箸、茶番の好みにまで、 自然と変化を促してきて、知らず知らず、茶は生活の中へ入っていた。分けて瀬戸村一帯で焼かれる特色のある焼き物は、その単価な味が茶の容器に多く需要され出してきたので、職人たちでも茶を飲むことを知っていた。また、狭い小部屋の中で一輪の花と一服の茶だけで、その間、戦乱の世の中も、 苦悩も人生もふとを忘れて、俗世の中にも気を養うという術を理屈なく覚えていた。これは、オナギのか。四重絡みの骨太な武士であった。次々と集まる客の中に入じ混じって来ていた一人なのである。茶席へ入ってくると、茶碗屋の妻へ、陰銀に挨拶をして。 手前は、ご親類の米屋の七郎兵衛殿の知り合いでござる。七郎兵衛殿のご案内で参る約束でござったが、あいにくと、その七郎兵衛殿が、岡瀬家とやらのため、かってながら、一人で、お招きへ寄せてもらいに参った。とので、三國屋の渡辺天蔵で、と、自義丁寧に、後から名を言いさえた。物腰も柔らかい。 強度臭い武骨さもあるが茶を一服と望むので西女はせとの茶碗に茶を立てて出した作法はわきまえませぬということはわきまえたもので天蔵は気楽に飲みながらそこらを見回しさすがは評判なお物持ち結構なお道具ぞろいだ失礼なれどそのお水差しに用いておられるのは世に言う 赤江とやらではござらぬか褒めに止まりましたか、そのようなものだそうでございまする。うん。と、感じった目をそれに据えて。赤江とあれば、堺の商人の手にでもかかれば、千金もいたすであろうに。いや、値などはともかく、近頃、目の保養をいたした。などとなかなか腰を上げないでいたが、そのうちに。 奥の支度ができましたからという迎えにどうぞあちらへと西女は案内して共に広間の方へ出てきたぐるりと何十人前の禅が広間の襖や壁に沿って輪になって並んでいた亭主役の茶碗んや捨て次郎はその真ん中に座って挨拶を述べ西女や目わらべの尺で酒が済むと ステジロウはいつものように。では、手前も、おっそをいただいて、と自分の席に着く。そしてそれから、彼が少年時代に見聞してきた民国話の長談気が始まるのだった。ほとんどその頃の日本では、何人と知らない民国の知識を話したいために、彼は客呼びをして、 こんな地層もするのだった。家内中を挙げて接待したり地層をしたり暇を潰してまで茶碗屋の主人捨次郎がこうした客呼びを年に幾度がする気持ちの中には自分の持っている民国の知識とか許容した体験とかを世間へ誇ろうとすることよりも実はもっと通説に別な意味があったのである。 それは我が子として、いや、海の子以上にも、可愛がって育ってきたお服への大きな愛の一つなのであった。なぜかというに、お服がもともと彼の実しでないことは誰でも知っているが、同時にまた純粋な日本の生まれでもない素性を、いつか世間では珍しげな噂にしている。で、幼少から、 遊びに出ても、遊び仲間の子供らから、当人か、当人か、と、からかわれたり、流されて帰ってきたり、内気なお服は、余計内気になる傾きが見えた。ス捨次郎はそのたび、胸を痛めて、亡きゴロダユーの衣食にすまない気がするのだった。お服の生みの母は、民国の産で、利金という、 城も低い一中国夫人であった長年日本から慶徳鎮へ東京の留学に渡っていた伊勢松坂の人で春髄ゴルダユーとの間になした子がお福なのである楊慶福それが福の幼名なのだゴルダユーがいよいよ日本へ帰るとなった時下僕の捨次郎は その要慶福をおぶって長江や玄海の千里の船地を日本まで連れてきたのであったところが春髄五郎太夫は日本へ帰ると間もなく病にかかって亡くなってしまった他年民国で研究してきたものを土台に祖国の焼き物工芸に一生面を開こうとした理想も中途で終わってしまったし 利金との間になしたこの育つのも見ずに行ってしまったのである。お服はそちに頼む。と、その主人から捨て次郎は今和の際に託されたのだ。日本へ来てからは、もちろん要景服ではおかしいので、福太郎と名を改めてはいたが、松坂あ辺りの人々の間では、彼れは唐人子や。 れれもないいこととされていた。松髄の亡き後捨次郎はその松坂を去って京里の尾張へ引き移りこの土地の瀬戸村で産出する焼き物をはじめ諸国の釜の製品も扱って名古屋清洲、京大阪あたりまで手広く商いをしていたのであったがお服の生い立ちとその母が日本の女でないということは 諸国へ往来の激しい土地柄だけに、ここでもいつか人の耳へ伝えられていた。世間の衆が民国の事情をよく知らないからだ。また生半可、隠し立てするから、気な目で見たがるのだ。捨次郎はこう考えた末、世間へ民国とはこういう国だということを教えてやろう。 そしたら帰って、お服も自覚を持って、自分の受けたちにおどおどせず、打ち気が治るかもしれない。彼の客呼びと、彼の得意にする民国話は、そういう心理からも起こっていたわけであった。さて、それはとにかく、 当夜の来客たちも除才なく酒が進むにつれて、ご主人、一つまた民国の話でも、と客の方から促した。天竺とか、からとか言うと、夢の国のように思っていた民衆も、近頃は鉄砲が捕来されたり、自名証というものを知ったり、島やラサなどの織物を見たりしてきて、この天地のうちには、日本の他に、 そういう大きな国々も本当にあるのだということを漠然とではあるが一般に知られかけてきた時代である捨次郎は一座の客に向かってポルトガルとかスペインとかオランダとかそういう肛門人の国々と民国と同じように考えてはいけませんよなぜならば民国と日本とは東洋と言うて国こそ違うが 皮膚の色から髪の毛、文字や宗教や道徳や、また、血までが全く似ている国柄なのでしてな。と、まず話した。それから、真の時代や漢や唐の頃にも、彼の地から日本へ多くの者が移住してきて日本に帰化していること。その帰化人たちは日本人の妻を持ち、子を産み、そして日本の文化にもいろいろな 功績を残してきてきいることまた日本からもその昔は剣刀紙を乗せた船がしきりに海を往来して知識や物産を交易しほとんど二つの国の間柄は歯と唇のような関係であったということ例えば日本で立場よく食べる豆腐みたいなものにしてもかのちの土産物だし食い物ばかりでなく 風物も人情も道徳もまた美術でも文学でもすべてが不思議なほどよく似通っている国柄なのでただ全く違っている点といえば日本は上に一系の皇室をいただいて年々と変わることがないのに引き換えてかの国ではあまりな大国のせいもあろうが何千年来王派の争いが絶えず 起こる者が自ら帝王をたたえて、民心の起立するところがないために、その歴史は難脈で複雑で、従って国情というものが大きに異なっている。一口に言えば波動の国。乱れても戦いあっても、日本において朝廷というご中心は、確固として、幾先代までもご中心である。民の心の中にも、 常に中心となっているそういう安らかさは民国にはない。思えばありがたい国私たちは生まれたもので捨次郎はそんなふうに日本と民国と比較して話したりした。そしてそれとなくお服に向かっては幾つな気を持つなと教え世間に向かっては民国と日本との密接な関係を諭した。 だからお服も近頃は切りどころではなくなった。奉公人も世間の者も決して彼をからかわなくなった。いや、ごちそうになりました。今夜もいろいろと耳新しいお話を伺ったりして。おう、十分に頂戴いたしました。夜も吹けましたれば、この辺で。どつどつおいとまおう。そうじゃ、お開きといたそうかの。 無事、その晩の招き事も終わって、客は次々に帰っていった。奉公人たちはその後がまたひとしきり忙しい。やれ、やっとしまったが、お客には珍しいかもしれぬが、民国の話もわしらには年中なのでな。などとあくびまじりに大勢で後片付けにかかり出すのだった。もちろん日吉も。 追い回しに使われて、その中でぐるぐる働いていた。広いクリアの明かりも、広間や主人たちの部屋の明かりも、やがて皆消されて、茶碗屋の家を囲む土塀の門にも、頑丈な缶抜きが横にかけられた。武士の屋敷は言うまでもない、町人の住まいでも、少し財産家と見られるほどの家なら、必ず土塀を巡らすとか、 堀で周りを囲むとかそして門のうちにも二十三十に盗賊に備える用害をしていたそういう夜の不安は応仁の乱あたりから後は都会でも地方でももう当たり前のことになって誰も怪しもうとはしない日が暮れたら寝るそれが習性になっていた寝るのがただ楽しみのような雇い人たちは おのおのの寝小屋へ潜り込むと、牛のように正体もなかった。下男部屋の片隅に木の枕を買って、薄い藁布団を引きかぶっている日吉のほかは。おや日吉は眠られぬままに、ふとを首をもたげた。彼も、今夜の客呼びのおしもの方で、主人の捨て次郎の大民国の話を、 熱心に聞いていたは、さなくても空想の多い彼のことなので、大きな感動を受けた後はいつも、軽い熱病のようになかなか眠りの中に落ち着けないのであった。何だろう身を起こすと、日吉は布団の上に座ってしまった。確かに今、裏の方で木でも折れるような響きがした。 その前も、ピタピタと、人間の足音のような気配がしたと思って、耳を立てているうちにである。台所から日吉は、こっそり古外を覗いてみた。大亀の水も凍り、板見さしから剣のようなつららが垂れている寒空の冴えた夜半だった。ふと、裏の大きな木の上を仰ぐと、それへよじ登っている人間がある。 今の大きな響きはその人間が足をかけた小の一つが避けたものと見える日吉は体中を目にして木の上の人間の奇怪な行動を見つめていたその男は蛍ほどな小さい火をくるくる宙に振っていたそれは火縄に違いあるまい赤い薄めきから かすかな光の粉が風に吹きこぼれ、何かの合図でも外へしているらしく思われた。お降りてくるひよしは飛び出して、いたちのように物陰へ隠れた。木から滑り降りた男は、途端に大股な足を移して、表の方へ回っていく。それをやり過ごして、ひよしは後からつけていった。いや いに見えたお客様の一人だぞ彼はありえないことのようにつぶやいたがやはり覚えのある人間だったそれはこの金剛の御厨屋の渡辺何しであると名乗ってご両人の茶席へも通り主人の捨て次郎の話も始終、熱心に聞いて帰った剛士の客に違いない 客は一人残らず帰ったはずなのに、今頃まで、どうして、どこに残っていたものだろう。しかも今見れば、身ごしらえも酔いとは違って、わらじを吐き、袴の裾を巻きく,くり、大立ちを横ざまに帯びて、角高のような険しい目を、あたりへ払っている様子。見るからに、殺伐な血の匂いを、すぐ思わせるいでたちなのだ。 待て、待て。今、んのきを外すから、静かにしろ。言いながら、その機械な人間は、門の内側へ寄って、そこを開けにかかったが、その間も、外にひしめいている大勢のやきや手が、門をガタガタ揺るがしていた。土肥の襲来。そうだ、のぶしの頭が、 稲子の群れのようなあまたの手下を闇から呼んで、かすめにやってきたのだ。ひよしは、物陰で、とろぼーと感じると、途端に自分の血潮のたぎりで、自分がわからなくなっていた。だが、その暴出も、その恐怖も、自分の使えている主家の大事、という観念の以外に、である。いや、 それだけが彼の頭を締めてしまったので、他の考えも危険も全くなくなっていたという方が正しい。さもなくては、その時、日吉が取った行動はあまりに強炭すぎるし、白痴の所作というしかなかった。おじさんのこのこと、物陰かから歩き出していくと、どう思ってか彼がこう呼んだものである。 今、そこの門を開いて、大勢の手下を迎え入れようとしていた、野武士の渡辺天蔵の背中へ向かって、ぎょっとしたような震えが、天蔵の足から背筋へ明らかに走った。まさか、16歳のこの家の道木とは思えなかったに違いない。見れば、猿のような顔をした、 不思議な少年が妙に懐っこい目をして近づいているのである。脳死の天蔵は、ややしばし、穴の枠くほど見つめていた。なんだ、我は。と、どう考えても、釈然、しようのない顔つきで、やがて尋ねた。日吉は平然と、いや、平然と見えるほど、危険を忘れていたのだろう。 二こともしない代わりに、格別、どうという顔色もせず。おじさんは、なんだいと、聞き返した。なに<何>天蔵はいよいよ自分の知恵と取り組んで、解釈に苦しんだ。そして、バカかなと、疑ってみたが、気の許せない瞳を感じるし、その瞳が子供のくせに。 妙にこちらを圧してくるのだった。で、天蔵は、ひよしのその視線を払いのけるように、強くねめ返して。知れたこと、俺たちは、ミクリアの伸びしだ。声を立てると、ぶった切るぞ。ガキどもの命などを取りに来たのではないから、踏みつぶされないように、巻小屋にでも、込んでいろ。抜く手間でもしたら、横っ飛びに、 消えてゆくであろうと、天蔵が大立の塚を一つ叩いてみせると、日吉はにやっと白い歯を出して、いやあおじさんは泥棒なんだね。泥棒なら欲しいものさえ持っていけばいいんだろう。うるさい、こっち行け。行くけれど、そこの門を開けたら、おじさんたちは一人残らず、生きて帰れないぜ。なんだと 知らないだろう。誰だって知らないけれど、俺だけは知ってるんだ。かぞ、俺は少し気が狂っているな。自分のことを言ってな、うさんこそ頭が悪いぜ。こんな家、泥棒に入ってくるなんて。門の外では、かかることとも知らないので、そこの開くのを待ちしびれて、天蔵の仲間が。まだか、まだか。 扉を鳴らしていた。のぶしの渡辺天蔵は、待てよ。ちょっと待て。と、門の外のものを制しておいてから、また日吉へ向かって、この屋市へ入ると、生きて帰れないと。今てめえが言ったが、ほんとか。ほんとさ、それは、どういうわけだ。いい加減なことを抜かしたら、そっくびを引き抜くぞよ。 ただば教えてやるまいよ。オラに何かくれなければ嫌だ。んん <laughs> 天蔵はうめいて、日吉に向けていた疑心暗鬼を茶碗屋の家全体に向け直した。星の空は吹き飛ばれて明るいばかりだったが、土塀に囲まれたこの家の一角は矢の胸も下がるという牛蜜の闇に沈んでいた。何が欲しい 心みに彼が言うと、物なんか欲しくない。オラを手下にしてくれれば。と、清ヨは言った。天蔵は目を見張って。じゃあ、我は、俺たちの仲間に入りたいのかうん。盗賊になりたいのかうん。いくつだ十六なぜ盗賊になりたいここの主人は、 おらをこき使ってばかりいるし、ここの奉公人は、おらをさるさるといじめてばかりいるから。おじさんみたいなのろしになって、仕返ししてやりたいんだ。よし。手下にしてやってもいい。だが、それは、我が証を立ててからだぞ。そう。前に言ったことのわけを言え。ここの家へ入ると、皆殺しになると言ったわけかいそうだ。 おじさんの計り事がまずいからさ。おじさんは酔いのうち、お客に化けて、お勢の中へ混じってきていたろん誰だか、おじさんの顔、知っていた者がいたよ。そんなはずはない。ないって言ったって、ご主人がちゃんと知ってたもの。だからおら、酔いの口、まだお客さんがいるうちに、ご主人の言いつけで、やぶやぶの加藤清忠様のお屋敷まで走っていき、 きっと夜半に押しかけてくるに違いないから、お願いしますと知らせてあるんだぜ。やぶやむのかと。おお、織田の家中の加藤団長か。団長さんとうちのご主人とは親類付き合いだから、すぐ近所に住んでる侍衆を十人以上も集めて、みんなここのお客にこしらえ、酔いのうちに来て家の中で待ち構えているんだ。 嘘じゃないよ。本当らしい。いや、信じきった様子が、渡辺天蔵のうろたえた顔色に見て取れた。うん。そうか。して、そいつら、どうしているこのまざになって、今しがたまで、お酒を飲んで待っていたけれど、もう襲ってこないらしいぞと言って、思い思いに寝ているよ。オラ一人、 こんな寒い中に、針番に立たせておいて。では、我は、槍を言いつけられて立っていたのか。ひよしが頷くと、同時に、天蔵は飛びかかって、あめくと、命がないぞ。と、大きな手で、彼の口を塞いでしまった。日吉はもがいて、おじさん、おじさん、約束が違うよ。騒ぎはしないから。 この手を離しておくれよ。賊の天蔵の手に爪を立てながら塞がれている口では見た。天蔵は首を振って。いや、俺もミクリアの渡辺天蔵だ。我の話を聞けば、この家にも備えがあるそうだが。そうかと言って、空手で引き下がっては手下の者へも顔向けがならねえ。だから、だからさ。 どうするというのだオラがおじさんの盗みたいものを持ち出してきてやるから。あれが取ってくるとおお、そんならいいだろう切ったり切られたり危ないことをしなくても済むし。きっとか。ひよしの喉、ぎゅっと締めつけて天蔵が念を押した。門の開くのが遅いので、門の外では天蔵の手下たちが不審を抱いて、 恐れたり、疑ったりしながら。星こしをどうかしたんですか門はどうしたんでなどとしきりに、そこの扉をまた、ごとごと揺すり出していた。天蔵は、ん抜きを半分ほど抜いて、その隙間から外へ。少し、ご様が悪いから、静かにしていろ。そして、てめえたちは固まっていねえで、そこらへ。 影を隠していたがいいぞ。さては、と疑いのひるみをつかれて、手下たちはさっと群れを解き、草むらや木陰や思い思いの闇を探して身を潜めてしまった。ひよしは渡辺天蔵から言いつけられた品を家の中から持ち出してくるために、元の下僕部屋の口からそっと母屋の方へ入っていた。 見ると、いつも夜半はついていないはずの主人の今に、明かりがさしていた。旦那様よしは、いたべりにかしこまって、声をかけた。返事はなかったが、主人の捨て次郎も、ご両人も、そこに起きて座っている気配がする。もしご両人様もう一度言うと。誰 ご両人の声である明らかに震えを帯びている。さっきからのかすかな物音や人声に、主人か西女かが目を覚まして一方を入り起こし、土肥の襲来を悟って観念の目を塞いでいたところに違いない。そこへ、日吉が障子を開けて入ってきたので、主人の捨て次郎もご両人も目を見張ってしまった。 恐怖の冷めきらない不安の顔色のうちに、あぜんと彼を見守る目を大きく据えていた。のぶしが、やってまいりましたよ。おせいして。ひよしはつけた。主人夫婦は、ごくりとつばを飲んだだけで、何も言わない。いや、言えないほど、しらじらと歯の根を噛んだ顔しているのである。踏み込まれたら、 それこそ大変です。旦那様も、ご両人様も、縛り上げられてしまいましょう。五人や六人の人死にやけが人は、きっとできるに決まっています。ですから、私が測りごとを考え、のうしの頭を、外に待たせておきました。俗の渡辺天蔵に言った通りのことを、日吉は主人夫婦へそのまま告げて、ですから、旦那様、 のぶしの頭が欲しいっていうものを出してやってしまうとようございますよ。私が持って行って渡してやれば、それで帰ってしまいますから。と言った。ややって。ひよし。一体のぶしの頭は何をよこすというのだね。ステジローが口を開いた。ひよしは答えて。はい。直の。 渡辺天蔵が目をつけてきたのは、ご藤家でご筆蔵の赤江の水差しだと言っていました。うっ赤いの水差しをそれを渡せば帰ってやると言っています。こんな安いことはございませんから、渡してやろうじゃございませんか。と言っても、それはこちらの計略ですから、私がこっそり持ち出して渡してやるふりをして。日吉は得意げに。 主人夫婦へ進めたが、捨次郎はもとより、ご両人の眉のあたりは、憂いと恐怖に黒ずんでしまっている。赤江の水差しっていうのは、今日のお招きに、こらから出して、茶席でお使いになっていた、あの焼き物でございましょう。のぶしの頭なんて、バカなやつでございますよ。何を欲しがるかと思ったら、あんなものを持ってこいって言うんですから。清は、 くすくす笑いたいほどな顔して、そう言ったが、ご両人は化石してしまったように無言だし、捨て次郎は大きな吐息をついて。弱ったのう、と考え込む。旦那様、どうしてそんなに考えるんですか焼き物一つで塩水に住むことを。あれは、わしが商売に扱っているような、ざらにある焼き物ではない。 民国にももう滅多にない品だ。その民国から苦心して日本まで持ってきたものだ。また、亡くなられた松髄様のおかたみでもあるし。捨次郎がつぶやくとご両人も一緒になって。境あたりの茶道具屋では千金もするという高価なものだよ、お前。恨みんがましく言いはしたものの、殺伐なのぶしはなお。 怖かった、抵抗して皆殺しに遭い家屋敷まで焼かれてしまった実例などどこの国々でも珍しくない今の世の中だったやはり男はこんな場合つりと思いきりがいい捨て次郎もしばらくは立ち難い愛着を立ちかねていた様子だったがやがてぜひがない同時に少し世紀を取り戻して 塗りダンスの小引き出しから土蔵の鍵を出し持っていってやれ言葉とともにそれを日吉の前へ放り出した年に逃げない性格よく測ったと日吉の仕方を心では思いながらむざむざ失う赤いの水差しへの執着にいましさがこみ上げて褒められもしなかった ひよしは、一人で蔵を開けた。そして、一個の箱を抱えてきて、鍵は主人の手へ返し、もう明かりを消して、そっとお休みになっていた方がようございますよ。心配はありませんから。とまで注意をして、再び外へ出て行った。どうか、と、半ば疑いながら待っていた渡辺天蔵は、ひよの手から、 赤いの箱を受け取ると、品物の容体を改めて。うん、これだと、顔の筋をほどいた。じゃあ、おじさんたち、早く引き上げた方がいいぜ。今、蔵から探し出すとき、ろうそくをつけたもんだから、加藤様や他のおさまいたちも目を覚まして、一回り屋敷の周りを見回ろうかと言っていたから。追いてると、天蔵は、 急にあたふた、門の外へ飛び出して小僧、いつでも見くりあえ、訪ねてこいよ。でっしゃにかってやろう。言い捨てて、闇へと影を消してしまった猫の飯恐ろしい一夜は明けた。 あくる日の真昼間頃まだ松の内なので、漁計の客はちらほら絶えないが、茶碗屋の奥には妙にシーンとさえない影が漂っていて、主人のステジローもむっそり顔しているしいつも陽気なご両人の姿も見えない。その母の部屋へ、息子のお服は今そっと着て座っていた。彼女は、 夕べの悪夢のおびえからまだ冷めないように青白い顔して病人のように寝こもっていた母さん今お父さんにも話してきましたからもうご安心なさいましそうかえそして何とおっしゃったえ初めは私の言うことを半信半疑でいらっしゃいましたが私が日吉の日頃のそぶりから いっそや私を捕まえて、家の裏で、三厨屋ののぶしを呼んでくるぞ、と、現にあいつが、脅し文句を言ったことまでお聞かせすると、うん、そうかと、びっくりしたご様子でした。すぐに、糸もを出すと、言っておいでたかいそれもなかなかおっしゃらないで、見どころのある小猿だが、と、思案していますから、泥棒の手先を、 家の中に買っておく気ですかって私が言ってあげたんです。第一、私は最初からあの日吉の目つきが嫌いなんだよ。それも言いました。そしたらやっとそんなにみんなが性に合わないというならいとまを出すしかあるまい。けれど、藪山の加藤殿からお引き受けした手前もあるし、自分からは言いにくいから、お前たちで。 何とでも談合をして、当たり触りないよう、暇を出してくれと言い残して、お父さんは、出かけておしまいになりましたよ。はあ、それでよかった。私はもう半日でも、ハンナーお猿の化け物みたいな子を、使っておくのは嫌で嫌でたまらない。よしは今、何している蔵で荷造りを手伝っていますが、なんならすぐここへ呼んできて、言い渡しましょうか。 よしておくれ。顔を見るのも嫌だから。お父さんがそうおっしゃったなら、お前から今日限り暇を出すと言って、返してしまったらそれでいいではないか。おい。お服は内心ちょっとひるむようであったが。かしこまりました。手当てのことはどうしてやりましょうか。またより給金などやる約束で抱えたのではなし。 ろくな働きもできないのに、食べさせたり、着物を着せたり、それだけでも、あの子の分には過ぎています。けれど、そうだね。今着ている着物をくれてあって、塩の2章も施しておやり。お服は、自分一人で言い渡すのは、なんだか日吉に対して不気味な気がしたので、他の雇い人を連れて、一緒に外の焼き物蔵へい歩いて 蔵の中を覗いてざるいるかい呼ぶと頭から藁ゴミをかぶって働いていた日吉はなんですかいつもより元気な返事をして飛び出してきた人に言ってはよくないと考えたから誰にも話していないがゆうべのことは彼自身で心のうちに得意に思っていたのである きっと今に主人から改めて褒めてくれるに違いないと、ひそかに待っていたほどだった。お服のそばには、雇い人のうちでも腕ぶ死の強い、ひよしが普段一番恐れている手代が突っ立っていた。小ざ<猿>る、えお前な、もう今日から帰ってもいいよ。お服の言葉だった。ひよしは、 怪な目をしてどこへですどこって自分の家さ家はあるんだろ今でも家はあるけれどなぜと日吉が言い出さないうちにお服は言いかぶせた今日限りお暇が出たんだ今着ている着物はくれてやるからすぐ出ておいですると そばにいた手代が、日吉の寝巻きの包みに、二章の塩を添えて。これも、ご両人様のお情けで、お前にくださるとのことだ。お礼は言わないでもいいから、こっからすぐに出て行きなさい。ひよしは、呆然としていた。カッと熱いものが、顔に登ってくる。その目は、 お服へ飛びつきそうな怒りを表した。わたかい。お服は、後ずさりながら、手台の手から根巻き包みと、塩の袋を取って地へ置くと、慌てて行ってしまった。ひよしはなお、その姿へ、飛びかかって行きそうな目をやっていたが、その目には涙がいっぱいに溢れてきて、何もかも、 見えなくなくってしまうのびのように暴れ狂ってやりたい憤りと同時に彼の頭にはすぐ母の悲しげな顔が浮かんでいた今度また奉公先から出されたら藪山の加藤殿のお顔にも触るしこの母も世間へ恥ずかしゅうて誰へも顔向けがならんぞよ 茶碗屋へ来る前にそう言って涙ぐんだ母の顔があの貧乏と子を産むたびに目立ってやつれてくる母の姿が彼の憤怒のする血の中にもろい涙と情痴な鼻をすすらせてその身をどうしていいかわからないようにしばし棒立ちにさせていた猿、どうして 何かまたしくじったな。お払いコだって言うじゃないか。もう16だ。どこ行ったって、ごはんぐらいは食わせてくれるさ。男だ。別を書くな、別を書くな。笑いながら、他の雇い人など、居合わせた人々が、彼を真ん中にあっちこっちで働いていながら言った。よしの耳には、ただ笑って生やされたような覚えしかなかった。 けれど彼は誰にだって泣き顔などは見せなかったかえって白い歯を見せてそこらを振り向き誰がベスなんか書くもんかいおらもう茶碗や暴行など飽き飽きだ今度は侍屋敷へ行って侍暴行するんだよだ寝脇包みを背中に背負いそこらに落ちていた細竹に塩の袋をさして ちょいと肩によ、ハッハッハッするハよ。あんな捨てずりを言っていきやがる。憎めないが、誰一人土壌の目で、彼の出て行く背を見ていたものはなかった。日吉もまた、一歩そこの土塀を出ると、青空の青さに心を吸われて、ほぐれた気持ちのほか、何もなかった。 去年の8月、小豆坂の合戦で敵の今川勢の中へ駆け入り功を焦ったために男女は重傷を負ってやっと帰ったそれ以来は藪山の家に寝たっきりで妻のおやつの看取りを受けていたが暮れの寒さを越えてこの正月になっては腹部に受けたやり傷が毎日痛むらしく苦しげなうめきが の漏れていたその中身に汚れた夫の肌襦袢をおやつは屋敷の中を通っていく流れで洗っていたがふと「誰であろうなん気らしゅう」と腹の立つように身を伸ばして声のする方を見回した光明寺山の中段にある屋敷なので土塀の外へ顔を出すと 麓の道も見える、中村の高地も見える、庄内川や尾張の平野も広々と眺められる。寒々と正月の日は平野の果てに薄づいて今日も暮れかけていた。糸をくるのもよるといい、日のくるるをもよるという、くるくるしくも何かせむ、くるより待つこそ久しけれ、やよ。 久しやな大きな声であった。今の社会のケしさも人間くも知らない者の,の声だった。この末の人々に歌いやかれた歌がこの終わりあたりへ伝わってきて、農家の娘のいとくり歌などに名まってよく歌われている。おや、ひよしじゃないかしら。おやつは、ふもとから今、 そう歌いながら登ってくるものを遠くから見てびっくりした。男女から頼んでおととしごろ茶碗屋へ奉公にやってある姉の子の日吉に違いない。何か汚い風呂敷包みを背中に背負い、竹の棒にも何やら刺して肩に担いながらのんきそうにやってくるのだ。まあ少し目ないうちに。 放棄をなってそれにも目を見張っていたがその大きな身なりになっても相変わらずらしい陽気さに呆れていたのだったよしやつらかれなかなかに人の情けは身の輪だよいやよおお,おさんそんなとこに立っていたんですかこんにちは勇士はそこへ来るとぺこんとおじぎをした 歌を歌いながら歩いてきたシンのはずみがわざとする気もなくひょうきんに挨拶をさせるのだっただが若い嫁は笑いを忘れた人のように晴れない顔をしたまま「珍しいこと」「上の光明寺様へでもお使いに来たのかい?」と言ったええひよしは途端に頭をかいて少し言いにくそうに 茶碗からお暇が出てしまじさんに知らせなければ悪いと思ってやったんで「えまた」おやつは眉をひそめて「またお前追い出されてきたんですか?」だってひよしは訳を話そうと思ったがなんだか面倒くさくなって「おだんおじさんはいるのいたらあばしてくんないお願いがあるんだから。 甘えた調子で言った。とんでもない。夫はそれどころか、小豆坂の戦で深かれを追って、今日か明日かを暗示している渋滞お前などに会っていられるものではない。若いおばはつけつけと。本当に。お前みたいな辛抱なしの子を持って、中村の姉さんも、かわいそうだね。と、しみじみと言う。そう聞くと、 ひよしはしょげて。じゃあ、おじさんに、お願いしてみようと思ったけど、だめだろうな。何をだいおじさんは侍だから、今度はどこか、侍屋敷へ方向に入れてもらおうと思って。一体、お前は今年、いくつになったんですか十六さ。十六にもなったら、少しは世間がわかりそうなもの。だからもう、 つまらない、家には、ほっこしないんだ。おばさん、どこか口がないだろうか。いいかげんにおし。と、のほうズもないと、たしなめるように、おいつは、女の目でねべて。侍屋敷では、侍の家風に合うものでなければ、使いはしません。お前みたいなのそだちの、のんきもの男で。そこへ、カヒがきて、彼女に告げた。 ご心臓様、ちょっと急いで、お越しくださいませ。旦那様がまた、お苦しみの小様子ですから。おいつは、聞くとすぐ、ひよしの姿など、目のうちにないように、何も言わず、家の中へ駆けいってしまった。置き捨てられたひよしは、ちょっと没念として、美濃の部屋に暮れていく雲を見ていたが。やがて、 土塀口から入り込んで加藤家の台所の外に佇んでいたすぐ中村の家へ帰って母の顔を見たかったが地のちくわみを思うと我が家の牡蠣にもいばらが感じられる月の方向口を先に決めたからいうその辺の資料と薮山のこの家へは一度 耳に入れておくのが順序だとも考えたりして、来てみたのであるが、その男女は渋滞だというし。どうしようかな。ひもじい腹を思いながら、ひよしは漠然と、今夜からの寝床を思案していた。すると、彼の冷たい足に、何か柔らかなものが絡みついた。ふと見ると、愛らしい子猫なのだ。 ひよしは抱き上げて台所の端に腰掛けた。あれも腹が減ってんのか夕方の薄らびが彼と子猫の周りに寒気に刺している。子猫はひよしの懐にガタガタ震えていたが少しぬくんでくると彼の顔をペロペロなめだした。よせやいよせやい。ひよしは顔を逃げながら 猫へ行った。彼は猫はあまり好きでなかった。けれど今、彼にこんな親しみを示してくれるものは猫しかなかった。おろ、ふと、ひよしは耳をそば立てた。子猫の目もびっくりしていた。そこからすぐ向こうに縁先の見える部屋から病人の甲高い怒鳴り声が不意にしたからである。 と、やがて台所へ、おえつが目を泣き晴らした顔して下がってきた。何か夫の気を損ねたのであろう。戦薬の土瓶をコンロへかけながら、袖口で涙を拭いていた。おばさん、気を使いながら、ひよしは猫の背をなでながら言った。この猫、腹が減って震えているよ。 ご飯をやらないと死んじまう。実は自分の空腹をも訴えているのであった。けれど彼女は猫のご飯どころかと、と、お前、まだそんなところにいたのかい日が暮れても家には泊めておかれないのですよ。と言って、また袖に涙の目を隠した。薬を煎じながら、 突き詰めた胸を一人抱いて、泣いている若いおばの姿には、二三年前の幸福そうな新妻の美しさはもう、雨に叩かれた花みたいに焦せている。猫を抱いて、猫と共に、上と寝床に行きはぐれていた日吉は、燃えてるんだから、おばさんも何か心配があるんだろうな。相手の身にもなって、 まじまじと彼女の姿を見ていたが、ふとその若いおばの体つきに、ある異様なものを感じて、何気なしに。おばさん、おらんはお腹が大きいんだね。妊娠なのけと尋ねた。泣いていたおえつは、自分が一番悲しんでいることを、いきなり突拍子もない言葉で聞かれたので、ほうでもぶたれたように。 はっと顔を上げたが、男の子のくせに、そんなマツたこと言うものじゃありません。いやらしい子。と、余計に悲嘆を苛立たせられたように、早く日のあるうちに、中村へでもどこへでもお帰りよ。私は今、そ、それどころではないのだから。と、結びかける声を飲んで、部屋のうちへ隠れてしまった。帰ろう。 自分で自分へつぶやいて、ひよしは立ちかけたが、子猫はなお、彼の暖かな懐から離れたがらなかった。すると、さっき彼が言ったので、下避が気がついたものと見え、小皿に冷や飯を盛り、汁をかけて、それを見せながら、外で呼んだ。飯を見ると子猫は、ひよしの懐を捨てて、その方へ飛びついていった。 ひよしは、口にいっぱいつばをためながら、猫の飯と、猫にみとれていた。彼には、飯が与えられそうもない。中村の家へ行こうと心に決めた。そして、空腹の身を起こして、庭先を歩きかけると、閉じ込めてある病人の今から、ゆいざとく、その足音をとがめて、誰だ となる声がした。はと立ちすくみに日吉はすぐそれが男女と知ったので「ヒヨでございます」と答えたそれからちょうどよいよりとも思ったので茶碗屋から暇を出されて帰ってきたこともついでにそこから告げた「おやつそこを開けろ」と男女の声が打ちでれする けれど彼の妻は夕方の風が入って冷えるとまた傷口が痛むからと、しきりに斜めているらしく、そこの障子は開こうともしないのである。すると男女が、バカ十日や20日、生き延びたとで何になる開けろと、再び感触を起こしたので、おやつは泣く泣く障子を開いて、 ひよし、ご病気に触るから、ご挨拶したら、すぐ帰るんですよ。はい。ひよしは立ったまま、病室へ向かっておじぎをした。男女清太は、布団を重ねて、それ、重傷の体を持たせかけていた。ちょんよを出されたか、ひよし。はい。うん。よかろう。 暇を出されたことは、少しも恥辱ではないぞ。不忠不義さえしなければ。ええ、うん。そちの家も、以前は武士だ。武士はな、ひよし。おい、うん。飯のため、飯に使われて、悪せくせんのが武士だ。天職のために、ご奉公の本分のために、障害する。 めしはつきもの人間の天禄だたのむから貴様めしをおっていっしょうウロウロおくるような人間になってくれるなよしよもうよなかにちかいがんのつよいそのくせからだのひよわいこちくは 泣き抜いていたがやっとわらぶとんの中で父を離れかけた。母さん、起きたら寒うて凍えてしまうから、そのまま休んでいなされや。姉娘のおつみは母をいたわって止めたがおなかは、なんの、とっさもまだ帰らんのにと起きだしておつみとともに。 酔いからしのこしてある夜なべ仕事とを、炉のそばでせっせとやりだした。とっさん、どうしたのやろ今夜もまた戻らんのかしらお正月じゃほどに。でも、家のものは、母さんはじめ、餅ちひとつ祝うてなし、こうしてさむざむ、夜なべして暮らしてんのに。男は、付き合いというものもあるしの。 いくら主だからと言うて、働きもせず、お酒ばかり飲んで、帰ってくれば、母さんばかりいじめ。私、腹が立つ。お罪も、もう年頃だった。普通なら、嫁にも行く年だったが、この母を残しては、とつげもせず、この家計を知っていては、春着一枚はおろか、紅おしろいなどさえ、夢にも思えなかった。 言うてくれるな。と、母は涙もろい。とっさんは、ああいう人じゃでな。果てにはならんが、ひよしもやがてよい若者になるほどに。そしたらそなたも、嫁入りさせよう。だが、この母を見ても、夫は、よくよく選ばぬと。母さん、私、お嫁に行くことなど、まだ考えていませぬ。 いつまでも母さんのそばにいて。な子はのう、そうもゆくまい。今の父さんには内密じゃが、前の夫、八右門様が、戦で傷を負うたとき、ご主君からいただいたお金のうち、青出し一貫門だけは、そなたが嫁入りの城にと思うて取ってある。心がけておいたくずいとも、万にして、 7つもたまった。あるで子育ての一つもおってやりましょうぞ。母の言葉を遮って。あ、母さん誰かとまへ入ってきたようですよ。とさんか。おつみはそこから身を伸ばして、戸間の方をのぞきながら。い,いえ。では誰しゃ誰だろう。 まって、君悪げに、おつみが声を飲んでいると。おかあ。ひよしの声だった。暗いどまに立ったままで、そしてじっと、いつまでも、上がってこようともしないのであった。おや、ひよしじゃないか。うん。ほらだよ。ど、どうして今ほら。 茶わんやからひまがでたからかえってきたんだよえおひまがでたかにんしてなおっかさんかにんしてどまのやみにすすりなきがするおなかもおつみそこへまろぶようにでていったおひまのでたものいまさらどうしようぞさあおわがり。 なぜいつまで立っているのじゃ。手を取ると、ひよしは首を振っていった。いや、上がらずに、オラはまたすぐ行くよ。一晩寝たらまた、お母のそばを離れるのが嫌になるから。このピンクと、事情の複雑なところへ、ひよしがふいに、 暇を出されて帰ってきたことは、彼の母には胸に応える当幕だったが、上がりもせずすぐにまた、この夜の夜中、出て行くという彼の言には、なおさら胸を痛めて、驚きの目を見張った。どこへ行くのじゃ、今から。わかんないけど、今度は侍暴行して、きっとお母にも、姉さんにも、 感心させるよ侍う行にお母は侍にはなるものじゃないと言ったけれど俺はやっぱり侍になりたいやぶやまのおじさんも言った今だぞと言った俺は侍になるそれにしてもまあ上がって明日の朝よ父さんにもご相談してみあい 回いとうない。ひよしはかぶりをふって。おっかあ、オラってえこう、じゅねんばかし、ないもんだと思ってな。からだをじょうぶにしといてよ。いいかな。姉ちゃん、おまえも、お嫁めにもいかないで、わるいけど、しんぼうしてな。そのかわり、オラがえらくなったら。 おっかあには絹を着せ、姉ちゃんには七の帯を嫁入りに買うてやるでな。母も、おつみも、おえつしているだけだった。ひよしが、こんなことを言うようになった。そう思うだけで、胸は涙の湖になって、身も溺れる心地だった。ここにな、おっかあ。 茶碗屋からもろってきた塩が二章あるで、置いていくぜ。オラが二年働いて稼いだ塩だ。姉ちゃん、後で台所へやっといておくれ。は、ありがとう。母は、ひよしがそこへ置いた塩の袋を拝んだ。そしてしみじみ。お前が世間へ出て、 初めて働いて取ったお塩。と、見入っていった。ひよしは満足した。母の喜ぶ姿を見ると、彼も体が浮くように嬉しかった。そして、また何かで、この母を、これ以上にも、喜ばせてやりたいと心に誓う。そうだ、塩になろう。 我が家の塩だ。いや、我が家ばかりでなく、村々の塩に。いや、いっそのこと、天下の塩だ。日吉は腹の中でそんなことをつぶやいた。だが、いつも、何気なく思うことを、思うままに言うと、世間のものからすぐほら吹きと言われる。そのせいで、このごろ彼は、 言わない癖がついていたじゃあお母姉ちゃん飛ぶん帰らないよひよしは土間の口まで後じざりに刺ったその間も目は母とおつみの姿から離れなかったおつみはいきなり伸び上がって叫んだひよしの片足が土間の外へ またぎかけたからである。は、お待ち、ひよしや、待って。そして、母へすがって。母さん、さっき言った、あぶさしの一貫も、私は、お嫁入りにも、何もいらない。いいえ、お嫁になんか、行かないでもよいから、ひよしに、その金をやって。 むせびかける唇をたもとに押さえて、母は奥へ入っていった。そして、ひとさしの銭をひよしに渡した。いらない、いらない。ひよしは首を振ったが、おつみは姉らしい思いやりを声に込めて、これから世間へ出るのに、お金がなくてどうするかと叱った。ひよしは、金よりも、 もう一つ欲しいものがあった。おかあ。これよりも、おらにお父さんの持っていた刀をくんないか。おじいさんの時からあるあの刀を。七歳の頃、ジップの八重門が見せたあの伝来の刀を、ひよしは忘れてなかったと見える。が、彼の母はドキッと胸を疲れたように、 刀よりは、お金の方が身のお守りになる。刀は、思い止まっておくれ。と、なだめすかした。ひよしは、すぐ察して、ないのと、尋ねた。ああ、ないよ。言いづらそうに、母は言った。ちくわみの酒の城に、それはとうに、 売り払われてしまったのであるじゃああれでいいおっか物置小屋の中の錆び型なんならあるだろうああ,あれならいいかい持って行ってもひよしは母の顔色に気兼ねをしながら念を押したやはり7歳の時だったそのボロ脇差しを見つけて どうしても欲しいとただをこね、散々母を泣かせたことをも、彼は覚えていたからであろう。おなかも、その時のことを、今ふと思い出していた。侍になるな、戦する身になるな、と、あの頃は、日吉の行く末に祈ったものであったが、自分で産んだ子も、 成長するにつれて、どうにもならないものだということを、今はもう観念していた。持っておいで。だけど、ひよしや。お前はあれを、決して人様へ向かって、抜いたりなどしまいね。えいいのおつみ、持ってきておやり。いいよ、俺が取ってくる。ひよしは、 裏の物置小屋へ駆け込んだそしてそこらのものを踏み台にして壁の針につってある一腰のボロ脇差しを取り下ろしたすぐ腰に刺した7歳の時に泣きわめいた自分の姿が遠い以前に振り返られた急にすっくと背の伸びたような成長感が 彼の胸を通り抜けた。よっしや母さんがもう一度おいでっておつみがあきものをはいてものおきのほうへつげたもどってみると母はかべのかみだなへとうみょをあげちいさいきざらへひとつまみのあばとそれからひよしのもたらしたしおとをもってでをあわせていた そこへおかけ。上がりがまちへ、ひよしを腰掛けさせておいて、母は髪棚からカミソリを下ろした。ひよしはそれ目を丸くして。こ、あ、何するんだい幻服してあげるのじゃ。形ばかりではあるけれど、お前の角出を言おうて。と、ひよしの髪へカミソリを当てた。 そして、新しい藁を水に浸し、切り上げた根元をゆい直して与えた。生涯、忘れることのできない感銘が、そうしている間に、ひよしの血へ染み入っていた。頬に耳に、時折触れる母の荒れた手を、痛ましく思いながらも、彼は、おらも、 もう人並みだぞ。と、自覚を持った。野良犬の声が、どこかでしきりとしている。戦国の深い闇に、増えてゆくのは、犬の声ばかりだった。日吉は、外へ出た。おっかあ。じゃあ、達者に。というべき後も、喉に詰まって、 それしか出なかった。母は神棚の前へ背を曲げていた。泣き出したち畜を抱いて、おつみは外へ追いかけて出てきた。あばよ。ひよしの影は黒く小さく、後も見ずにかけていった。霧のせいか。明るい夜だった。 万事の一族清須から数里名古屋からでも西へ十里とはないそこの八須賀村へ入るとすぐどこからでも目につく笠形の丘がある夏子たちのうっそうとしているこの頃の昼間はただ蝉の声だった夜は大きなコウモリの影が月をかすめてまま飛び交う おい、何者かが闇でこう呼んでいる子供のように丘の子ちの中でも「おい!」と同じ調子に答えているよほど近づいてみないとちょっと気づかないが丘の崖や大樹をめぐって蟹江川の水を引いた堀が自然の古池のように青い水草がいっぱいなのだその水草はまた 古い石垣と土兵とを抱いて何百年かの間ここの主の地位と勢力と子孫と守り続けてきたものである丘一帯の田地は何千坪か何万坪あるものか外からはちょっと想像もつかないもちろん屋敷の主はこの怪盗号八塚村の土豪で生命も代々八塚といい孤独と称している ここへ土着した中高の祖は、コロ古六正明。今の当主、古六正勝。彦右衛門とも言う。応衛年間に、足利の姓を改めた家系だとも言うし、王人の退乱を受けて、この地方へ土着したのだとも言われているから、その是非はとにかく、何しろ、古い家筋であることに間違いはない。おい。 外門堀の外で再び守護輪の人影がどなっているどこからか今立ち返ってきた主の孤六正勝とその家来と言っても孤六は今もまたその先代からも正しい種筋は持っていないし領土の剣も行政も強いていないいわゆる一度号に過ぎないから その家来と言っても、主と言っても、どこかそやな風がある。家長と家の子といったような親しみ深いところもある代わりに、東黙東手下と呼び合ってもおかしくない野人ぶりもあった。何をしておるかコロクがつぶやくと、まだか、もんなものを。と、家来がまたとなった。すると、おい 三度も同じ返事がしてから初めて、そこの軌道がドーンと開いた。同時に左右から。どなただと、うかを向ける。薄金で作った釣り金型の、それに取っ手がついているので、戦場にでも雨の夜行にでも持ち歩ける、岩童と呼ぶ頭具だった。五六だ。岩童の光を浴びながら、軌道を固めているものへ。 六は尋常にそう答える分かりきっているはずだがたとえあるじでもこれほど厳密でなければならない私臨の現状だったおかえりなさいまし初めて一斉に礼儀をするそのコロクについて友の面々も稲田大井之助青山新七長井半之丞松原匠といちいち名乗って 剛道の改めを浴びながら門の内へ通った。転くとその一族4人はずしずしと足音重く暗い大廊下を奥へ通っていった。おかえり、おもとに遊ばせ。廊下の隅々で重木の顔、女の顔、妻子たちの顔、どれほどいるのかわからない大家族の中に住む一部の顔が。 外から戻ってきた課長を出迎えるうんうんコロクはいずれへも一様に一別を与えながら広間へ来て円座の上どかと座った機嫌が悪い探偵の明かりが明らかにコロクの顔の筋を横から照らしている左右それから茶黒豆の菓子など そこへ次々に持ち運ぶ女たちも、京京として気をつけていた。おいと、やがて言う。四名の端にいた、稲田大井之助を振り向いてである。ほう、いい恥をかいたな。今夜の招きでは。さればれと、四人ともにがりきる。孤独の不機嫌は、やり場がなかった。 たく匠、案の定。お主らの考えはどうだどうと仰せられるのは、よいの恥をだ。八束の一族として、すすがずはなるまいが。四人はまた、沈黙に塞ぐ。蒸し暑い夜だ。強風もない。帰りの煙が、いたずらに目にしみて立ち迷う。 事情はこうだ。今日。お題一家の猿大臣から、茶事の招きを受けた。コロはもとより、そういう趣味は全くない。だが、同席の客は、この終わりでは、皆、歴々な人物なので、顔つなぎにも良いよりだし、また、欠席したがため。の方といえば、手は良いが、いわば、のぶしの頭目茶の招きには、 恐れたのだろう。などとあざわられるのも心外と一族4人を連れて特に意義を張って出向いていったのであるところがその席で端なくも主が自慢の赤いの水差しが客の目を見張らせたはいいが話の弾みから「はてこの品は茶碗や捨次郎の宅で見たことがある。 どうかで、のぶしに盗まれたという名品と同じじゃがと、つい口すべらせた客がある。あるじは驚いて、めっそうもない。これは近頃、堺の茶道具屋から、千金に近い値で手に入れたものを。と、書きつけまで示すと、客も言葉の手前。では、盗んだのぶしが、堺の商人へ売り飛ばしたのが、転々して。 ご茶碗屋へ押し入ったのブ氏は御厨屋の渡辺天蔵と「生で知れておることで間違いはない」とあからさまに言ったので席はいとどしらけてしまったなぜならそういった客はもちろんそこに居合わせた八須賀五六のどんな存在かまたどんな形類を持っているものかなどということは知らなかったに違いないが 三國屋の渡辺天蔵といえば、孤独の老いにあたるもので、同時に彼の土豪的勢力を構成している一族のその一人であるということは、主も客の大部分も、かねがねわきまえていたからである。いずれ後日、孤独から改めてご挨拶いたすであろう。と、彼は。 自分のおめえのように主へ誓って、その恥と憤りを眉に抱いて帰ったのである。どうだお主らの考えるところはと、ろくから今、鎮痛に問われはしたが、さて、稲田の之助にも、青山晋七にも、藩之丞やたくみにしても、こうなされては、と、すぐ答えられるような明暗もなかった。 これが自分たちのような家来筋ならば何とでも言える。またどうにでも処分はつく。だがその処分すべき人間が主人の孤独とは血のつながっているおいの天蔵なのだ。御國屋村に住んで蜂塚一族の別れとして常々改造部内の二三十人は家に置いている渡辺天蔵である。 だがコロクはかえって血のつながっている人間だけに「フラチナ」と天蔵の悪事を心から憎んでやまないのであったうかつだが思い合わされば天蔵のやつ近頃身にキラを飾り女など幾人も蓄えているとか不審な角も目に見えてあった。 家の名にかけてもキャツを捨ててはおかれん少しの間を置いてはこうき通りのうめきのようにコロクは一人つぶやいたさもなくてさえ怒号という家紋の悲しさには蜂塚一族もまた野党の信しつれやハレンチな不老人どもと同志されてこのコロクカツの身にすらあれは 信ぶしの頭目と世女の声がまま聞こえてくるおりもおり。ご推察いたしまする。松原匠が言った。半之丞もおい之助もうつむいた。ふと、コロクの目頭に光った比類を見て、はっと胸を打たれたのだった。聞けよ、おのしらも。コロクは顔を向け。 この屋敷の屋根瓦には万字の門が苔さびてあろう。園相源頼政公が義兵を挙げられた時高倉の宮より賜った家紋と伝え聞いておる。その末が足利将軍に仕え、八塚太郎以来失脚して野に下り、今のわしというものにまで怒号と呼ばれてきておるもののこれは時だ。 地までは、野に朽ち果てておらん。ごうよ、のぼしの頭よと、言われれば言われるほど、ま六正勝は、密かに誓うて、今に、と、この地を、この加盟を、世人に示し直す日を待っていたのだ。いつも、伺っているお言葉にございまする。そればこそ、 お主らにも平常。ぬにはすむとも、武を怠るな。身を戒めよ。弱きを助けよと。やかましく沙汰してあるに。断蔵しろ。血のつながる老い目が、今なお、少年を改めずに、町人の家へ寄せて、野党を働いておろうとは。きっと、唇を噛むと、そのときもう、孤独の腹は決まっていた。 大井の助、新七、ほい。二人して、すぐ行ってこい。三国屋までだ。はっ。わしの命を持って、天蔵目を引き連れてこい。だが、騙して呼び寄せてこいよ。手飼いの者もおるし、武力では、一筋縄ではゆかぬ天蔵のことだ。心得ました。詩人の腹に、 その決意が座れば何の造作もないことと稲田葵之助と青山新七の二人はすぐ御厨村へ立っていった森の丘は鳥のさえずりに開ける土豪八塚の鳥手作りの中の一棟に早くから朝の日が当たっている 待つ。待つ。コロクが目を覚ましたらしい。妻の松並が。お目覚めでございますか神社を覗くと、神会のうちでコロクは横になったまま。ゆうべ、見くり倉へやった使いの両名は戻ってこないかまだ立ち返りませぬが。うん。と、暗示顔に埋めく。 悪いことをするやつだけに、頭の鋭いおいのんぞ。まずくすると、んすいたかなきっと遅いや、と、一人思う。妻はその間に、神かやの釣り手を外しかけた。そのかやのそに、たむれていた亀ちは、まだ、まふ二つにもならなかった。亀よ、来い。コロクは抱き寄せて、 たかだかとさしあげた。えにかいたからこのようによくこえたか一ちは、若い父の腕にも重かった。どうしたまぶたがこうはれておるが。と、この子はか一ちの目をなめてやる。か一ちは、父の顔をひっかいて、ひざの上であばれた。かに食べられたのでございましょうかならよいが。 寝ても暴れて蚊帳の外へ転げますのでレビューさすのはい放送に気をつけよう大せまでもございません。2二人が中の初の子をいわばお主と俺とのこれは初陣の賜物。の <laughs> 開け広げた信者へ夏の朝風が吹き流れてくるカーンカーン どこかで火事の土音が高く響くのも、寝覚めの耳には快かった。その土音を聞くと、どれコロクはもう我が子を膝から捨てて帰り見なかった。妻の笑顔も目になかった。風雲のうちへ、道流の中へ、今や朝のごとく乱れていると知る天下の一角へ。 孤独の若い血、たくましい体は、大きな野望を期しているもののよう、和やかな一時を振り捨てて、その部屋から出て行った。書院に座って、朝の茶を静かにすするでもない彼である。衣服を変え、顔を洗うと、もう外庭へ出て、大股に歩いて行く。土の音が近くなる。 小道を入っていくと森の中に祖先以来斧を入れなかった大木を伐採して新しい兵地を開きそこに二棟ほどの鍛冶小屋が並んで建っていた古六が泉州堺から密かに呼び寄せた鉄砲鍛冶の国吉が弟子と共に仕事をしていたどうだな、仕事は 彼が立つと、国吉や弟子は仕事場の土間に閉復した。まだうまくゆかんの？日本の鉄砲と同じようなものがなんとかできぬものか。ああしたらこうしたらと、神職も忘れて苦心はいたしておりますが、無理もない。古禄がそういうようにうなずいていると、母屋遣いの子侍が追ってきて。 お頭様、ただいま、クレアへ行ったお使いのご了承が戻られましたが、と告げた。何帰ってきたとはい。して、大井と新七は、天蔵目を連れてきたか。お伊賀様にも、ご一緒に、お越しなされました。よし。うまく誘い出したな、と、コロクはまず、守備を心でうなずきながら、待たせておけ、と言った。 いつもの御所院へそうだ、すぐ行くから。はい。小侍は、かけて戻って行く。奇策重王の人物、と、一族からは信頼されているが、孤独の反面にはまた、ひどく気の弱いところもあった。義には強いが、涙には語れない、という弱さなのだ。分けて、骨肉の情には脆い。 孤独なのである。そやで凶暴で荒削りな、怒号の家長として、にらみも押しもきく、骨太い性格の中に、それだけに本能的な涙と、また怒ったらのびのように止まらない血を持っていた。その彼が、今朝は老いを切らねばならない、と今胸を据えている。 だが決して、気の進む顔色ではなかった。すげに来た小物が去っても、彼はカジ小屋の前に立って、いつまでも国吉と弟子の仕事ぶりを眺めていた。無理もない。何せ、鉄砲がトライしたのも、天文十二年、つい七八年前のことだからな。それ以来、 諸国の武家豪族どもが争って、この新武器の政作を図ってみたり、あるいは万千から買い入れようと競っているが、この美州あたりはまだ血のりを得ておるものの、公州、越後、欧州あたりの山侍のうちには、鉄砲とはどんなものか、まだ見たこともないものが多かろう。職人にしても、 手なれるのは当たり前だ。急がずともよいみっしり工夫を積んで作り出したらいくらでも作れるよ多他実の備えに間に合えばそこへまたさっきの取り次ぎが「お頭様」と小道のつゆに身をかがめて彼の足を促しに来たもうご一同書院にお揃いなされてお待ちもしておりますが 五六は振り向いて、今行く、っすぐまいるからまだ捨ておけばよいはい取り次ぎの小物は多くを言うこともできず引き返していったコロクの胸には馬食を切るの気持ちで老いの成敗を決心していながらもまだ情けと正義とが割り切れずに乱れ合っていたで 彼は去りがてに、国吉、とまた、声の中へ話しかけた。だが、年内には、使える鉄砲が、十丁や二十丁は、できるだろうな。さようで。と、家事の国吉は、攻めを問われたように、職人かたぎな苦痛を、すすまみれな顔に表して。ただ一丁でも、 これでよいと思うものが出来さえい,いたせば、あとは四十兆でも百兆でも、一つものを作るのは安いことでございますが。その一兆だな、難しいのは。お手当てばかりいただいていて、心苦しを存じますが、余計な気遣いはするな。ありがとう存じまする。来年、再来年、また来る年も来る年も、年も合戦はやんまもなかろう。 大地の冬草が皆しぼみ果て新しい目に燃え変わるまではで鉄砲も急ぐのだこの上とも懸命にやってみまするしかしひそかにだぞ心得ております土音が少し高すぎるな堀の外まで聞こえはせぬかそれも気をつけまするうんコルクは去りかけたが またふと、ふいごのそばに立ててある一丁の鉄砲に目を留めて、それは、と、刺して尋ねた。見本のものか、できた品か、新品にございますが。どれ、店い、ええ、お目にかけるまでには、まだなかなか。いやいや、ちょうど試し物があるのだ。打てぬことはあるまい。弾はあといますが。 関金の噛み合わせがどうやっても原品のように作れませぬ。まあ、もう一息、工夫いたせばと思っておりますが。試すのも工夫の一つだ。ようせ、その鉄砲。五六が国吉の手からそれを取って、銃の腹を肘に乗せ、物を狙うような姿勢をしていた時である。三度目の迎えが来た。 が今度は小物の取り次ぎではなかったゆうべ御厨屋へ行って帰ってきた稲田大井之助なのであるまだ御用はお済みになりませぬか大井のコインは鉄砲の大尻を肋骨に当てたまま振り返っておお稲田お早くお越し願いと存じます 弁をもって天蔵殿めし連れては参りましたが妙なと気取られたか追いつかないごきょ悪くすると檻を破る虎になるやもしれませぬよし参いろおい之助に鉄砲を持たせてコロは森の小道から書院の庭の方へ大股に歩いてい 成敗何の給与か疑うように渡辺天三は署員の端に座って落ち着かない目をしていた青山新七長井半之丞松原匠それに今おじを迎えに立った飯田大井之助といいそろいもそろって蜂須賀島の副心たちが自分のそばに座り込み自分の目の動き 手の微動にも監視を注いでいるらしく思えるのだ。おての変だわえと、天蔵はここへ通るとすぐ感じていたのである。口実を設けて帰ろうかとさえ考えたが、その間に庭の方にコロクの姿が見えてしまったので。おお、おじごで。と、 彼の方から強いて笑顔を作りながら迎えかけた。コロクは鍛冶小屋から今持ってきた鉄砲を地に立てて持ったまま。天蔵、庭へ出ぬかと、外から呼んだ。その様子は常のコロクと変わったところもないので、天蔵はいつもの慣れ癖をすぐ出して。何か、急に手前に。 ご用だというお迎えで参じましたが、うん。何のご用でまあ、降りて来い。ほう。くつぎのわらぞりを履いて、天蔵は庭へ出た。半の城や匠も彼について出た。そこに立て。五六は、老いの天蔵へそう命じてから、自分は庭石の一つへ腰をかけた。 手の鉄砲を立てて持ったなりにである。天蔵は途端におじの瞳から自分を置いてきたあるものを直角して発動としたがもう遅かった。おじの腹心たちはご石のように四方に立って囲みの形をとっていた。天蔵の顔は見ている間に青くなった。孤独の体から 目に見えない憤りの炎が立っている。日頃慣れやすい天蔵にも、その前は、胸口一つ言わせなかった。天蔵。ほう。お主、コルクが日頃、言ってある言葉を、読も忘れはしまいな。覚えております。人と生まれてだ。今の世の、 乱国に生まれてだ。最も恥ずべきことは、といた職と領民いじめだ。諸国の土豪というやからが、皆それなのだ。信ぶというやつが、皆その類だ。だが、古六正勝の一家は、それではならんぞ。と、固く、今しめてあるはずだが、 俺の身内だけは、志を大きいところへもと百姓いじめや、野党の真似はやるまい。そして、一国一条を持ったら、お互いに栄えよう。そう誓ってあるな。お、おります。それを破ったのは、誰だ天蔵。己は、 そのために俺が養わせておく武力を悪用して、野党を働いたな。茶碗屋へ押し入って、赤江の名器を盗んだな。ぐ<っ>逃げかかる天蔵へ、コロクは大活を浴びせながら突っ立った。見ろしい、座れ。座れ、それ。と、もう一度、コロクは怒鳴りつけて、天蔵の気を、 飲んでしまってからまた。言げる気か、おのれば。と、責めた。に、逃げなどは、いたしませぬ。芝の上、腰をついたように、べたっと座って、天蔵は、震え声で言った。縛れコロクは、辺りに立っている四人へ向かって命じた。松原匠と、青山紳士とが、 すぐ左右から飛びかかって。お言葉でござると、後ろ手にねじ上げ、刀の作業で腕首を巻きつけた。はっきりと身の危険と、事の露見を悟ると、天蔵は蒼白な顔に奮然と、ふとぶとしい犯行を表して。あ、お、おじおなんだってこの天蔵いくらおじおでも、無体だ あまりといえば、やかましい。覚えはない。この天蔵には、今、おじごが言ったような、盗みをした覚えなどは、やかましい。誰に、誰がそんなことを、告げ口したのかまだだまなのかおじごも、おじごじゃござらぬかなぜ一応、噂があるならあると、天蔵におっしゃった上で、めめしい言い訳を、 でも、多くの身内を抱えている一族の頭目が、人の告げ口などに惑わされて、よく吟味もせずに。吠えたけるのを、コロクは耳に問いながら、手についている鉄砲を肘へ上げていった。こやつ、栗吉の,の撃ったこの鉄砲の試しには、ちょうど良い生き物だ。向こうの鍵のそばへ引き立て、 木にくぐって立たせておけ。寝室と匠は、天蔵の背をついたり、襟紙を持ったりして、庭の果てまで連れて行った。弓矢では、よほどな相手でもないと、矢の届かないほどな距離であったが。おじごう、言うことがある。もう一言、言わしてくれと、そこから、死に物狂いで怒鳴る天蔵の声は、 よく聞こえてきた。が、コロクは耳も貸さない。大井之助が持ってきた火縄を取ると、玉込めして、すぐそう叫び狂っているおいの姿を狙いすましているのだった。わ、悪かった。おじを、白状する。もう一度、天蔵の言うことを聞いてくれ。言うことがある。 的に立たせられてわめいている者の声をよそに、四人は、孤独の鉄砲の手元を、死因として、唾を飲みながら、見守っていた。濃く、一濃く、彼方に狂っている天蔵の声は、かすれてしまう。そして、ダメだ、と、死を観念したか、がくりと、 天蔵が首を垂れたと思うと。おい。と、コロクは鉄砲から目をそらして、後ろに控えている彼を呼んだ。石金を引いても弾が出ないぞ。どこかこの鉄砲にはまだ狂いがあるらしい。ちょっと小屋へ走って行って、火事の国吉を呼んでこい。火事の国吉は小屋からすぐ飛んできた。 コロクは鉄砲を示して。今うち試してみたが、どこかまだ不出な箇所があろう。弾が止まんのだ。すぐ直せ。と言った。国吉は改めて。すぐには治りかれますろいつまでよく来るまでは。もっと早くいたせ。試しにかける生き物が待っておるのだ。え 国吉はそう言われてじめて、えへ隠しつけられている渡辺天蔵が的に立っているのに気づいて、あお,おいご様、よじを申すなと、コロクは耳をそらして、そちは鉄砲火事。一日も早く、ただ鉄砲の製作に成功するよう、少年すればよいのだ。この一丁は、そっちにとっても、それが成就するか否かの。 大事な施策であろうが。おい。悪人とはいえ、天蔵も身内の一人。犬死に刺すより、せめて鉄砲の試しにでも、役立たせてやれば、幾分でも世の助けになろう。早くしてこい。え、へい。何を渋っておる虚のような目で、くわっと睨まれた心地がしたのである。 その目すら受けないで、国吉は、おい、急ぎますろと、鉄砲を抱えて、鍛事小屋の方へ、あたふた戻って行った。匠、元の生き物には、水でも与えておけ。鉄砲の治るまで、小物三名ほど、見張りにつけておくことも、言うまでもないぞ。 言い残して小クは母屋へ上がってしまうそれから彼の朝飯であった匠大井之助珍獅たちの腹心もそれぞれ宮もから姿を隠した長井半之丞はその日自分の郷土へ帰ることになっていたので間もなくいとまを告げ 松原匠も用事に出かけ、後には飯田大井と青山新七の二人だけが丘の屋敷に残っていた。日が高くなる。今日も暑い。丘は蝉の声に包まれ、岩石は焼けて、動いているものはありだけの炎天になった。梶事小屋の方から時折、激しい土音が響いてくる。 必死に鉄砲の石金を作り直しているのだろう。天蔵の耳には、それがどんなに聞こえてゆくか。二三度。まだか、鉄砲。と、孤独の部屋から最速の声がした。その度に、控え部屋から、青山新七が炎天をかけていって、やがて、もうしばらく、 園先へ戻ってきては、家事小屋の仕事ぶりを伝えていた。その間に、コロクは自分の部屋に大の字なりになって、昼寝していた。紳士も、やらいの疲れが出て、ついうとうとと居眠っていると、突然、に逃げた紳士殿逃げたき、来てくれと、庭先から誰かは見た。 新七はびっくりして、はだしのまま飛び出すと、番につけておいた小物の一人が。お、おいごさまが、あとの、あとの二人を切り倒して、逃げました。と、まるで、粘土のような青い顔して、下の根も上の空に告げるのだった。<laughs> 逃げたと飲めるように新七は、その番人と共に、 駆け出してっかけたが振り向いておわしら、老い子の天蔵殿は番の者のを切り捨てて、逃げたと申しますぞ。天蔵殿が、逃げましたぞ。二た声ほど怒鳴った。せみしぐれに包まれた母屋の一室で、心よげに昼寝していたコロクは、<何>ガバッと起き上がるなり。 寝る間も抱いていた刀をそのまま小脇に、横縁から飛び降りて、もう新七のすぐ後に続いてかけていた。来てみると、さっき天蔵をくくりつけておいた木に天蔵の姿はなく、ただ木の根形に一筋の浅縄が溶き捨ててあるばかり。 足数にして約十歩ばかり先に一個の死骸が秋になってうつぶしているしずっと土塀へ寄った際にも頭をザクロ割りにされた番の者が塀の根へ寄りかかったまま死んでいたそこらはぶちまいたように血がこぼれていた炎天なので土や草に乾いた血はすぐ変色して 漆みたいに黒く見えるが、生々しい匂いに歯虫が寄りたかって、表も向けていられない。万のもの、え、えへい。生き残って、今、知らせにかけてきた男は、孤独の声を浴びただけで、それ、ひれ伏してしまった。量の手首を、作業でくくり。 その上にもなお、朝縄をかけておいた天蔵が、どうして縄を抜けたのだこの縄を見れば、断ち切ったようでもないが。はい。と、解いてあげたのでございます。誰があれに、殺されている万の者の一人が出。なんで解いた誰の許しを受けて解いたか 元より、はじめは、耳にも貸さずにおりましたが、おいご様が、いばりがしたい、いばりをする間、と、あまり苦しがっておっしゃいますので、ば、ばかな、と、黒くは、ジランダを踏まないばかり、のろして、なぜ、そんな締め切った手に乗って、ええ、たわけが、お頭様、ま、 お許しくださいまし。ですが、おいご様が、晩の手前どもへおっしゃるには、あの情に脆いおじが、どうしておいの俺を、本当に殺すものか。これは、俺を意見するために、仕置きしているのだ。救命だから、晩には許される。それを貴様たちが、俺の言うことも聞かず、俺を苦しめるなら苦しめてみろ。と、こう。 おろかしなさるので、一人がついといて、あちらの小岳け、いばりをしに連れて参りました。そして、ギャッという声がしたときは、もう二人とも殺されていましたので、手前は後も見ずにお知らせに。くどい。天蔵はどう逃げたか、それを先に言え。と塀へ手をかけていましたから、多分そこを越えて、 外へ飛び降りたに違いございませぬ。ドボンと掘りの水音が、その時、したように思いまする。ころくは、菊間も、もどかしそうに帰り見て。新七、おうじしてしまえ。村の道への、すぐ手配をしろ。言いつけると、彼自身も、その手配のために、表門の方へ恐ろしい勢いで駆け去った。 今が今。というように、孤独からせっかちに言いつけられて、火事小屋へ飛んで戻るなり、鉄砲のせき金を打ち直していた国吉は、屋敷のうちに何が起こったのも、時がたったのも、物音も一切知らなかった。ただ鉄砲、それしかない。汗にまみれ、不意後の歌人を浴び、そして、 ようやくヤスリがけから仕上げにまで来て。そう、できたが。ほっと一汗。肘でこすったが、果たして玉が思うように飛ぶか否か。まだ十分に自信がない顔だった。から筒を壁へ向けて、バシッと、咳金の調子を試し、うーん、良さそうだ。 めめてうめいた。だがコロクの前へ出てからまた不備があったりしては面目ない国吉は念のためとそれに玉込めして銃口を地へ向けて一発撃ってみたブスッと勢いよく地面へ小さい穴が掘れた閉めた待ちかねているコロクの顔を思いながら国吉はすぐ 声から飛び出した。そして、庭の方へ、樹木の深い小道伝いに急いで行くと。おいおい誰か呼んだ。木陰に人影が、ちらと見えた。国芳は足を止め。誰だ俺だよ。俺とは渡辺天蔵だ。え、うん、おいご様で 何をびっくりした目をすんのだははわかった。今朝俺が木にくくしつけられて、鉄砲の試しになろうとしていたのに、ひょいと出てきたから、予定したのかど、どうなされましたので。どうもこうもないさ。おじおいの中だ。脅かされたのよ。取った石棺をくわせやがった。へ ところでだ。たった今、村の白旗の池で、客姓と林村の地侍とが喧嘩を起こした。おじごも、大井も、新七も、すぐ駆けつけて行った。俺にもすぐ後から続いて来いとのこと。鉄砲は仕上がったかできましたよこせ。お言いつけでございましょうな。元寄りのことを、早く出せ。 相手が逃げたら試されぬ。天蔵は、ひったくるように、国吉の手から、鉄砲も、ひなわも奪って、森の間に走り込んだ。はてな。手放してしまってから、国吉は変に感じて、彼の後をつけて行くと、天蔵は、表門の方へは行かず、ことさら、木々の小で、薄暗い裏手の土塀を乗り越えて、 外の掘り際へ飛び降りた。そして、掘りの腐った水の中に胸のあたりまで体が浸かってしまうのも構わず、野獣のようにジャブジャブと渡っていくではないか。いや、とぼうだ。出会いなされ、出会いなされ。国吉は土塀の上から大声で怒鳴った。その時も、泥ネズミのようになって、向こう岸へ這い上がっていた天蔵は、 一発、彼の顔を狙って撃った。グわー水のそばのせいか、寂じい音がした。国吉の姿は土塀から転げ落ちた。すぐわらわらと駆けつけてくる足音が彼へ迫った。だが、天蔵の影は、まるで氷が飛ぶように、畑や野の土を蹴って、 やがて消えてしまった。やはぎ川。売れが回った。課長の八チスカコの名をもってである。集まれ。というのだ。晩方までに土豪八チスの丘の住居は、門の内外、のぶしで埋まった。河川か。何事だろう。 何が起こったのか。集まってきた者は皆これ、物の具を取れば、一癖ある面魂の者のばかりだったが、平常は野に住んだり、畑を売ったり、繭飼いをしたり、馬を飼って市へ出したりなどしている、ただの農民や飽きんどと変わりがない。ただ彼らは、根っからの農民や飽きんどではなかった。血の中に、多分にまだ、 祖先の遊武と現代への不満を抱いて、時しあらば再び弓矢の中に運命の風雲を巻き起こそうと、かねてから結び合っている加藤の友柄なのである。そのうちに、お庭へ回れ、静粛に、注文をくぐって、と、孤独の副神、稲田大井之助、青山新七たちが出てきて指図した。 その副神たちはすでに武装していた。元より土豪の一族なので本鎧ではないが、固定すねあてをつけ、差し量も大ぶりな陣痘に変えていた。さては、デブレだなと、一同は早くも察していた。どこからどこまでというしかとした領土もない代わりに、どこの城に所属しているとか、 誰に随身しているとかいう明瞭な味方も敵もないのが土豪である。だが、それにしても時々合戦には出る。同じ土豪から自分の一族の勢力圏内を侵されたとか、あるいは国主から味方に頼まれるとか、降り入って援国の大名からでも通報を依頼されるとか、などの場合。 しかし、それは多く、金や報酬によって動くのだが、古録はまだかつて、利のために動いたことはない。それは、この金国の小田家でも認めていた。三河の松平家でも、寸言の今川でも知っていた。だから、土豪とはいえ、自然重きをなしていたし、八塚島を土地から覗こうとするものもなかった。 そのょ長からの触れなので、わとばかり、一族は駆けつけてきたが、広庭へ群がって、ふと月山をあうと、まさかつは、檻から、白ぼの空に見える、二日月の下に、黒わのうを置き込み、大立ちをよこたえて、軽うながら、どこか、とうのもくらしいろ禄を備えて、石像のように、木年とつったっていた。 そして、水を打ったように、数百人の一族がひそまに帰ると、老いの渡辺天蔵を、今日限り、偽絶する旨を宣言して、その始末を明白に述べた末。が、これは課長たる、俺の不意気届でもある。と、不徳を写真。天蔵は逃げ寄せたが、草の根を分けても、中伐せずにはおかん。 もし、彼を生かしておいたなら、土豪八チは、百年の後も、野党の徒と、謝られるだろう。お前らは、お前らの面目のために、祖先のために、子孫のために、天蔵目を、撃ち殺せ。俺の老いだ、などと思うな。キャツは、八チス一党の族だぞ。言い渡しているところへ、物見にあった者が駆け戻ってきて、 告げることには。三栗屋村の方でも、渡辺天造と、その一類が集まって、一戦をも自殺と、物々しく固めているよしにございます。と、あった。敵が、渡辺天造と聞いて、彼らは少し張り合い抜けした様子だったが、事の点末と、一族の名のためだ。と、コロッから聞かされると、古いたって、真っ黒に。 武器蔵へ流れていった。武器蔵には驚くばかり多量な武器が貯蔵してあった。元兵、剣武、王人の乱と続いて何百年かにわたって作られてきた武器は合戦の度、三夜にも捨てられたが、その数はおびただしいものに違いなかった。分けて、近頃では、 国々の合戦はやむまもなく、人の住むところには不安と暗黒がみなぎっているので、その心理が武器を大切にした。どんな百姓の家にでも武器があった。また、槍や刀など食い物の次にすぐ金にもなって売れた。八塚島の武器蔵には先祖以来のものも随分あったが、急激に増えたのは、 コロクの台になってからであった。しかしまだ、その中に鉄砲は一丁もなかったのである。が<五>、せっかく成功仕掛けたその鉄砲は、天蔵が盗んでいった。コロクの奮務は、絶頂に達していたと言っていい。この上にも、一戦をも辞せぬなどとは、やっ先にしても、飽きたらぬ認否 キャッツの首を見るうちや、このカードを解いてはねぬぞ。コルクは、角出に行った。そしてすぐ、人数を引き、ミクリア村へ向かって殺到したが、村近くまで来ると、お日の手だと、一同は足を止めて、夜空を見守り合った。水田の彼方に土橋が見える。赤い夜空に、点々と人影が動いている。 さては敵か。と、先方から一人放って店にやると、天造の戸は火を放って略奪を始めたので、逃げ惑うてきた村民だそうでございます。という報告。人数を進めていくと、なるほど、赤子の声などもひいひい聞こえる。村民たちは家財や家畜や病人などを担って、逃げてきたところへ、さらに。 カチス村の人数。と、聞いたので、震え上がっていたが、孤独の副審、青山晋七が言って、俺たちは、略奪に来たのではない。一族の渡辺天蔵と、その手下ども、中罰に参ったのだ。と、悟すと、ようやく静まって、口々に天蔵の暴悪を恨んで訴えた。 彼らの救助するところをきっと、天蔵の悪事は茶碗屋へ野党に入っただけの一時にはとどまらない。国主へ年号を納めるほかに、私に法を立てて、村民から田や畑の守護船と称して二重の税を取ったり、池や川の席を自分の手に奪っておいて入船を取ったりしていた。そして、不平を鳴らすものがあれば、 手下をやって、他や畑を荒らしてしまう。もし、領主へ密告すれば、その一家を皆殺しにすると脅していた。国主は、戦備と戦争に追われているので、年貢の取り立てには見回っても、平常の治安にまでは手が回らない。天造の一味は、良いことにして、幕地場を開いたり、神社の境内で、 牛や鶏を屠殺して食ったりしていたらしいまた屋敷には女を集め神社の拝殿は武器の隠匿場にしていたというしてその天造の人数は今夜どんな配備をしているか新七が正すと村民たちはまた口をそろえていった神社から 槍や長屋を持ち出して酒を喰らい、戦って死ぬと吠えておりましたが、にわかにいえいえいえ、冷えをつけ回り、二打の背に金目なものや武器や食べ物など、詰めるだけ積み込むと、一段になって逃げ落ちてしまいました。戦って死ぬ、と言いふれさせたのは、逃げ延びるための転造の策であった。また、小手送ったか。 コロクは自団打を踏んだ。が、彼は、ミ民どもを先へ、家へ返せ、と、下地した。協力して消化に努めた。そして天蔵が、爆地場にしたり、人獣の血を流したりしていた神社の拝殿を、明け方までに清めさせて、コロクは、そこにぬかずき。一族の端くれたりといえども、天蔵の悪行は、やはり、 八塚一等の罪。後日必ず中罰を垂らし、村民を慰み、心拍を捧げて、お詫びつかまつるでござろう。と、記念した。その間、彼の一族と帝兵は、宿として両側に整列していた。この秩序と、彼の継身の行いを眺めて、信ぶしの頭しらかと、村民たちは、 むしろ、下限な顔して、眺めていた。渡辺天造は、蜂須賀の名をもって、何事も振る舞っていたし、古六の甥いということも知れ渡っていたので、その頭と聞いただけでも、戦立していたのであろう。だが、古六は、神と民と味方に持たなければ、世に立てないことを知っていた。やがて、物見が帰ってきた。 それによると、天蔵の一味は手下を加えて約七十人ばかりの同勢。東春日ガの山道へかかって、身の地へ逃げ越えてゆくらしい足取り。と、ある。この録はそこで、人数の半数は八塚村へ帰って留守を守れ。残る半数の半分はこの村に留まって、焼け出されの村民を救護したり治安にあたれ。 後の人数は、俺について来い。と、命じた。で、彼の手兵は、わずか四五十人しかいなかった。その正在で、コロクは天造を追いかけた。小牧、久保意識を経て、ようやく先の敵勢に追いつきかけると、みちみち、物見を残して歩いている天造の方でも、来たの 悟ったらしく、急に山道を迂回して、瀬戸峠から、アスの町の方へ下っていくとの知らせ。それが、山中ばかり追い歩いた、四日目の昼頃だった。夏だし、道は喧騒だし、愚足切れはあるし、王法も王法だったが、逃げ回る天蔵の同勢も、逃げ疲れてきたものと見え、道々み荷を捨て、馬を捨て、 だんだん身軽になって、道き側の渓谷で、隙腹へ川の水を入れ、ぐったり、と汗吹いていった。ところへ、わっと、孤独の人数が、両側から流れ落としに攻撃した。人間のかかる前に、無数の岩石が降っていった。谷川は、もう、血の油を流していた。うぬう おのれい、ひくなは、なんのつく、きりなぐる、とっくむ、川へ落ちる。同じ一族と一族との激突であった。敵の手下と、孤独のへいのうちには、血のつながるおじとおい、いとこといとこ、日頃は仲のよい友達の顔もあった。が、ぜひもない。同じ五体のものなればこそ、 その病根は立たなければならないのだ。コロクは我が地に等しい敵の先血をかぶりながら、天造天造出会えとわめきながら誰よりも郵送に駆け回った。道月側の警告は一瞬で真っ赤になった。コロクの手兵も十人ほど死んだが敵はほとんど皆殺しにした。 しかし、コロクはなお、あの峰、あの道を、と、自腹子だった。肝心の天蔵の姿は、死骸の中になかった。彼はいち早く手下を捨て、峰伝いに、エナ山脈の懐へ、逃げ去ってしまったらしいのである。キャツ、公衆領へ目指していったな。はがをして、コロクが峰に立っていると、 突然、四方の山の小玉を読んで、グわーんと一発の玉飛ばした。鉄砲だ。彼を嘲笑うごとき、鉄砲の音だった。孤独の方に涙が流れた。無念は言うまでもないことだ。しかし、彼は秋のような老いを、その時になっても自分の五体以外のものとは思えなかった。 自分の不得に悔いの涙が湧いたのである。偶然として、そこの峰に立って考えてみたとき、コロクはまだまだ自分がいかに野望を抱いても怒号の位置を出し,して一個の国持ちとなるには日の遠いことを知った。その資格がないことを悟った。身内の一人すら、 収めることを知らないでは。武力ばかりではダメだ。施策がなければ。また、日頃の低金がなければ。とも考えた。温然と、彼は涙の目から苦笑を光らした。証明が、俺を教えていったわえ。コロクは、見れから怒鳴った。おい、引き上げろ。 その日、三十四人に減った人数をまとめて、道月川の警告から、衣の宿場へと下がった。宿場の外れに野営して、翌日、岡崎の城下へ使いを立て、通行の許しを得、そこを立ったのが、すでに遅かったので、岡崎の城下を通ったのは、もう夜中近くだった。街道筋へかかると、国々の、 デジロ、ホンジロなどの他に、柵や鳥でも花の使えるほどある。人数を引いて、通行のできない要所もあるし、日数もかかる。で、矢作川を船で下り、大浜から半島のハンへ上がる。そして、床滑から再び船便で海をよぎり、蟹江川を遡って、八塚村まで帰ろうという、 道取りを取ったものである。ところが、矢作川まで出てみると、夜中でもあったが、船は一層もなかった。橋もない。見なせは早く、川幅は208軒とか言われている。県務の年の新田、足利の合戦をはじめ、岡崎の用街として、ここはいくたびか古戦場となってきたし、今も、 つい数年前には、織田信秀と松平家の軍とが、大戦の血を流し、天文14年から16年にわたる合戦の果て、織田の微衆勢が大敗して尻ぞいたところである。太平記陰本には、矢萩川の橋を引き、盾をかいて、防ぎ戦いける。と、あるから、遠い昔や、 江戸の地世になっては、諸人往来のため、二百八軒の大橋がかかっていたものと見えるが、その年、天文二十一年の夏の頃には、まだまだこの地は、乱世乱馬の合戦の真っただ中。矢作の大河は、とうとうと押し流れてはいたが、矢作の大橋はなかったのである。五六刀一等のものは、 東惑顔に、付近の木陰にたむろしていたが。下る船がなければ、私に乗って、台湾へ上がろう。と、一人が言うし。いや、もう夜が吹けた。朝を待てば、船があろう。と、いうものもある。だが、ここでたむろするには、もう一度また、小笠崎の城へ、届けに行かなければなるまい。と、コロコが分別を与えて、 私を探せ。私一層さえあれば、代わる代わる越えて、夜明けまでに、船で下る道のりほどは歩けよとと、指図すると。いや、おかしら、その私の小舟さえ、どこにも見当たらないので。と、誰かが言う。馬鹿な。この子はかり飛ばして。一層の小舟さえないと、そんなはずがあるものか。 これほどな大が昼中はなんで往来するか。戦のため、川止めというような非常な時にせよ。そこらの足間や、河原草の中に物見船は隠してあるものだ。よく梅をあいて探し直してこい。と教えた。怒鳴られた勢いで彼の手兵は川の上下へ分かれて、五六人ほどバラバラとかけていった。 その中の一人が、おお、おっと、と叫んで足を止めた。洪水の時にでも土をさらわれていったらしいギリギシに、川柳の大きなのが根を露出して水の上鏡越しに枝を垂れている。その木陰に一層の船が繋いであった。 こんもりと茂った夏柳の墓毛は、川の水もとろのように穏やかで、そして暗かった。ってころだ。孤独の部下はすぐそれへ飛び乗って、一同のいる下流の岸まで流していくつもりでもあったか。そうつぶやくと、柳の根に巻いてある船の模様をほどきかけた。すると、その兵はぎょっとしたように、 目の下の船を見据えてしまった。船は、似たり船ぐらいな、足の浅い船であったが、もう壊れかけていて、水垢に浸されていると見え、危ないほどかしいでいる。それでも、私に使えないこともないが、見ると、腐ったトマを敷いて、船の端に、高い,いびきで眠っている男があるのだ。 何者と、その兵は、目を見張ってしまったのである。なぜならば、不思議な服装と、不思議な要望と、そして、あまりに不敵なほど、心よげに眠っているからだった。袖も短い、裾も短い、さらしの汚れ抜いた着の一重に、鉄鋼ギャンをつけ、素足にワランジを履いた、 大人かと思えば大人でもなく、子供かと思えば子供でもない男が、国府へ向かって身をあ向むけ、眉やまつげにつゆを置いて、全く方針の姿で寝ている。おい兵は呼び起こしてみたが、冷めようともしないので、槍の石づきで、その男の胸のあたりを。おいと、もう一度呼び起こしながら、 軽くこいた。目を開いた男は槍の塚を握ってふわっと兵の顔をねめ,めかいしながら「なんだ!」と寝たままで言ったホタル流れる水の姿にも似ている今の境遇を。 やは川の柳の陰に寄せて、腐れ止まを担いで、一夜を船に過ごしていたその男は、中村の家を出たきり、頼りも知れなかった日をしであった。去年の一月、下の夜、母に一袋の塩を残し、自分は父が遺産の銭一貫紋をもらって、偉くなって帰る、と、姉にも母へも、 そう誓って家を出た彼だった。もう今までのように、昇華や匠の徒弟になって転々とする気持ちはない。侍暴行と一途に求めた。けれど、宇治、素性も定かでない。また、見るからに風采の貧しい彼を、侍屋敷ではどこでも抱えてくれなかった。 駿府小田原と歩く先々で「今夜のお手伝いなら」とか「うまがいのうまや掃除なら世話してやるが」などと言われるだけでたまたま雄をふるい起こして侍屋敷の門前に立ち「私を使ってください」と自分の身を押し売りしてみても笑われたり怒鳴られたり 小敷扱いされて竹う切れ終わりたりするだけだった。わずかな銭はすぐなくなりかけた。世間の実際はやぶやまのおばが言ったとおりであって、ひよしの考えは夢にすぎないものだった。しかしひよしはその夢を話さなかった。なぜならば自分の望んでいるものは誰に聞かれても、 恥ずかしくない立派なことだと、固く信じているからである。草にね、水に枕している間も、その望みは忘れない。世の中で一番不幸せ者と彼の思っている母を、どうしたら一番の幸せ者にしてやれるだろうか。また、嫁にもいけないでいるかわいそうな姉を、どうやって、 喜ばしてやろうか。もちろん、ひよしにも、たくさんな欲望がある。ことに、もう17歳の若者だ。胃袋は、食っても食っても、食いたらない気持ちらしい、大きな屋敷を見れば、あんな屋敷に住んでみたいと思い、豪華な武家のなりを見れば、自分のなりが帰り見られ、美しい女たちを見れば、 風の中の匂いを強く感じる。とはいえ、どんな欲望を思うよりも先に、母を幸せに、という念願が、常に前提として彼にはあった。だから彼は、その第一の希望が達しられないうちに、自分の欲望を先に満たそうとは思わなかった。それにはまた、 彼には彼のみの別な楽しみがあったから、ものの欲には我慢もできたということも言えよう。その楽しみというのは、流浪の行く先々で、上を思ういとまも,もなく、知らないことを知る、という楽しみだった。世間の機微、人情、風俗、それから時世の姿だの、諸国の武備だの、 百姓町人の暮らしの様だの。武者修行する者は大人頃から室町の末になるほど流行り者のように多くなってきたが、ひよしもここ一年半ばかりはちょうどそれと同じような真紅と生活をして歩いてきた。けれど彼は武術をめがけて条件を指して歩いてきたのではない。 わずかな金で、問屋から針を仕入れ、木綿針や絹針を小さな塔に包み、それを行商しながら、甲州、北越の方まで歩いてきたのだった。おりはいらんか今日の縫い針じゃ。買うてかんか木綿針、絹針、今日の縫い針。日吉は諸国の町を呼び歩きながら、わずかな理で、 生きてきてたしかし、冷静な針売りの利益で口は食べても、針の穴から世の中を見るような小さい人間にはならなかった。小田原の北条、甲州の武田、駿府の今川田の北越の城下城下など、ずっと見てきて感じたことは、今に世の中は大きく揺れ出して、 大変な変わり方をするぞ。ということだった。今までの小さな小さな内輪もめみたいな戦乱と違って、日本全体の姿勢を立て直すような正しくて大きな戦争がこれから起こるという予感だった。すると、俺だって、と密かに彼は思った。俺は若い。 これからだ。世の中は足利幕府の年寄りの仕事にだれてしまい、混乱してしまい、老衰してしまっている。若い俺たちは世の中を待っている。漠然とそんな考えを抱いて、ハリー、ハリーと呼び歩いてきた。北陸から京都・近江と回って、人当たり世間の風に吹かれて、 元の終わりを過ぎて岡崎へ来たのは、ここの城下に以前、父の八重門の身寄りがいたと聞いていたので、それを頼ってきたのであった。と言っても、決して日頃は親類や知るべを頼って、移植の方法を受けようなどと、寂しい考えを出す彼ではなかったが、この夏の初めから食あたりにかかって、 ひどい下痢をわずらいながら歩いてきた疲れと、方々、中村の家の様子を聞きたいために、出会った。ところが、尋ねる先は見つからないし、昨日も今日も、照りつける炎天をさまよい歩いて、生きゅうりを食ったり、犬水を飲んだりしたため、また腹がしぶり出して、たそがれ、 この矢作川のほとりにたどり着くと、その痛む腹を抱えたまま、船の中に寝入ってしまったものであった。腹がゴロゴロなる。微熱のせいか口が乾く。茨のトゲを頬張っているように、口の中が熱に刺され、そしてつばがなかった。そういううちにも、 母母、彼のまぶたは母をえがき彼のねむりには母がたずねてきていたがいつのまにかこんこんとふかくねむりおちていたその母もなく腹のいたみもなくてんちもなくところへふいに「おい!」とよびさまされたかと思うと 誰か自分の胸を槍の石突きで小ずいたものがあったのである。誰だひよしは無意識に槍の絵を掴んで体に逃げない大声を出した。胸は男の魂のありどころである。五体の中の神棚に等しいところだ。槍の石突きでそこを小ずかれたことは相手の誰であるにかかわらず ヒヨをむっとうさせたにちがいなかった。ごぞう、起きろ。コロクの部下は、つかまれた槍の絵をひきながら言った。ヒヨは、槍をつかんだまま、船の中に身を起こして、起きろってこのとおり、起きているのはわからないか。どうしようというんだ。と、言い返した。おや この,のぶせりめ。槍の絵を通して、ひよしの力と、その反抗を感じると、孤独の部下は、怖い顔を見せて、頭から脅しつけた。出ろというのだ。てその船から。この船から、てだってそうだ。その船がいるんだから、とっと,とと開けて、消えうせろ。すると、ひよしは、なおさら、つむじを曲げたらしく、 船の上に落ち着き直して、やだ、と言った。な、なにやだ、やだとおお、嫌なこっだ。こいつ、何がこいつだ人がよく眠ってんのいきなり槍の先っぽで小突き起こして、その上船がいるようだから、盾とは何だ消えてうせるとは何だち、凝りくつを込んでるやつだ。 やい、ふらい。なんだ我々を、誰だと思う人間である。知れたことを。聞く奴があるか。口の達者な小僧め。後でその口を曲げて、縮み上がるなよ。我々は、八チ村のどこ。小頭のコロック・マサカツ様について、一等数十名で、今宵矢作へかかったが、船がない。そこで、 私を探し求めているうち、己の船を見つけたのだ。船を見ながら、人間は見えなかったのか。ここは俺の住まいだぞ。見えたればこそ起こしたのだ。死の子をうおやつに立て、出て伏せろ。いやかましい。何をもう一度言ってみろ。何度言っても同じことだ。嫌だ嫌だ。この船は、くれてやれぬ。言ったの コロクの部下はぐっと槍の絵を引いて、槍の絵ぐるみ、ひよしを岸へ引きずり上げようとして踏ん張った。これをはかって、ひよしが手を離したので、槍の絵で槍の刃を払いながら、コロクの部下は後ろへよろめいた。カッとしたらしく、おなれへと、槍を持ち直すと、その兵は白い穂先をひらめかして、ひよしの影へついていた。 腐った船板だの、赤組だの、友などが船の上から飛んできた。その間に、バーカーと、二のほど、ひよしのののしる声も飛んできた。すると、そこへ仲間の誰彼が、わらわら駆けつけてきた。そして、待て、なんだ、何者だ口打ちに言い合いながら、そこへ立ちむらがったとき、 さらに、コロクと、その部下の荒ましも、後から後から、駆けつついてきた。船があったのかあるにはあったが、どうしたのだがやがや騒ぐ、部下の者をしりぞけて、コロクマサカツは、静かに前へ出て、柳の影の暗い船へ、目を注いだ。コロクの影を仰ぐと、ヨシも、 これはこの者どもの頭だなと悟ったらしく、やや居住まいを改めてじっとその顔を静止した。コロクの目はいつまでも彼へ注いだきり物も言わなかった。コロクは日吉の要望やその身なりを不思議がったのではない。自分の目を見てくる彼の目に驚いたのである。 で、コロクは心中。こいつ、身なりに似合わぬ、不敵者。と思って、ことさらに、瞳を凝らして見つめたが、見つめれば見つめるほど、しの瞳も、闇夜に見るムササビの目のように光って、それようともしないのであった。ついに、コロクは目を紛らして、同時に、当たり前な温情で呼びかけた。 子供、子供。と、ひよしは答えない。まだ口を結んでいる。そして、いるようなその目も、コロクの顔から離さなかった。ゴリ、子供。するとひよしは、おらか膨れ返った顔して言った。コロクが言う。 そうだ。お前より他には、船の中には、誰もいないではないか。と。すると、ひよしは、肩を少し上げて。おらは子供じゃない。転覆している。と言った。と言った。突然、コロクは肩を揺すぶって笑い出した。そうか。我は大人か。だが、大人だとすると、 その扱いをするが、いいが大勢で取り巻いて、俺が一人をどうする気だのぶしだな、お前らは。貴様、言うことがなかなか面白い。面白くない。俺らはいい気持ちで眠っていたところだ。おまけに、ほらが痛い。誰が来て、何と言おうが、ここを動くのは嫌だ。うん。腹が痛いか。痛い。どうしたのだ 水あたりか、あさあたりだろグリーンはどこだウアりの中村だ。中村か。して、中村のなんというものだな親の名は言えない。オの名は、日吉という。どこ、待て待て。人の眠っているところを起こして、人の素性を洗い立てばかりしていいものか。お主は、どこのなんというものだ我と同じ。 終わりの怪盗後、ハジスカ村のハジスカコロクマサカツというものだが、我のような牛が村の近くにいたとは知らなかった。何か飽きないでもして歩いていいのかそれには答えないで。お、おさんたちは怪盗後のうか。そんなら、おらの村からもっと奥ない。イヤは急に人懐かしい顔を示して、早速、 中村の噂でも聞きたそうであったが、じゃあ、同じ国の州だ。さっきは嫌だと言ったけれど、船を開けてやろう。と、枕にしていた飽きないものの包みを斜めに背負って岸へ上がってきた。その様子、一挙一動、古録は黙って眺めていた。物売りの世間連れ。 旅連れした小アッパの減らず口。と、このもはじめは見たのであったが、心が溶けてうなずくと、少しも悪びれた様子はなく、船を去って、ひよしはすごすご、立ち去ろうとした。待て、ひよしとやら、我はこれからどこへ行くのか船を取られたから寝るところはない。草の中へ寝れば夜中に濡れて、 病んでいる腹が余計にしぶるで仕方がないから余計まで歩くんだならば俺と一緒に来いどこへ八塚村へ屋敷に置いて飯も食わそう病も手当てして使わそうおりょうとう日吉は神妙にお辞儀したが自分の足元を見ながら考えているふうだったするとオラを屋敷へ置いて 抱えてくれるというのかね我の面魂に見どころがある。この古録に随身する気があれば使うてやる。はい。顔を上げた。そして彼ははっきり言った。俺もう侍暴行したいと心がけているんで、諸国の侍の方や大名たちの威勢ぶりを見てきたから、侍暴行するからには主人を選ぶのが第一と分かってきた。 うかつには、衆は持てぬ。はっはっはっは。いよいよ面白い。この古六正勝では、我の主人には不足か。使われてみなければ、それもわからないことだけど、八塚村の八塚といえば、オラの村ではよく言わない。また、オラが仕えていた前の主人の家、泥棒に入った男も、八塚の一族と言った。オラが泥棒の手下になったら、お母さんが悲しむから。 そんなものの屋敷へ奉公はできない。では、我は茶碗屋捨て次郎の家にいたことがあるのかどうして分かったかね茶碗屋へ押し入って悪事をした渡辺天蔵はいかにもわしの一族のものだが、わし自身はそういうふらち者は捨ておかん。天蔵は逃がしたが、その一味どもを成敗して、八塚村へ帰るところだ。 我たちのみにまで、コロ一文の名が、そのように、謝られているか。うん。おじさんは、そういう人間じゃがないらしいな。ひよしは、十七にしても、ませた口ぶりで、彼の顔を見ながら言った。そして、ふと思い出したように。じゃあ、おじさん、何の約束なしに、オラを八塚村まで連れてってくれるかねそしたら、 二つ寺の親類の家まで行きたいが、二つ寺といえば、すぐ八塚村の林村だが、そこに知るべがおるのか。おう、オケダイの新左衛門という人は、おっかさんの方の縁続きだ。オケダイの新座は、侍の果てだ。では、我の母は、侍の末だのお父さんだって侍だった。オラは、こんなことをしてるけれど。 いつの間にか船の中には乗れるだけの者のが乗り込み、船座をさして、東目のロクが乗るのを待ち受けていた。よし、ともかく乗れ。二つ寺へ行きたくば二つ寺へ行け。八塚村にいだければ八塚村におるもよし。肩を抱えて船の中へ連れて降りた。 ひよしの小さい体は、林のように立ち並んだ槍と、大きな男どもの間に隠れた。船は大河の流れを横切っていったが、流れが速いので手間がかかった。ひよしは退屈顔に立ちこらえていたが、ふと、孤独の部下の一人の背に止まっている蛍を見つけ、手をカゴにして捕らえると、その名滅を、 無心に見ていた蜂八束村へ引き上げてから後でもまさかつは取り逃がした老いの天造をそのままに放ってはおけなかったあるいは部下を変装させて死角として放ちあるいは遠国のごうと連絡を取って その後の彼の行方を探すなどやがて秋の頃となってもなお手を尽くしていたしかし会いはなかった噂によれば渡辺天蔵は江野の山伝いに甲州へおち延び例の古禄が苦心して制作させた鉄砲を見物として武田家へ取り入り甲州のラッパ者の組忍び甲蘭隊の将 へ入ったということであった公衆へ盛り込んではとコロクもさすがに諦め顔につぶやいたがしかし無念そうであったするとその噂の聞こえた日頃主人が参るべきでござるがと因縁な使者が門をたたいたこの事件が起こる前に 孤独が茶飲みに呼ばれたお大一族の者の,の家来だったその折問題になった赤江の水差しを携えてきて署名として使者が言うにはこの一品より同族の間にご想像があったとやら承るついてはこの名品も買い求めたものとはいえ家倉といたし置くのも心苦しいゆえ、ご当家より茶碗屋へ お戻し使わされてはいかが。古く殿のご一文も、それにて、立つことと存ぜられるが、とのことであった。古六は好意を写し、後日、ご挨拶申すでござろう、と受けておいた。そして、東礼の使いをやる折に、水差しの値に倍する黄金と、見事な蔵などを持たせてやった。 その日である。使いを出した後で、また松原匠を呼んで、何やら言いつけていたが、やがて地震、円へ出てきて、サる、サる、と庭へ向かって呼んだ。日吉は、おい、と答えながら、小陰から小芳っこく走ってきて、お呼びですかと膝をついた。ここへ来てから、 二つ寺へも行ったらしいが、すぐ帰ってきて、その後、なんとはなしに居ついていた。起点がきく、何でもする。人は彼を小馬鹿にするが、彼は人を馬鹿にしない。口が達者なほど、心は決して軽薄でない。で、コロクは庭かいにして愛していた。庭かいは、宝き持ちの小物の仕事のようではあるが、 事実はそうでない。主人の身近に働いて朝夕主人の目に触れるし夜は夜の盛り役をもすることになるので決してよそ者などは使わないものであるそれをコロクは庭へ買ったサルサルと呼んではいるが愛している証拠であったシンカーの茶碗屋の宅へ行ってこい。 について茶碗屋へですかなんで迷惑そうな顔すんのじゃ。でも、我が二の足を踏むのは分かっておるが、今日の使いは茶碗屋の急増だった水差しを無事に戻して使わすので行くのだ。で、我をつけてやれば、我の顔もよかろうと思って言いつけるのじゃ。言ってこい。ひよしはそう聞くと、 土の上に座り直して両手をついた。ありがとうございます。ご恩は忘れません。喜んで行って参ります。茶番屋へ着いた。彼は友として来たので家の外で待っていた。以前のばいがサロが来たと気幻があってかわるがわる覗きに来た。ひよしが この家を追い出されたとき、笑ったり、ぶったりした奉公人の顔も見えたが、ひよしは忘れてしまったもののように、こんにちは、こんにちは、と、その顔の奴隷も笑顔を見せながら、日なたにうずくまって松原匠が帰るのを待っていた。やがて匠は、使いを済まして奥から戻っていった。 思いがけない盗難の赤江の水差しが帰ってきたので、茶碗屋の夫婦は夢かと喜び、死者の草履を揃えたり、夫婦して門脇まで走り出て、なお礼を繰り返したり、下へも置かない待遇だった。お服もいた。ちらとひよしの顔を見、ぎょっとした顔つきだったが、それへ向かってもひよしはみやっと、 白い歯を見せただけだった。ちチかさ様いは、いずれ日を改めまして、お礼に参上いたしまする。ないとぞ、よろしゅうお伝えあげ、願いまする。また、わざわざ今日のお使い、ご苦労様でございました。茶碗屋夫婦、その子、奉公人たちが、一度頭を下げる中を、よしは、松原匠の後について、 手を振って出て行った。やぶやまのおばさん、どうしてるだろうな。おじもあの大病、もう死んだかもしれない。光明寺の山を仰ぎながら、ひよしはそんなことを考えながら歩いた。中村は、もうそこだ。当然彼は、母やおつみの顔を、さっきから胸に思い出して、ちょっと、 駆け出して行ってみようかとさえ思うほどだった。けれど、霜の夜、誓って出た言葉がある。今言っても、母を喜ばしてやる何者も、まだ自分の手にはなかった。その中村の方へ背を向けて、後ろ髪を引かれながら、彼は巧みについて歩いていた。すると途中で、 おや、八右衛門殿のせがれじゃないか。足軽邸の男が声をかけた。どなた様でしたっけよしだろう、お前は。はい。大きくなったな。わしは八右衛門殿の友達の乙若だよ。織田様に仕えていた頃、同じ足軽組にいたものだ。思い出しました。そんなに私は大きくなりましたか 見せたいなぁ、死んだ八重門殿に。そう言われて、勇士はほろりと涙をこぼしかけた。私のおふくろに、近頃、お会いになったことがございましょうかついぶさたしているが、中村へは時折行くので、よそながら噂は聞いている。相変わらず、よく働いていて結構だの。じゃあ、 病気もせず、丈夫で暮らしておりますかお前こそ、どうして家へ行かないのだ偉くなったら帰ります。顔だけでも、見せてやれよ。女親にはな。ええ。熱いまぶたがたまらなくなって、清はもう、顔を背けていた。気がついてみると、乙若の姿も、もう、あなたへ歩いているし、 松原匠も先の方を歩いていた。残暑も薄らいでいった。朝夕は秋を覚える。芋の葉が目立って大きくなった。この堀は五年もさらってないぞ。槍や馬の稽古ばかりしていたって、足元にこんな泥を溜めているようじゃ、ダメだ。今 村のしのがりの家使いに出て戻ってきた日吉は、蜂塚の古い堀を覗いて一人つぶやいていた。何のために堀があるんだコロ様に一つ言ってあげよう。竹ざを突っ込んで水深を探ってみた。水草で一面なので誰も気づかないが、よしが察した通り、そこは何年となく落ち葉や、 泥の体積に渦まって、何弱もなかった。二三箇所でそうして、竹ざをを放り捨てて、横門の橋へかかろうとすると、おこびと、呼ぶものがある。ひよしのみなりが小さいから、おこびとと言ったわけではない。大けに使える小物のことを、そういうのである。どれだい橋の上から、 ヒヨシは振り向いた。見ると、堀のそばのシイの木の下に、コモを敷き、ネズミ色の着物を着て、尺八を刺した男が、ひもじいような顔して、膝を抱えていた。ちょっと、と、男は手招きした。この村へも、時々入ってくるコモソである。コモソとも呼んでいる。 ずっと後の,の江戸時代のそれのように、その頃のコモソウには一定した修復もなかったし、カやケサなどもあんなびびしい装いはしていなかった。どれもこれも薄汚くて、武将ひげを生やして、老いごもに尺八一本持って歩いていた。中には本格的に鈴を振って、更禅寺をまれて、 りんりんと遊行していたものがないこともなかったが今日吉へ手招きしたコモソウもまた汚れ腐った着物に武将ひげを生やしている組だったお布施かいそれともおなかが減って動けないのかいよしは小馬鹿にしながら戻ってきたが 苦しい旅の味はよく知っているので腹が減っているなら飯を体でも病んでいるなら薬をもらってやろうとすぐ頭の中では思い合っていた違うこの僧は顔を横に振ったじっと日吉を見上げて笑うそして敷いている菰の席を半分譲ってまあお座りいいよ立っていても 用事は何さお主は、五道家のお召使いか違う。違う。今度は、清が真似して顔を振った。俺らは、ここの係うどだ。コ禄様に召しはいただいているが、まだ奉公人にはなっていない。うん。でも、何か働いてはいるのだろう。台所か、大もてか。いや、そういさ。り番ばんか。 そうか。それではコロク殿にも目をかけておられるな。どうだか。今はおいでか。おろすだよ。ご在か。それはあいにくな。と、コモソウは落胆したようにつぶやいて、居住にはお帰りじゃろうか。と尋ねた。日吉はそれだけの会話のうちに、このコモソウの様子に不信を見出し、 急に、口数を控えてしまった。おかえりはいつだな重ねて、聞くと、ひよしはそれには答えず。このそうさん、お前は、お侍だろう。このそうなら、成り立ての、新米だろ。非常な驚きを顔に表して、このそうは、ひよしの顔を見つめていたが、やがて、どうして わしは侍か。また新米のコマソと、お主に分かったか。ひよしは子もなげに。分からなくってさ。広く日に焼けているけれど、指の股が白いじゃないか。耳の穴がまだ割合に綺麗じゃないか。侍という証拠には、そうしてコの上に座っていても、具足を着てあぐらを組んでる格好だよ。癖だから、どうしても。 膝頭が上がって座になるおのぼ屋やもそうなんかは背骨を曲げてペタンと座るものだからすぐわかるさうんそのとおりだこそうはムの上から起き上がったが立ち上がりながらもヒヨの顔から目を離さなかった恐ろしいけがんだこれまで敵地の木戸や関門を通ってくる間にも それほどまでに、わしを見抜いたものがなかった。目くらせりんだからな。だけど、小ムソさん、何の用だいお頭に。実はな、と、声をそめて。わしは、ミノから来たものだ。ミノ斎藤秀達の家中で、ナンバーナイキといえば、コロクのにはわかっておる。人知れず、このままでお目にかかって、 すぐ引き返したいのだが、ご不在なれば仕方がない。昼間のうち、ムラムラを流して、黄昏にでもまた、出直してくると言い出そう。もし、お帰りになったらそっと、お前から耳打ちしておいてくれ。言い残して、この僧が歩きかけると、日吉は呼び止めて、嘘だよ、この僧さん。えですと言ったのは、そっちの素性がわからないからだ。 実は、馬場にいらっしゃる。おいるのか。うん。もう見届けたから案内してあげよう。オについて、こっちへおいでなさい。あくまで、お主は、抜け目がないの。弓矢の家にいるからには、これくらいな気配りは当たり前だよ。身の衆は、こんなことぐらいに感心するほどみんな、ぼんやりしていいのかね。そんなことはない。こルソは、舌打ちした。 堀をめぐって畑を通って森の後ろへ回ると広い馬場があった乾いた土が空へ上がっていた五六以下八塚州の人々が駒を引き出して猛烈な牙の練習をやっていた騎乗ばかりではなくクラとクラとを寄せ合って棒で殴り合っていた激戦の場合の 突撃を喫していいのであろう。ここで持っておいでなさい。よしは小ソを置いて一人でかけていった。しばらく様子を見ていると、コロクが汗の顔を拭きながら休息所の小屋へよを飲みに来た。おいですか、お頭。よしはすぐよを組んで、熱くないほどに水を割って加減し、盆に乗せて。 コ独クの将棋の前にひざまずいた。我も見ていたか。はい。答えながら寄って。身の家のミッシュを案内して参りました。連れてきますかお頭からお運びになりますかミッシュは森の陰に待たせておきましたが、と、早口に告げた。何ミのから斎藤家のミッシュと聞くと、コ独クはもう多言を待たず。 将棋から立って、猿、はい。穴井瀬、ここへですかいや、俺の方から出向く。どこへ待たせておいた森の向こう側に指差しながら、清は先に立って歩いた。ミノの斎藤家と八塚とは、公な関係ではないが、かなり長年の間、一つの密命を結んでいた。ミノに断るときは、 蜂須賀から手を貸して助け蜂須賀に断らば美濃の勢力が後から援護しようまた経済的には年ごとに200貫の量美濃から貢ぐそういう条約だった織田信秀や三河の松平や駿府の今川家などの牧攻勢力の中に挟まれてぽつねんと島のような存在でありながらそのどれからも 平丼を免れて、八塚島が八塚島として、土豪ながらも、死林に屈せずにいられるのは、遠く、稲葉山の居城から、斎藤道山秀立というもの、のみが効いているおかげでもあった。血のりを隔てながら、どうして八塚ス島と道山秀立とが、そんな条約のもとに結ばれていたか。ということについては、 一つの話が聞こえている。それは、五六の先代、九ロード・マサトシが、頭に立っていた時代のことであるが。あるよ。八塚家の門前に、行き倒れていた病人がある。武者修行艇の侍だった。マサトシが暴れんで、屋敷へ引き入れ、医療を尽くして、回復を見た後。 呂銀まで与えて立たせてやった。ご本は忘れおかぬ。やつれた武者修行は言った。そして、別れて立つ日にもまた。いつか自分が志を得た後には、消息いたして今日のご奉仕にきっと報いる。と誓った。その時、言い残した名は松並正九郎と聞いていたが、 やがて年へてから、その小九郎からよこした書簡には、斎藤、山城の神、秀達としてあった。あの人が、と、後では驚いたことだった。そういう救援から、孤録の代になっても、秀達との命は、依然結ばれていたのである。その秀達からの密使、何事かと、 コロクがすぐ立っていったのは当然だった。このソ姿のミッシー、ナンバーナイキは、森陰に待っていたが、コロクを見て、おお、と礼儀をした。コロクも礼を返し、そして双方が目と目と正しく交わしながら片方の手を拝むように胸に当て。手前はコロク正勝。それがしは、 稲葉山の家人、難波ない木にござる。名乗り合ってから、もう一度、低く頭を下げ合うのだった。秀達は幼少の頃、妙覚寺に入り、顕密を学び、全身はそうであったこともあるので、美野衆の合言葉にも、顕密の語が用いられたり、こういう隠し作法にも、どこか、人院臭さがあった。作法を交わしてお互いが、 このものは間違いない。と、見極めると、初めてうちくつろいで、何でも話し合うのだった。猿、誰が参っても森へ入れるな。俺が許すまでは。コロクは言いつけて、ナイキとともに森の中へ入っていった。森の中の二人の会見に、どんな水さんが交わされたか。 ミッショが開かれたか、日吉には知るよしもなかったし、知ろうとする気も元もよりなかった。彼はただ、充実に、森の外に立って、張り番していた。使いに行けば使いに、庭掃除になれば庭掃除に、張り番に立てば張り番に、彼は持った仕事の人間になりきった。彼に限っては、どんな仕事でも、 仕事を愛することができた。それは貧しく生まれたからばかりではない。現在の仕事は常に次への希望の卵だったからである。それを忠実に抱き、愛熱で返すときに希望に翼が生えて生まれることを彼は知っていた。今の世の中で身を立てるには何が一番大事か。 ひよしは考えてみたことがある。それはケ図だ。家柄だ。しかし、彼にはそれがない。家柄の次には言うまでもなく、金と武力だが、その二つも彼は持たない。では、何をもって、俺は世に出たらいいか。と、自分に尋ねてみると、悲しいかな。肉体は、 先天的に賠償だし、健康も人並みより優れていないし、学問がないし、知恵は当たり前だし。一体何がある忠実。それしか考え出せなかった。それも何を忠実になると考え分けてするのではなく、何でも忠実にやろうと決めた。 忠実なら裸になってもモテると思った。だが、その忠実をどういうふうに行っていくかと自問自答して、なりきるというところへ彼の腹が据わった。どんな職業でも与えられた転職になりきってやろう。庭掃除でも、草り取りでも、馬屋掃除でも、 なりきってする。将来の抱負を持っていても、その希望のために、現在の足腰を浮かすまい。現在から有利して、将来のあるわけはない。希望は、なりきっている下っ腹において、上っ面に出すものではない。ピピー、チ,チチ、チチ。森のことは、 ひよしの上でさえずっていた。だが、ひよしの目は、小鳥のついばんでいる木の実を見なかった。よう、ご苦労。やがって、古録が森の奥から出てきていった。機嫌がいい。野望的な目が輝いている。そして、どんな重大なものを持たされたのか、緊張した後の冷めた表が、まだ、 いくらか上気していた。すみましたかすんだ。コムソウさんはもう帰った。別の道から森を出て。コロクはそう言ってから、ふと日吉を帰り見て、多言するな、と、今しめた。はい。ナンバーナイキが、あのコムソウが、ひどく我を褒みしちぎっておったぞ。そうですかいずれ、 人角の者のに取り立ててやる。いつまでも、蜂須賀におれよ。その日、美野の密詞がもたらした問題についてに違いない。夜になると、孤独の屋敷には、一族の主だった者のみが寄って、くるまで密議をしていた。その晩も、日吉は、星の下に立ちきりで、充実な、 役だった稲葉山城稲葉山の斎藤銅山秀達の密使は一体どんなことをもたらしてきたのだろうか元より元秘だ一族の者でも主だった者にしかその内容はもらされていないだが 密かな表記があった夜の翌日頃から、八塚島のうちでも腕が利くとか、頭が鋭いとか、貧瘡だとかいう特質のあるものが、次々に変装しては八塚村から消えていった。岐阜へ、岐阜へ、誰となく囁かれていた。古録の射程に八塚七内というものがあった。 その七内も何か一役持って岐阜へ忍んでいくこととなり、ひよしはその七内の友をしていけと言いつけられた。何か戦でも始まるんで、その探りにでも行くんですかひよしが尋ねると。余計なことを言うな。黙って俺にくっついてくればいいんだ。と、七内は、 何も話してくれなかった。この人のことを、屋敷の小物でも、台所のものでも、あわたの七内様と陰口して、誰も煙たいというよりも像をしていた。兄の孤独のような常味が、このあわたの七内様にはちっともないからだった。大酒飲みで生意気で、 すぐ腕自慢するといった風な人間だった。嫌だな。ひよしも正直そう思った。だが、コロクから、他の小物では心もとない。先ろナンバないきも褒めておったし、そちならばと思われるので、と言われたので、いやも文句も言えなかったのである。 一般の恩、一宿の義理でもある。八須島の端くれに加わって、働くまでの決心は、まだつききらないが。かしこまりました。言ったからには、七内様でも、あばた様でも、あくまで誠意を持って、友をしていこうと、日吉は思い決めた。さて、出発の日となると、八須七内は、 すっかり、髪形まで変えて、清須の油問屋の注文取り、という旅ごしらえをして出かけた。清は、この夏、着て歩いていた、針売りの行商着をそのまま着て、少しばかりの荷を背中に置い、油絵の室内とは、道中の道連れという様で、身の字へ向かった。猿。 往来調べの軌道へかかったら、俺のそばを離れて通るよ。はい。てめえは一体、口出し者で、口数が多いから、何を聞かれても、なるたけ黙っているんだぞ。へい。ボロを出すと、俺は知らん顔して、捨てていってしまうぞ。街道の軌道は、次々にあった。尾張の尾田家と、ミノの斎藤家とは、 婿と衆都との親密な関係にあって、味方同士のはずだが、なかなかそうでない。いや、尾張・美濃の間には、国境もあるから、そうした警戒をどっちがしていても、そう不自然ではないが、美ろへ入ってみると、美濃一国のうちにも、お互いを疑い合うような目が、どこにも光っていた。なぜでしょうよしが、 七内に聞くと、知れたことを聞くやつだ。斎藤道山様とその子の吉達とは、もう何年も前から睨み合っている仲じゃねえか。一国の中で二つの勢力が反目し、一族の中で父と子とが戦っていることを、七内は何の不思議とも思わずに言うのだった。日吉は七内の頭を疑った。 部門の上では、源平の頃でも、父とことが弓矢の間に敵味方に立った例もないではないが、そこにはそれ以上の苦悶と理由があってのことだ。どうして、斎藤道山様と、この吉田様とは仲が悪いんですかふり落ちない顔して、そこでまた彼が聞くと、うるせえな。七内は下打ちして、 そんなことだ人に聞くと、相手にもしてくれない。ひよが、美濃の国の土を踏む前に、第一に抱いていたものは、彼の気持ちに背く、その疑問だった。だが、岐阜の里は、山水明美な城下だった。町並びも麗しかった。もみじした稲葉山は、小雨に濡れたり、日に生えたり、 檻から秋もふけた頃だったので、朝夕に見ても見やかなかった。別の名を金華山とも呼ぶように、まるで錦色の崖だった。町と電屋と長良川の水の際から、とつこつと急にそびえ立っている絶頂に、一羽の白鳥でもうずくまっているかと見まごう白壁が、ポチと小さく見える。 とっこい山城だのう。ひよしは目を見張った。城下からそこへ登るのには、七曲がり、百曲がり、水の手の用外堅固であるとも聞かされ、難攻不落というのは、こういう上知を言うのだろうかと感心したが、ひよしはすぐ、白ばかりで国は持たない、と胸の中でつぶやいた。七内は、 安価な町の辻の商人宿に宿を取ったが、ひよしには。お前は、この裏のきちん宿へ泊まれ、そのうちに、用を言いつける。遊んでいては、人に疑われるから、用ができるまで、毎日、り売りに出て歩いていろ。と言って、わずかばかりの銭をくれた。はい。ひよしは、神妙に、銭にお辞儀して、 すぐ裏町の汚い基地へ行って止まり、結局一人でこの方が気楽だったが、そのうちにどうができると言ったが、一体何の用事だろう。今もってわからなかった。ちんには旅芸人だの、鏡研ぎだの、小引きだの、雑多なものが止まっては入れ替わっていった。ひよしの皮膚は、 のみしらみにも鍛えられていたし、そういう人種の持つ特有な匂いにも慣れていた。ひよしはそこから毎日、張り売りに出て、帰りには塩物と米を買って帰ってきた。きちんぐ暮らしは皆自炊だった。かまどだけを借りて、まきいと屋根代を払えばいいのである。 7日ほど過ぎた。だが、室内からは何にも行ってこない。室内も毎日ブラブラしているのだろうか。彼は自分だけ捨てられたような気がしていた。と、ある日、彼が屋敷町の小道を、針はいらんか鏡張りはいらんか 飽きないして歩いていると、向こうから、うつぼの皮袋を脇にかけて、ふたはりみはりの呼吸を肩に担った男が、ひよしよりはよく通る声で、弓の直し、弓の直し、と、呼びながら歩いてきた。そして近づいてくると、親と目を見張りながら、弓直しは立ち止まって、お猿じゃねえか。 いつ、誰とこっちへ来ていたんだと、尋ねた。ひよしも驚いた。その弓の直し屋は、古六正勝の部下で、三田彦十といい、ついこの間まで、八塚村の一つ屋敷にいた男なのである。ヒコ様、あなたこそ、どうしてそんな商売をして、この岐阜にいるんですか俺ばかりじゃない。仲間の八塚等が、 少なくとも三四十人はもう入り込んでいる。だが、猿まで来ているとは思わなかった。私は七内様について七日ほど前にやってきましたが、用ができるまで張り繰りをして歩いているというので、こうやって張り繰りをしていますが、一体全体、これは何のためにやっているんですかまだ聞いていないのか。七内様は何も話してくれないので、 人間、あてのわからないことをやっているほど苦しいことはございません。そうだろう。ヒコ様には、その目当てがわかっているのでございましょう。わからなくて、弓の直しなんかして歩けるか。お願いですから、一つ聞かせてくださいませんか。こんなところで、立ち話はできぬ。どうしいどのも意地悪な。何のためかも知らず。 うろついていたりしたら、我の命も危ない。え、命にかかりますか我が捕まれば、この地へ入り込んでいる一刀の密敬が露見してしまう。そうだ。仲間一同のためでもあるから、我も飲み込んでおくように、といてやろう。ありがとうございます。だが、ここでは一目につく。あの社の裏ではどうですかうん。 ちょうど腹も空いたわ。弁当でも食いながら。彦十は先に歩いた。日吉もついて行った。何神社か森に囲まれてひっそりしていた。二人は携えている弁当を解いて食べ始めた。胃腸の葉が舞っている。真っ黄色な小を仰ぐと、 小達の彼方に、秋の名残を燃えがっている、紅葉の稲葉山と、絶頂の城郭とが、くっきりと青空にそびえて、斎藤一門の派遣を誇っていた。目当ては、俺よ。彦コジュウは、飯粒のついている橋の先で、稲葉山の城を指した。ほう。ヒ吉は口を開いて、わざと、ポカンとした顔をしながら、 橋の先に目をやる。ヒコが見る稲葉山の城と、ヒヨの目に鋭じたそれとは、一つ対象ではあるが、心は大きな創意を持って、しばらく眺め合っていた。ちょう、あの城でも、ハ日カ島で乗っ取ってしまおうという算段ですかヒヨが言うと、バカ言 古獣は、彼のバカバカしい質問に箸を追って、竹の皮とともに地へ投げ打ちながら下打ちした。あの城には、斎藤道三殿の子、シンクロヨがいて、この妖怪の地に市輪を抑え、京都と関東の通路を訳して、うちには兵を練り、新しい武器を蓄えて、小田も今川も北条も、所詮、歯が立つものじゃない。 まして、ハ須ス島などがどうなるものか。バカも、休み休みせっかく、話してやろうと思うことも、張り合い抜けして嫌になるから。叱られて、ひよしは、へい、もう余計なことは言いません。素直に口をつぐんだ。弓直しの新田彦十は、どれも気はしまいな。拝殿の横から、 境内を眺め回して、さて、唇を舐めた。俺たち、八塚島の者と、斎藤道山秀達様との深い関係は、我もいつか聞いているだろうが、ヒ吉は前に懲りているので、返事もただ、うなずいてするにとどめておく。ところが、 その道山秀達様と養子のシンクロを吉達とは、ここ数年、互いに不和になっている。なぜといえばだな。彦十は、日吉にわかる程度に、斎藤一門の内向と、皆のふん乱している実情と、ざっと、次のようにかいつまんで語った。道山秀立は、 全名を長井利政とも言い、西村勘九郎といった頃もあり、松並正九郎と名乗ったこともあるし、また名もない油売りであったり、武者修行に歩いたり、寺にいたこともあるという。何しろ経歴の込みっている人物で、その下た,たか者ということは、彼が美の一国に万居してから、まだ一尺の地も、 外的に譲らないのを見てもわかる。だが、腹は黒い。何しろ、油売りから身を起こして、空手で身の一国を我がものとした男だけに、最初に仕えた主人、時正頼を殺し、次の主人、より頼成をまた国外へ追って、その章を奪ったりなど、残忍、告白な数々の経歴は、 あげて語ったらきりもない。ところが、報いか。恐ろしいのは宿命である。彼が奪って自分のものとした、主人、とき氏の章が生んだ子は、今のシンクロをよしたで、銅山ひでたつは、他人、それが自分の実の子か、主人、とき氏の子か、悩んでいた。 こは長じていき、彼は老いてゆく。悩みは深くなる。すでに、その義達は、身の丈六尺余り、膝丈一尺二寸という、堂々たる青年となり、稲葉山城の主君として君臨し、銅山は、長良川向こうの鷺山の城へ、隠居の身とはなっている。鷺山と、稲葉山と、川を隔てて、 豪の深い宿命の親子は、今や睨み合っていた。時めく義達は、やがて自分の素性を悟るに及んで道山を恨み、道山をないがしろにした。追いゆく道山は、義達を疑い、義達を呪い、ついには義達を拝着して、次男の孫城を建てようと図った。だが、 そのくわたては、義シの方で、いち早く知ってしまった。義シは、来病で、大殿と陰口を言われたりしているが、宿命の子だけに、性格はつむじ曲がりで、ちぼうも優もある。その儀ならば。と、齊山へ向かって、防災を堅固にし、一線をもじしていない。銅山の方でももちろん、 あのライドのをのずかれば。と、あざましくも、おのが五体に等しいヨシに向かって、いつでも流す血を覚悟している。そんなわけだ。と、彦コは一息ついて。そこで、先頃、ハチス村へミッシが来たわけだ。で、道山様からの頼みというのは、鷺山の家来方では顔も知れているから。 俺たち、ハチスカ島の手で、この城下に火をつけてくれというのだ。え火をと言ったって、いきなりつけ火したって役には立たない。その前に、いろいろなことを言いふらし、稲葉山城の義達や家来が不安な兆しを起こした頃、風の強い夜を測って、この城下を火の海にする。そこへ、 道山様の兵が長良川を越えて一挙に寄せようという計略なのだ。ほほう。と、ひよしは大人びたうなずきをして、感服したような、しないような表情で。では、何ですか私たちは、この城界へ流犬を放ったり、火付き役をするために、頼まれてきたというわけで。そうだ。つまり、 ラッパですね。人心を混乱し、その木に乗じてことを図る。ま、そんなものだ。ラッパといえば、下船の者がやる仕事でしょう仕事がない、銅山秀達様からは、多年、見つがれている八塚刀だからな。彦十は単純であった。なんと言っても、やはり、のぶしはのぶしだなと、日吉は、 その顔を見てしまう。が、彼にはそう単純になれないのだ。そののぶしの家の台所で冷や飯を食べても自分の身はたまとも思っていいのである。これから世に出す身をそう存在に分別はできなかった。で、七内様は何しに来てるんですか指図役だ。 何しろ、三四十人も、ちりじりバラバラ入り込んでいるから、誰か締めくくりをつける者がいなくてはならないからな。なるほど。おあらましわかったの。わかりました。だが、もう一つわからないのは、手前自身ですが。んお前か。私は一体、何をする役目なんでしょう。七内様からは、流言をはっとも。 何を探れともいつかってはおりませんが。多分、我は、賢くて小粒だから、大風の晩に火でも作る役の方に置いてあるのだろう。ああ、火付けですか。何しろ、そういう密命を持って、この城下へ来ているわけだから、寸分も油断はできぬ。弓の直し屋をしてあくにも、針り売りをしてあくにも、よくよく気をつけて、 言葉の端にも、け取られぬことだぞ。知れたら、すぐ捕まりますか当たり前だ。道山様の方では知っていることだが、もし、吉達の方の侍にでも、嗅ぎつけられたら、すぐ血祭りだ。いや、捕まったら、我だけで済むことか。俺たちにとっても大事だぞ。何も知らんのは不憫と思って、こう、打ち明けはしたものの、 ヒコは、もし、猿の口から秘密が漏れたら、と、急に不安を覚えてきたらしいのである。ヒヨしは、彼の顔色を察して,いて、大丈夫です。旅には慣れていますから。かりはあるまいが、ヒコはなお、ダメを押して。敵地だからな、ここは。よくわかりました。あれ、そう言っている間にも、 人目に怪しまれるとはいかねえ。腰が冷えてきたと見え、彦十は立ち上がって、二三度腰骨を叩きながら。猿、我の泊まっている宿屋はどこだ七内様がいる旗子の、ちょうど裏にあたる浴丁の基地んで。そうか。じゃあ、そのうち、俺も一晩泊まりに行くが、あいやどの人間には特に気を配れよ。 やれ弓を担って弓直しの新田彦十は、その一言を合言葉に町の方へ立ち去った。日吉は残っていた。そしてなお、拝殿の横に腰掛けたまま、ぽかんとイチ林の小杖越しに、城の白壁を遠く眺めていた。今、 彦コの口から、この国土の重たる斎藤家の内装と、その悪行ぶりを聞いてから、再び、城を仰ぎ見たとき、その鉄壁も、県外の妖怪も、清の目には、何の権威にも見えなかった。むしろ彼は、誰が次には、この城の主となって座るだろうか。などと考えて、また、 鷺山の父山もだ。ろくな末路を遂げまい。と、信じた。君神の道もないところに、国土の剣護がどうしてあろう。父とことが計り合い、採議し合っているような領主のもとに、どうして民の信望があろう。文化的には、ここはよくやを抱え、剣山を追い、京都諸地方への交通路を訳して、 天さんに恵まれ、濃厚も盛んだし、水は麗しく、女も綺麗だが、ひよしは心の内で、据えている、と、見た。信じて疑わなかった。だから彼の頭は、その据えたる文化の中にうごめく宇治についてなど、考えている糸いまがなかった。一足飛びにすぐ、次の上司は誰か、に、 思い至っていた。同時に、彼は一つの滅室にぶつかった。それは今、自分が飯をもらっている、八塚すかこのである。信氏、信氏と、世間はとがくよく言わないが、こ六その人を直接に知ってみると、彼は正義の男だし、遠い家系の血を引いていやしくないし、人物もまず、 一人角と言ってよいし、ひ吉も日常、彼に頭を下げて、言いつけを受けることを少しも恥としなかったが。さて、ここで少し考えさせられる。斎藤道山とは、他年貢がれもし、抗議も深い間柄には違いなかろうが、銅山の人物を知らぬはずはない。悪逆非道な行いを、 見ていないことはない。だのに、その銅山と結び、親子の内装に、ラッパの役を引き受けてやるなどは、どう考えても、ひよしには組みせなかった。メクラ千人、コロクもまず、メクらも一人か。と、嫌気がさしてくるとともに、急にそのコロクの仲間からも、この、城下からも、 逃げ出したくなった十兵衛光秀それは十月末のからっ風の強い日であった日吉がいつもの吉鎮から行商に出て行こうとすると裏町の辻に鼻をあからめて佇んでいた弓直しの彦十が猿これを そばへ寄ってきて彼の手に一通の会場を握らせ「読んだらすぐかみつぶして川の流へでも吐き捨ててしまえよ」と注意するなりもうそしらぬふりして右と左に分かれていってしまった何だろうおよそ仲間の回文という見当はついていたが日吉は気にかかって いやな動機を打っていたこの仲間から去ろうこの土地から逃げ出そうそれは何度も考えてみたがここに踏みとどまっているよりは逃げる場合の方がはるかに生命の危険があったなぜなら自分は自分一人でこの鬼ちに泊まっているつもりでいたが自分の出入りや行動には絶えず八チス島の仲間の目が どこかで見張っているからだった。その見張りにもまた見張りがついているのだ。つまり鎖の一環のように単独に抜けることは許されない仕組みにできていることを近頃彼も知ったのである。いよいよやるのかなかねて彦十から聞いてはいたが、いざとなると、 よしはきもちがくらくなった。きがちいさいのか、きょうラくならぱとなって、みんしゅうをまどわし、じょうかをこらんし、ひのみを、まみたいになって、かつやくすることなど、どうもできそうもないきがする。第いち、それをきいてから、コロクエのそ敬けもうしなってしまったし、さいとどうにりえするきにもなれないし、なおのこと、 稲葉山城の義立にも味方する情熱など少しもない。もし味方すれば城下のために味方したい。どこに情状を持つかといえば、やはりそんな場合には、真っ先に戦火を受ける、町人百姓。分けても、このある母親へ、彼は通説に土場を持つ。なんの、まだ開けても見ないうちに、 しかししておったとにかく読んでみてからだが「はりーらんかおきょうばりー」といつもの声で流しながら日吉はわざと屋敷町の人目のない横丁へ曲がっていったと小川が,がある行き止まりだおやくいつはいけねえわざと聞こえよがしに行ってみますと おりよくかもなかった。でも念のため彼は小川へ向かって威張りをしながらしばらく悠々と付近の様子を見届けさてとおもむろに懐から怪文を取り出して読んでみると「今宵犬の下国。風西か南なれば」 城在地裏の森に集合のこと。風、北に変するか。風やむ折は、集合もやむこと。予想はやはり当たっていた。ひよしは読み終わると、細かに咲いて、口の中に丸め込み、紙だ団子になるまで噛んでいた。こりうり。ふいに、どこかで呼ばれたので、ひよしはうろたえ、 口の中のものを皮へはけ捨てる糸間もなく手のひらへ入いて握った。へい、どちらですかここだ。針を買って使わすから入ってこい。声は聞こえるが、誰か、どこか、一向その人の姿は見当たらなかった。いくら見回しても姿の見えないはず。声の主は、 彼方の侍屋敷らしい構えの中だった。低い土手の上、二段に巡らしてある辻の内から、その声はしたのである。ありより、ありより、こっちへ回ってこい。辻の横手の小さいくぐり門が開き、そこから若党らしい者が首を差し伸べていた。へい。ひよしは答えたが、 ちょっと様子をはかっていたこの界隈いの侍屋敷なら問わずとも斎藤家の家中とは知れきっているそれも銅山方の家臣ならよいが義達の直親でもあったら小気味が悪いありより針りを求めて使わすとおっしゃるこっちへ入ってこい求めてくれる人はその若党ではないらしいのだ いよいよ気が進まなかったが、ぜひなく近づいて。ありがとうございます。後について、ひよしはくぐりの内へ入った。そこは裏庭らしく、追事のとをめぐってついていく。かなり耐震の屋敷と見え、母屋は幾旨にも分かれ、建築の構想、戦績の清掃、ひよしは足をすくめた。 誰だろう針を買ってくれるという当人は。若党の言葉では主人筋らしいが、これほどの屋敷に住む大臣が、奥方であろうと、ご足女であろうと、地震、針など求めるはずはない。また、外を呼び歩く物売りなどを近づけるわけもない。針売り,りはい。暫じそこに待っておれ。 若党は彼を庭の一宮へ残していってしまった見ると母屋からはかけ離れた一棟があるその一棟は下が書斎上が書庫にでもなっているらしく荒壁で塗り回した中二階造りになっていた若党はそこの中二階を仰向いて「十兵衛様 呼び入れて参りましたがと告げた狭間のように壁を四角く切り抜いた窓がある十兵衛と呼ばれたのは245歳の白石名簿な青年で書庫の書棚から本でも探し出していたところか数冊の書を手に抱えながらその窓口に半身を寄せていた 今参る。下の縁先にでも待たせておけ。十兵衛は下の若塔へそう返事して窓口から姿を隠した。遠くから日吉は見ていた。なるほど、あんなところに人がいたのか。と、その時気づいた。あそこからなら追事の外も見える。 さっきからの自分の挙動を見ていたに違いない。何か疑って自分を調べるつもりだろう。するとこっちもその覚悟でいないととんだ目に遭うかもしれない。清しがそう保存を決めていると、我が党はあちらから手招きした。そして、今すぐごう家のお偉子様がそこへ見えられるから、 お縁先を離れて通んでお待ち申しておれと言った言われるままよしはその家の縁先から少し離れたところに座っていたもちろん土へじかにであるそしてしばらく手をつかえていたがなかなか出てこないのでそっと首をもたげた ひよしは目を見張った。室内は書物で埋まっていた。机の周り、壁の書棚。二の間も二階も書物の蔵になっているらしく思われる。ここの主人か、その老いか、よほどな学者だと見える。ひよしには書物など見るのも珍しかった。 しかし、投げしを仰げば、そこには見事な槍。床の間をのぞけば、そこには、鉄砲が立てかけてあった。やがて、その人は出てきた。静かに机の前へ座をしめ、頬杖をついた。そして、停前にかがまっている日吉のほうを、書物の文字を見るような英知な目で、しげしげ見ていた。 はい、こんにちは。それとは、まるで正反対な、あげっぱなしな顔をあげて、よしは。ありがとうございます。手前が針売りで、針をお求めくださいますか従兵は、ほずえをついたまま、机の上からうなずいて。うん。求めて使わすが、その前に、じと尋ねたいことがある。 そちは針を売るのが目的かそれとも、五条下を探るのが目的かまたより、針さえ売れればよいので。ならば、こんな屋敷工事などへ、なぜ入ってきたか受け道かと存じまして。嘘を申せ。十兵衛は、少し身をねじむけ。見るところ、旅らした面がなえ。 商いも今日や昨日のことではあるまい。およそ侍屋敷などで、針など売れるものか否か、心得ておるはず。そうとばかり限りませぬ、たまには、たまに、ではあろうが。でも、売れることは売れますので。では、それはまず置いて。かような人けのないところへ来て、何を読んでいたのか。 あたりに人がおらぬと思うて、ひそちは密かに紙切れを手にしていたが、およそ天地草木の生き生きと息づくところ、神の目のない世界はない。声のない仏証はない。何を見ていたか手紙を見ていました。何の道をお母さんから来た手紙を読んでいました。意外な答えだった。そして、 きょろりとしていたもちろん、十兵衛は、その理性的なまなざしで、こやつ、言葉巧みに、と、なお、疑いを濃くしたが、わざと優しく、そうか、母の手紙か。はい。しからば、その手紙を、見せい。ご城下のおきてとして、不審のものは、見当たりし第い、絡めて、 門中上へ突き出す定めになっておる。明らかにせねば不憫でも役所へ引き渡すぞ。証立てのため、その母の手紙とかを、これへ見せい。食べてしまいました。何おいにく読んだ後で食べてしまったので。食べた理をもって優しく、しかし鋭く。 徐々に攻めていた十兵衛も常識負けした形で呆れ顔してしまった。おい。ひよしはなお真面目に。わしにとればおっかさんは神様より仏様より生きているだけになお尊いおっかさんでござります。ですから、黙れ一括を投げて十兵衛はあとは言わさぬ顔を示した。 秘密の手紙ゆえ、噛み捨てたのであろう。それだけでも、不審なやつ。さてこそ。いえ、いえ、お考え違いをしては困ります。ひよしは慌てて、手を振って言い足した。神仏よりもありがたい、おっかさんの手紙を、持っていて、つい鼻を噛んでしまったり、往来へ捨てて、人の足に踏まれたりしたら、もったいない。 バチが当たる。そう思うので、いつも私は食べてしまうのが癖なんです。嘘ではございません。遠く離れている母の文字、食べてしまいたいほど懐かしいのは当たり前でござりまする。嘘だ。虚言だ。十兵衛は見抜いていた。しかし、嘘にせよ。 人並み優れた嘘を言う男もあるもの、と思った。それと、十衛にも故郷に残してある母があった。郷里、美濃の国、江奈子、明智の将の明智城に一人の老母が待っている。嘘も根からの嘘は言えないものである。母の手紙を食べてしまった、などということは、 で,たらめでもこの猿にいた子男にも親はあるに違いない十兵衛はまたそうも考えて相手の無教養らしい野生をもかえって哀れに思ったしかしまた得てこういう無知であどけない顔をした男が一旦作詞に利用されて相乗の火でもつけると 野,に出た野獣のような凶暴に変わるものであるわざわざ門駐上へ突き出すほどのものでもないし切り捨てるには哀れすぎると言ってこのまま放つのもどうかと思う黙って日吉の挙動をこかな目で見ている間十兵衛はそんな観察をしたり処理に迷っていたらしかったがやがて また又また市と以前の若党を呼んで奥に弥平次のはおいでられるかないらっしゃると思いますが恐れいるがちょっとお顔を拝借したいと申してこいかしこまりましたまた市はかけていったほどなくその弥平寺はまた一を伴って大股に奥から歩いてきた 十兵衛よりはもっと若い青年だった。十九か二十歳ほどであろう。この大きな屋敷の主人、明智光安入道の着手で、弥平寺光晴と呼ばれていた。十兵衛とはいとこ中である。十兵衛も姓は同じ明智で、名乗りは光秀と言った。おじい光安の屋敷に帰職して、ひたすら、 学問に没頭していた。国元には母もおり明智城もあって触覚をしなければならないような境遇では決してなかったが何分にもエナゴの産地では読みたい書物を手に入れるのもままにならないしそれに刻々と進みつつある文化に遠かったいやそういうよりも。 十兵衛光秀のうちに燃えている青年の欲望に、エナの明智城はあまりに小さく、あまりに文化の光や時世の動きに遠すぎたのである。叔父の光つも、よく我が子の光春に向かって、きっと十衛を見習え、というほど彼は金言で勉強家だった。 ここへ身を寄せる前にも、すでに十兵衛光秀は、景気の間から山陰、山陽の地方など、くまなく旅してきた。近頃多い武者修行の群れに越して、知識を求め、時代の流れを見、生活の中に進んで苦しみを迎えることもしてきたのである。分けて千州堺に留まって、 鉄砲を研究しててをきしたたここととはいいちくののにだから叔父三や安はじめ誰もが年はまだ若いがすでに同性の風を備えている新知識の仲裁として尊敬を払っていた。 ジューベ殿、何か拙者にご用だそうですかおお、ヤ平イ殿か。お呼び立てするほどのことでもないが、何ですかあなたにご処置をお願いするのがよかろうと思うて、と、三秀でも外へ出てきた。そして、日吉のポカンとしているそばで、日吉の処分を相談していた。ヤ平イ三春は、 十兵衛から死祭を聞いて。ほう、この下人ですか。と、日吉に一別をくれ。怪しいとお認めになるものなら、また一に申しつけて、ひとせめ、弓の俺で殴らせてみたら、泥を吐きましょう。何の造作もない。と言った。いや、と、十兵衛は、野兵士の目とともに、もう一度、日吉の姿を見直して、 なかなか、そんなことで、ありように口を開くおとも見えません。しかし、不憫なところもあるので。不憫をかけておっては、口を開かせることはできますまい。ならば、拙者が、四五日預かっておいて、物置小屋にでも押し込めておきましょう。自然、ひもじさんに、実を吐くやもしれません。お手数だが、十米が同意すると、 くくりあげましょうか。と、若党のまたは、すぐ、日吉のそばへ立ち寄って、その手をねじかけた。と、日吉は、お、待ってください。慌てて身をかわしながら、十兵衛と、や平いの顔を仰いで、今聞けば、殴っても、ありように物を言わぬ男、と、おっしゃいました聞いてくだされば、何でも言います。気もせず、 幾日も暗いところへ放り込まれてはたまりません。申すか申します力ばどうぞ。はい、どうぞ。いかん。と、野平寺は、ひよしのケロリとした顔に力負けしたように。こいつ、どうもおかしなやつですな。少し頭が悪いのかもしれぬ。人を殴っておるような。と、つぶやいて、 ジュ衛ベイの顔を見ながら苦笑した。ジュ衛ベイは笑いもしなかった。むしろ、恐れに似たものを日吉に抱いた。で、ジュ衛ベイとヤ平次とが、だだな子をあやすように、今後も何かと質問すると日吉は、それなら今夜大変が起こることを教えますが、私はその仲間でも何でもありませんから、 私の命は保証してくれますかよろしい。措置の一名などは取るにも足らん。大変とは何事か。火事があります。今夜の風次第で。火事どこからそれはわかりませんが、私と同じきちんに泊まっていたのぶしたちが密談していました。今晩、風が西か南だったら、城在地の森に集まり、手分けして、 城下へ火をつけようと。え野平次も驚き、十兵衛も息を飲んで、ひよしの顔を見守った。半ば信じがたいような面持ちで。が、ひよしは二人の顔色など気にかけている風もなかった。自分はただ、相宿ののぶしが囁ささき合っていたのを、ちらと聞いただけで何も知らない。 自分の願いは、早く針を売り上げて、故郷の中村へ帰り、一刻も早く、母親の顔を見たいことしかない、というような意味を、より以上、真顔になって述べた。驚きの色を顔に覚まして、十兵衛と八兵次とは、しばらく黙り合っていたが、やがって、よし、そちの実は、きっと話して使わすが、夜までは出すことならん。 またいこのトをどこぞへ置いて、飯でも与えておけ。と、十兵衛は命じた。風は、相変わらず、吹きつのっていた。しかも風向きは、正満である。急にその風が耳について、二人は、胸騒がしくなった。ひよしの身を、若党のまたいちに預けて、そこから追い立てると、 や平寺はすぐすり寄って、十兵衛殿の、この風に乗じて、信氏どもが何を企むのでござろうか、と不安をたたえた目で、雲足の早い空を見上げた。十兵衛は黙念と、書斎のぬれ縁へ腰を下ろし、綿密な資料を凝らしているように、じっと一と,ところを見つめていたが、みつはるどの、何か おじうえから、なんぞ、この四五日中に、変わったことでも、聞いておいでなさらぬか。そう。別に何も。父から耳にしたこともないが。はでな。ただ、そう言われれば、今朝、父が、鷺山のお城へ出向く前に、こんなことを言われた。ご主君、銅山様と、吉達様とのご夫は近頃、 分けてもお険しい事情にあるゆえ、いつ何時、いかなる事変が起ころうもはかりあたい。常時備えはおこたりあるまいが、同等ども、不意の変にあたって、ブグバグの用意など、慌てふためかぬよう、くれぐれも、早速の観戦に構えおれよう。と。おじうえがか父が今朝だな。いかにも。それだ。 十兵衛は膝を打って、おじうえは、それとなく、今夜にも合戦があるぞと、暗にそこもとへ注意していかれたのだ。兵の測りごとは、肉親にも漏らさぬが常。しかし、おじうえだけは、すべてをご承知のことに違いない。え、今夜にも合戦か今宵、城在寺の森に集まるのぼしというのは、銅山様が、 外部から引き入れたラッパの輩からかと思われる。おそらくは、八須ス村の衆であろう。では、いよいよ吉達様を様、稲葉山からおとりのけとご決意を遊ばして。そうだ。と、十兵衛は自分の判断に自信を持って、強く頷いてみせたが、安潭と唇を噛んで。だが、道山様のお考え通りに、 うまくは運ぶまい。吉達様にも、かねて帰しておられることだ。それに、恩親子の恩中で、矛を取って、ちびどろに戦うなど、人倫の道が許さぬ。必ずや、天道の恩罰があろう。いずれが勝つもまくるも、流されるのは骨肉、同族の地。そしてしかも、斎藤家の領地は、尺度も増えはせず、かえって、 隣国に今日伺われ、それが動機となって、サシモのご情地も崩壊に陰するであろう。彼は、そう言って、長端を漏らした。野平寺光春も沈黙して、ただ、暗い乱雲と風のかける空を見ていた。主君と主君との争いである。進化の身にはどうしようもなかった。そして、 野平寺には父、十兵衛には叔父にあたる明智光康入道といえば、これは鷺山の山城の神道三方の副心で、義立拝着の急先法であった。そうだ。どうあっても、さような人道に外れた五合戦は、乙女せねばならん。進化の道はそれしかない。いつある、そこもとは、 すぐ、ぎや山へはせつけて、しをもって、父、三津康殿にすがり、三つ康殿と二人して、ご主君、道山様の思いたちを、ごしもうせ。はい、心えました。わしは、日暮れを待って、城在じの森へ行き、のぶしたちの暴挙を食い止める。しをもって、きっと、食い止めるから。よいか 木のオオカマどが3つもならんでいた。炊事小屋である。何ピョという米も一度にたいてしまいそうな大釜が3つもかかっている。その釜のふたが持ち上がりそうにいまのりと湯気をふきこぼしていた。これだけのめしを一度にたべてしまうのかと思うと、しずかなようでも。 この明智家の追事の中に生活している奥侍や老頭や、その家族らの人数は、100人以上にも上るのではないかと、吉はさっきから目を見張っていた。そして、ひそかに、こんなに豊富にある米が、中村にいる母や姉には、どうして腹の張るほども手に入らないのだろう、と、不審になった。母を思うと、 飯を思い飯を思うと母の上を思うのが今彼の習性のようになっていた広い風だの台所頭の老人がすぐ向こう側のクリアからやってきて鴨場の火を除き飯炊き中間や小侍の仕事ぶりを見回して注意した日がこれても風は山のようじゃがら。 火の元をよく気をつけてくれよ。それと、一釜上がったら、すぐ、後釜をかけてのう。手の空いておるものは、そばから、飯を握りにかかれ。こらえております。ぬかりはあるないが、ようけまでは、一切、帯紐緩めて、たいはならんぞ。はい、その今。を。しかとな。言い残して、老人は、他へ行きかけたが。 ふと足を引き返して、釜場のかまどの前につくなんで、火に当たっている小男を見て怪しみながら、これこれ、と、水や中原を帰り見て訪ねていた。そこにおるうっ猿のような顔した町人は、どこの何者じゃ、見慣れる男だが、十兵衛様からのお預かり人だそうでございます。あれにが党の又市殿が、 逃がさぬように番についておいでなさいます。ほう、いごの十兵衛様から。と、老人は、釜場の中へ入ってきた。そして、炭のき置き場に腰かけているまいちの姿に気づいて。いやあ、ご苦労で。と、何のわけもわからず、せじを言ってから。あれにいる男は、何か、不審でもあって、とらえたものでござるか。 それとも何かと尋ね始めたまた市は「いやあ死災のほどは何か知らぬがただ十兵衛様のお言いつけで」とのみ答えて多くを言わなかった台所頭の老人はそれきりよしのことは忘れてしまったそしてしきりと主人のおいにあたる十兵衛光秀の人物をたたえ始めて 実に、お年に似合わず、資料分別の備わったお方だな。ああいうお方を俗にできている人間というのじゃろうな。とがく学問はないがしらになり、ただ何官目の棒を使うとか、看板に乗ってよく槍を使いこなすとか、どこの戦場で何人斬ったとか。そんなご自慢を花としてござるが、十米様はそうでない。 いつあの御所斎を除いても、しーんと、古水のように静かに学問してござられる。しかも、果実や標本などにも、人一倍の実力をお持ちでいながら、なんとも、ゆかしい、末頼もしいお方であろうな、と、口を極めていった。またいは、十兵付きの若党であった。 直接の主人である十兵衛のことを褒め添えされると悪い気持ちはしなかった。で、台所頭の老人の口に彼も合図を打って。いや、大勢の通り。手前などはご幼少から十兵衛様には身近に仕えておるが、あんなお優しい方はない。しかも母君にはご高校だし、こうして当地にご留学中も、 諸国をご返歴中も、母君へのお便りは欠かしたことがないほどで。総じて2十45といえば、強直なれば大言奏語、おとなしければ重弱で怠け者。木の股から生まれたように、親の女とど忘れて生意気ぶるものだが。では、お優しいばかりかと思うと、あれで恐ろしく、強いご気質もあるので。 それはめったに色にはお出し遊ばさぬだけに、怒ったら聞かないご希少ですよ。そうじゃろう。おとなしいと言われるものほど、一旦こらえがつかぬとなると。今日なども感じました。ん今日な。ことにあたって、是か非か、じっと考え込まれるときには考えておられるが、決すると席を切ったように、いとこ様の三原様へも、 すぐ指図して、こうなさい、ああなさいと、きびきび指図してしまう。正気じゃのう。いわゆる、大将の器というものじゃろう。逸春様も十兵衛様には、心服しておられるので、お指図通りに、すぐ腹を決めて、早馬で鷺山のお城へ、すぐ駆けつけていかれました。一体、どうなのじゃろう。さあ、その儀はな。 飯をうんと炊け、兵糧として握っておけ、ひょっとしたら夜半にも合戦となるやもしれぬから、と三春様は言い残して、慌たらしゅう早うまでお出ましになったが、万一の準備にな。万一で済めばよいが、埼山と稲葉山城とのご合戦では、わしら奉公人はいずれへ弓を引いてよいやら。いずれへ引いても、 ともや骨肉がおるしの。まあ、そんなことは万が一にも起こりますまい。十兵衛様にも何やらご決心もあり、食い止める策をお立てになっておるらしいから。かみかけてわしらも祈る。これが隣国とんなら、真っ先に白髪首を投げ出してもよいが。外はもう暗い。そして空は真っ暗だった。 吹き入る風に大きなかまど口の火は音を立てて燃え盛っていたその前にしゃがみ込んでいた日吉は大釜の飯の焦げつく匂いにおお飯が焦げるおこびとしゅう釜の飯が焦げつきますぜと飯炊き中元たちへ教えた教えてくれた礼も忘れてどいたどいたと中元たちは 大かまどの火を落とし、やがてはしごをかけて、おけ飯をうつしとると、手の空いたものはみなよってきて、たすきはちまきでにぎり飯を、むすうにこしらえはじめた。ひよしもそのなかにまじって、にぎり飯をにぎっていた。もちろん、じぶんの口へも、ふたつやみっつほおばったが、だれもなんともいうものはない。ただ、 夢中で飯を握りながら人々の言っていることは戦か戦にならずに済むかであったそして自分たちの握っている兵糧が無駄になることをそのうちの大部分の者が願っていたやがてもう犬の刻ごろ十兵衛光秀が マタイチの名を呼んでいた。マタイチは外へ出て行ったが、すぐ戻ってきて。ハリオリハリオリと、大勢の中に混じって、一緒に兵糧の飯を握っているヒヨシを呼び立てた。ヒヨシは指の飯つぼをなめながら飛んできた。一方、炊事小屋の外へ出ると、相変わらず風は激しく、暗い夜を駆け回っていた。 ほい、お指びですかこちらだ。え十兵衛様がお持ちだ。続いて来い。またいは先に立っていく。見ると、そのまたいはいつの間にか身軽い武装をして、足腰らへもそのまま戦場へ出るように固めていた。どこへだろうひよしには行き先もわからなかった。 何しろ暗い。やっと注文へ出て、見当がついた。広い庭内の裏庭をずっと回って、表へ来たのだ。表門を出ると、誰か、牙の人影が一つ、デップの中に立って待っていた。また一か。十兵衛の声である。昼間のままの服装で、蔵の上にあった。手綱を片手に、 長えを小脇にして。は、また一です。はよりの男は、めしつれました。そちと一緒に先へかけろ。ここらいました。はより。と、掘り向いて、そこからまた、立ったと、闇の中をかけた。その補足に合わせて、後ろからは十兵の駒と、槍の穂先が背を追ってくる。そして、 辻へかかると。い,いえ、左へ。と、後ろの十兵衛が馬上から声をかけた。城西寺の門前まで来て、日吉はやっと気がついた。八塚市地内をはじめ、岐阜に入り込んでいるラッパの衆が、犬の下国に集まることになっている場所だった。ひらりと駒を降り。またいち、そちはここで待っておれ。 何大事はない。と、尋を渡して。犬の下国までに、野兵士殿が、鷺山からこれへ見えるはずだが、もし約束の時刻までにお見えなければ、万事は窮ュだ。五条家は修羅の地たどうなるか、人間の知恵では、憶測もつかぬことになるであろうが。五尾は憂いに消えて、十兵衛の前には、 悲壮なものがみなぎっていた。はりうり。はい。穴井に立て。先に歩いて。へどこへでひよしは、烈風に立ちこらえながら、十兵衛のその悲壮な顔を見守った。森へ。はじすか村のラッパどもが、今宵集まるという裏の森へだ。そう。私もどのあたりだか 場所は存じませんが。場所は初めてでも、ソチの顔は先の者がよく見知っておるであろう。え隠すな。日吉はうまく彼を欺いたつもりでいたが、十兵衛の英知の目は何もかも見抜いていることを明らかに示していた。これはいけない。騙された顔していても、騙しきれない人だ。日吉はすぐ悟ったので、 もう言い訳も口答えもせず、はいと言って、先に歩き出した。一点の明かりも見えない。ただ、ガランの大屋根を、この葉の早手が、グナベリを笑うしぶきのようにぶつけていた。その、城在寺裏の林は、まるであれ狂るわだつみだった。木々のうなり、草のうそぶき、耳も目も、 奪われてしま売ほ,りりほい森の中にもう仲間が集まっているかわかりません何しろこのひどい風ではいや来ているそうでしょうかちょうど時刻も早犬の下刻に近かろうそち1名はいつまで見えんので仲間の者が皆案じているに違いない 寺裏の大きな五輪の大石に腰掛けて十兵衛は行った小脇に持っている槍の穂先が日吉のすぐ足の先で風にとがれていた仲間へ顔を出してこい十兵衛は先手先手と打つように日吉の考えを四終先を越して行った明智光康の甥、い十兵衛光秀がこれに手待っておると申せ そして、八塚衆のうちで、誰ぞ、主だった者一名に、折り入って談合したいことがあるから、これまで来てもらいたいと伝えてこい。かしこまりました。日吉は、頭を下げた。しかし、すぐ行こうとはせず。集まっている一同の者へ、そう伝えればよろしいので。そうだ。そのために私、私を、 これまで先に立たせてきたわけですね。早く行け。参ります。けれど、これきりお目にかからないかもしれませんから、私にも、ここで言い分を言わせてもらいましょう。何言い分を言わずに去るのは、口惜しゅうございます。なんとなれば、あなたはあくまで手前を、はちす一類の手先と見ている様子です。 それにそうやるまいが。あなたはおかしこいが、あなたの目は鋭すぎて、見ぬものを突き抜いてしまいます。釘を打つにも、止まるところで止まっているからよろしいので、過ぎたるは及ばざるがごとし、というのは、お前様の知恵のことです。なるほど。あなたが見破っている通り、私は、八須賀村の仲間と共に、 この岐阜へ流れてきた一人には違いありませんが、しかし、心はあの衆と同体ではありません。中村の百姓に生まれ、張り売りなどして、未だに志を得ませんが、怒号の冷や飯に買われて、障害、終わる気もなし、ラッパーを働いて、ケチな恩賞にありつこうとも思っていません。もし、ご縁があって、 次にまたどこかでお目にかかる時があったら、あなたの目が行き過ぎで、手前の言い分が嘘でないことが証拠立てられましょう。では手前は約束通り。これから八塚七内様へお言とだけいたしまして、そのまま当地を退散いたしますから、あなたにもごきげんよう。随分お大事に。 ご勉強なされませ。せいらい、口の達者な日吉が、思い切ってそう述べ立てている間、十兵衛はついに、一言も吐かなかった。気がついて、ハリふリ、待てと、呼んだときは、日吉の姿はもう、この葉の暴風をついて、真っ暗な、小立ちの奥へ走っていたため、十兵衛の声も、届かなかった。 駆け抜けていくと、小立に囲まれた少しの平地がある。風も、ここは池のように強くは当たらなかった。見ると、薪の野馬のように寝そべったり、座ったり、漫然と立ったりしている一団の人影が黒々とあった。誰だ立って、辺りを眠ま回していた一人が言った。 日吉の足音へである。あらひよしか。うん。とじめ、寝ぼけたような返事をして、どこを間をついていたのだ。我一名が見えぬため、皆で心配していたところじゃねえか。まず、頭から叱られて、すみません、ともう、遅くなりまして。と、日吉は一堂のそばへ。 おずおずと見える足つきで近づいていった。七内様はあれにいる。謝ってこい。ご立腹だぞ。へい。その日吉の声に、周りの四五名と何か首を集めていた八塚七内が。猿か。と、顔を向けた。日吉がそこへ行って、遅くなった詫びを言いかけると。何していた 昼間から斎藤家のご賀中の屋敷に捕まっていましたので。え捕まっていた七内の目ばかりではない。辺りの目は皆愕然ぜと、日吉の顔に集まって、すわ、大地が漏れたかと、どよめきかけた。室内はいきなり、このマヌケと、日吉の襟髪をつかんで手元へ寄せ、荒々しく、 次を正した。どこで、誰の手に捕まったのだ捕まったとあるからには、俺たちの子育てを喋ったであろうが。話しました。何話さなければ命がありません。ここへ戻ってくることもできません。こいつと、小づき回して、いまいましいバカだ。命欲しさに秘密を漏らしたと見える。 やろう。今いの血まついものだ。七類は突っぱなして、足毛にかけようとしたが、ヒヨはひょいと飛び抜いて、その足先をかわしていた。だが、左右の仲間は彼の両手を取ってねじあげていた。ヒヨはその手を振りのけながら。慌てないでください。話はよく聞くものですよ。捕まっても喋っても。 それは大事ない屋敷なのです。なぜなら、稲葉山の斎藤義達の家臣ではなく、橋塚塔とは、道福の銅山秀達様方のご家来ですから、と、一息に言った。一同は、やや、ほっとした面持ちだったが、なお、疑いは晴れない迷路で。一体、その屋敷とは、どこの何者の住まい空き地入道三ツ安様とか聞きました。 けれど、おらが手にかかった人は、そこの主ではなく、おいの十兵衛光秀とか申しました。おう、明智の居候か。と、つぶやくものが、そうです。よしは、そこへ顔を向けたが、また一堂の上へ目を移して、謝然と言った。その十兵衛様が、誰かこの中の頭文の者に会いたいということで。 おらと一緒にそこまで来ておりますが。七内様、行ってお会いなさいますか。明智光康のおい、十兵衛光秀が一緒に来たというのか。へい、ほんとか。ほんとです。十兵衛はば、今宵の企てを残らず話したか。言わないでも見抜いていました。恐ろしく頭のいい人ですから。何しに来たのだ それはわかりません。オらはただ、ここへ案内しろと言われただけなんで。で、案内してきたわけか。仕方がございませんから。チェああ、まだ風がひどい。日吉と、一方は七内と。そう二人が問答を交わしている間、周りの仲間は、唾を飲んで聞いていたが、七内が最後に、 チェッと舌打ちして口を結んだのをきっかけにどこにいるその十兵衛とかはと急に足を動かし七内一人で会うのは危険だから我々も共に行こういや七内殿と十兵衛と会っている周囲を陰に隠れて遠巻きに警戒していようなると口々にざわめき立ったすると後ろで あいや、はじつかしゅう。人目に触れてはなるまい。十兵衛からこれへ参った。七内殿にお目にかかろう。と、言ったものがある。驚いて振り向くと、それはとわでも知れている人影だった。いつの間にか十兵衛は近くに来て、その静かな目で、ここの物々しい動揺を見ていたのである。お お主が七内は、やや慌て気味だったが、一道の頭に立つ者として、ずんぐりした体に、わらじたっつけをつけた身なりを、前へ進めた。はじすか七内のかうよう。七内は、急に図を高く持った。仲間の見ている手前もあるが、平常でも下地、しもちの死とか。 少し身分のある武士に対すと「花風にはつかぬぞ」「へつらいはせぬぞ」とことさらに態度を維して示す武士たちの通用性でもあったそれに反して一筋のやりこそ小脇にしているけれど十兵衛光秀は図も低く言葉も陰言に「初めてお目にかかるがかねて孤独殿の尊名とともに」 女は承知いたしています。それがしは、道山秀安様のばっか、明智光安が宅におる係りうど、おいの十兵衛と申す若輩にござります。相手の丁寧の挨拶に、七内は少しびれ気味だった。で、御用とは今宵のことで。今宵のこととはあで、なんだろう？空うさぶくと、 そこにおる針売り,りから一い切いうけたまって、驚きのあまり、はせつけてきたのです。今宵の暴挙は暴挙と言っては失礼だが、兵法から案ずるも、銅山様の奥わ立てとも思えぬ下作思い止まっていただきたいが。ならぬ。七内は午前と。わしの指図ですんのじゃあない。道山様のお頼みを受けた。 五六の指図でいたすことだごもっとも。と、逆らわずに、十兵衛は、ご長も常の通りに言った。当然、ご一存では、見合わせもなりますまい。で、いとこの弥平寺光春が、鷺山のお城へ参って、一方、道山様をおいさめ申し上げ、おっつけ、これへ参り合わせることになっておる。それまで、一度ここを去らず、 お待ち願いとうござるが、丁寧も陰銀も相手の常識によることであるかえって相手を思い上がらせてしまう場合は往々に多いがこの構えはその人間の個性にあることで臨機応変にゆけるものはまれだ十兵衛光秀は性格的に誰も丁寧で陰銀だった 剣道で言うならば、いつも下段に構えて、人に対する方だった。しかし、腹は別問題である。フフ <laughs> ほどの知れた股間じゃ、少し学問をかじって、理屈だけは達者な、青二歳の手合いだろう。七内はそう見たので、待てぬ、いらざることだ、と、怒鳴った。そして、にべもなく。 十兵衛殿とやら余計なところへ出しゃばるものじゃない。お主はまだ部屋住み同様な。しかも、明智入道のカカリュードの文在ではないか。文を帰り見る意図もありません。主家の大事です。大事と思ったら、愚足氷糧の用意でもして、俺らが挙げる火の手を待ち、道山様の敵、吉シの稲葉山へ、 真っ先に攻めかかるがいい。いや、それができぬゆえ、進化として我々は苦しむのだ。なぜ吉達様は、銅山様の立てた御着子ではないか。銅山様が御主君なら、吉達様も御主君であらせられる。でも、敵となればはさましい。本親子の音中に。 さような弓矢が交わされてよいものか。雨がした。鳥獣の類いだに。面倒だ。帰れ、帰れ。帰らぬ。何野兵士が、これへ来るまでは帰らぬ。陰銀だとばかり思っていたこの青年の声に、七内はその時初めて断固とした力を耳に聞いた。また、小脇にひっさげている。 一層の鋭い木組をその目に見たところへ十兵衛殿そこにかと息を切ってかけてきた若い武士がある待ちかねていた弥平次光晴だったおおこれによる弥平寺殿だの五条内の欠場いかになったか 残念だが。野平寺は肩であいぎながらいとこの手を握って唇をかんだごしくには何としてもお聞き入れはないのだ道山様のみかお父上もまた部屋住みの分際でおことらが知ったことではないとおじごまでが。かえってひどいご立腹でも血を落として今まで頑張っていたが やがて、鷺山一園では、密かに、出兵の備えらしく、ただならぬ様子が見えたによって、ご城下に火の手が上がっては、もはや大地と、駒を急がせて戻ってきた。十兵殿、何としますかんでは、どうあっても銅山様には、稲葉山を焼き立てるお心かぜひないこと。この上は、我々も、 ただ意志を持って、進化の道を尽くすほかはありますまい。いやだ。いかにご仕組んであろうと、さような非道の戦に組みして死ぬことは、人として口惜しい、犬死にに等しい。では、何とするか。火の手さえ上がらねば、杉山の兵は動くまい。その紐と、火にならぬうち、消し伏せる。 別人のような十兵衛の五器なのであるそう言ったかと思うと彼は不意にハチス七内やその他へ向かって小脇の槍をピタとつけた重弱な青ざるいとのみ思っていた十兵衛が突然自分たちへ槍を向けたので七内もハチスカの友柄も驚いてさっと輪を開いた 何とする七内は一人その槍の正面に立って吠える風にも負けない声で言った。俺たちに槍を向ける気かそのヘロヘロ槍を。いかにも。十兵衛は凛と言う。一人残らず、この場は去らせぬ。だが何時ら、よく利を飽きまえて、それがしの言葉を素直に入れ 今いの暴挙を思い止まって、八塚村へ帰るとあれば、命も助けよう。また、それがしから、できるだけの手当もして使わそうが、どうじゃいずれを選ぶかなんだとでは俺たち、この場からすぐ引き上げろというのか斎藤家ご一門の崩壊の危機。稲葉山、鷺山、共に滅びんとする。 今宵の大事を防ぐためにはバカだ七内ではない周りの誰かが怒って叫んだそんなことできるか青二歳の分際でいらざるくちばし大事の妨げすると産から先に血祭りに捧げるぞ一志元より覚悟の前と十兵衛の結晶は戦わないうちからすでに白面の八社かのように 眉を上げ。ヤ平次殿と、後ろのいとこに、その構えのまま声を投げた。切り死にだぞ、よいか。おう、ご懸念なく。ヤ平次光春も、もう大刀を抜いて、十兵衛と背中合わせに、大勢へ備えていた。でも、十兵衛は、なお、一縷の望みを、 吉内らの理性につないで、むなしく、その方どもが、八束村へ帰るのは、一文がたたぬというなら、不詳十兵衛の身を取り戻して、連れて行くもよい。拙者が直に、八束村の孤独殿へお目にかかり、よーく利表を分けて、お話いたそう。どうじゃ、さすれば、今宵の地獄も見ず、ここも、互いの血を、 がさずに進むが彼の順々と説く道理な言葉はかえって八チ島のやからには彼の弱音として聞こえたことに味方は十四名相手はわずか二人のことであるうるせえ耳を貸すなもう犬の下国は過ぎているぞさんの者が群れの中から叫んだのをきっかけにわって と時の声が湧く。途端に十兵衛と弥平次の姿は老軍の牙に包まれた牙にも似たる長い槍刀それらの武器とお目鬼がゴーゴと不器用なる風の音と一つになって凄まじい乱戦の渦をそこに描き出した「いや戦った」日吉は見ていた 刀の俺が飛んでくる。逃げる血まみれを槍が追いかけるそこらにいては危ないので彼は慌てて木の上へ登った木の上から眺めていた1人や2人の斬り合いはこれまでにも出会ったことはあるがこういう小戦争は初めて目撃したのだったしかもこの結果によっては今夜のうちに岐阜の里一面が 日の海にななるかからぬかまた鷺山城と稲葉山城との対乱が起こるか否かの大きな分かれ目と思えば日吉の胸も生まれて初めての大きな興奮を覚えずにいられなかった「弥平次十兵衛殿」呼びかわす声が二度ほどわめきの中で聞こえただがそこの小戦争は 二三名の死者ができると、たちまちその死骸だけを残して、林の中へ移ってしまった。いや、逃げたのかまた、引き返してきては危険と考え、日吉は用心深く、なかなか木の上から降りずに様子を伺っていた。十兵衛、野兵士のわずか二人に突き崩されて、逃げたものとすれば、八チスカ州も口ほどもない、 増級のものばかりとひそかにさげすみながらなお耳を研いでいた彼のよじ登っていた木は栗の木でもあろうか手や首筋へ何か針が触るバラバラと身や小枝が地へ落ちていくそして彼の体と木全体は暴風にゆさゆさと大きく揺れていた そのうちに、んなんだろひよしは慌てた。火山灰のような火の雨なのだ。もちろん、ひよしの周りにも。驚いて、小杖から伸び上がった。八須賀村の者が火を放ったに違いない。森の二、三箇所から盛んな火が立ち始めている。城在寺の裏の胸にも、 火がついたらしい。今逃げ崩れた八塚の者が一人一人火を放って逃げたのだ。大変ヒヨは栗の実の一粒みたいに小勢から飛び降りて駆け出した。この暴風にこの火の手。一刻を争わねば森の中で黒焦げは決まっている。夢中で町まで駆けた。 町も火だ。空も火の子、火の鳥、火の町々。稲葉山城の白壁が赤く生えて、昼間より近く見えた。そこには赤い線雲が鮮やかに動いていた。戦争だ日吉は怒鳴って町を賭けにかけていた。戦争だおしまいだ詐欺山も。 稲葉山も滅んでしまえ。焼けた後にはまた草が出る。今度の草はまっすぐに。人にぶつかる。人が転ぶ。空馬が飛んでいく。辻に避難民が固まっておののいている。そんな中を日吉は、おそらくは無我夢中なのだろう。包まれた興奮のまま、予言者のような、また、 わらべでも歌うような、また、同様でも歌うような声を放ちながら、一目散にかけていった。どこへなどという当てはなかった。ただ、もう二度と、八須賀村へ帰る意思のなかったことは、明白である。また、彼の性格が、最も意味嫌うところの陰鬱な領民、暗黒な領主。 骨肉の創国、精神のない文化など、末えたる土壌の国に何の未練もなく、そこを後に国外へ急いで去ったことも確実であろう。そして、それからの一冬を、木綿布子一枚の彼が、寒空に針などを打って、どこをどうさめよった果てかは知れないが、年も明けて、 翌天文の二十二年桃の花の盛り頃「針をかわんか今日ばり今日の縫いばり」浜松の町外れを至ってのんびりと相変わらずな顔して歩いている彼の姿が見出された。 松下屋敷松下かへは遠州の三で根からの地侍であったが今川家から法を受けているのでするが旗本の一人であり63000巻津田山の砦を預かっている天竜川の流れはその頃大天竜昇天竜の二大脈に分かれ彼の屋敷は 津田山から五六町東にある馬込川、大天竜の岸にあって馬込橋を中心とする、そこの宿液の大観役をも兼ねていた。その日、賀平行綱は馬込からそう遠くない浜松の引ま城に、飯尾武前の神を訪ねて帰る途中だった。飯尾武前も彼と同じ、 今川家の悲観なのでこの地方の民事警備には絶えず連絡を持ちまた市林の国徳川織田武田などの侵略にも常に備えなければならなかった能八貨兵は友を振り向いた馬上からである友の老頭は三人いた 長屋を持ったヒゲ面の老頭が「ほう」と駆け寄って主人の顔を見上げたちょうど菊間縄でから馬込の私へ出る間の街道だった並木の松や増木のほかは見通しのよい畑や田だった「おて百姓でもなし行者とも見えぬが貨幣はつぶやいて」 の上からしきりと一方へ目を凝らしていた主人が目をやっている方角へ老頭の多賀能八郎も目を放っただが咲き立たれた菜の花や青い麦やなしろたの浅い水のほか何も見当たらないのである殿何事でございまするかなんぞ。 ご不審なものでも。うん。あれに、あの他のあぜにつくなんで、詐欺とも見える白い人影、何をしていいのじゃろうか。え詐欺脳蜂は主人の言葉を、オウム返しに受け取ってつぶやきながら、主人の指さす先を見守った。なるほど、とが言いた。 他のあぜにかがみこんで、とどしてこい、と貨幣が言う。のんはちははっとかけだしていった。およそ、今はどこの国々でも、少し不審と見られれば、すぐ調べられる。それほど、一国一国が、国境に対して、また、見慣れない人間に対して、神経がとがり立っていた。 いってまいりまりした。農八はすぐ戻ってきて貨幣の馬前にこうふくめいした「あれは針り売りの旅商人で尾張のものとか申しました」「針り売りか赤じみた白木綿の腰切りを着ていますのでこっから見ると詐欺のように見えますがそばへまいって近々と見ると猿によう似た顔をしたと男にござります」 ハハハハ。<laughs> 詐欺でもカラスでもなくて、サルだったが、口出しシアナサルで、物を垂らすと、あべこビに、お主は何者だなどと、大言を吐きますから、当地の御悲観、松下海兵様でいらせられると、申し聞かせましたところ、フームと、恐れげもなく腰を伸ばし、こなたを無遠慮に見ておりました。そして、 あぜにかがんで何を一体しておったのかそれもただしましたところ馬込のきちんに泊まるので晩の飯の名ににしを取っていんのだという返事にござりました馬上のまま能八の覆名を聞いている間に松下貨兵がふと目を移すとその針売りの後ろ姿は他のあぜから街道へ上がって もう、先の方へ歩いていく。貨幣は、それに目を留めながら、また、脳鉢へ行った。では、何も、不審な角は、ないものだの別に、怪しい不も見受けられませぬ。そうか。と、尋を持ち直し。下船の者らに、些細な無トガめなどは、なるべくするな。さ、参ろう。 ほかの老頭へも蔵の上から顎をすくう。駒の足はやや早め。瞬く間に先へ歩いている日吉に近づき、彼のそばをほりを立てて駆け抜けた。サルに似た子男。と、さっき能八郎から聞いていたので、松下貨幣は何気なく振り向いた。よしは もちろん、み、道を避けて、並木の下に、ぼんやり土下座していた。と、貨幣が、馬上から振り返ったので、ひよしも、顔を上げて、じっと見送っていた。お、待て。貨幣は、急に駒を閉めて、後ろ向きに、老頭たちへ。今の針より、これ、飯連れて来い。いそうだ。なんとも。 いそうな男ではある。と、半ば、一人子のような単歳で言った。同等の脳蜂は、主人のもの好きな。とは思ったが、すぐ駆け戻って行き。こら、ハリグリ。へい。ご主人がおしだ。ちょっと、ご馬前まで来い。と、引っ張ってきて、貨幣の前に引き据えた。 貨幣はじっと蔵の上から日吉を見ていたがそれは顔が猿に似ているなどという興味ではなかったそんなことは念頭になく「いそうだ」と再びしげしげ見入ったのであったしかし貨幣が日吉を一別して直感したものはそれだけの丹精ではまだ尽きていない もっと複雑で無形な霊感的なものが彼を引き止めたのだった。赤じみた木綿布子に包まれた子男の一体どこにそんな魅力があったかといえば黙って大地から貨幣を見上げている清の目だった。目は心の窓というこの白びた子男のどこに 鳥居というものを見出されなかったが、なんという涼やかな、そして意志のたくましい、無限に広い視力を持っている目だろうか。しかもその目は、小じわを作って、ニコと笑っているようなのだ。愛嬌がある。貨幣は好きになった。彼が、 もっと専門的な感想に詳しかったら、真っ黒な旅垢の下に隠れている、軽血石のような線香を持っている日吉の耳だの、若いくせに、一見老人みたいに見える額のシワに、後年の大気がすでに現れていたことをも見出して、驚嘆したに違いないが、貨幣の眼光は、そのあたりまでしか届かなかったのである。 でも彼は、一見、ひよしに対して、不思議な愛着と期待を持った。で、このまま話し難い気持ちにとらわれたのであろう。そこでは何も問わず、脳八郎を帰り見て、ついでのことに、屋敷まで連れてまいれ。屋敷まで、と、言い捨てて、馬車を上げて先へかけた。 大川に向かった門前に、家臣、小物たちがしご名おう、お帰りなされた。門扉を開いて待っていた。小松なぎで、空馬が跳ねている。誰か留守中に、客と見える。どなたじゃ家兵は、そこへ来て、蔵から降りると、すぐ尋ねた。スープの親方様より、お使いにござります。 そうか。聞き捨てて、貨幣は、つっつと、邸内へ入ってしまう。駿府といえば、周筋の今川家。使い客は珍しくはないが、その日、引間城の飯尾武前との間に儀した問題もあり、貨幣の頭は、途端にせばしかったと見えて、日吉のことも忘れ果てたか、あるいは、 とというつもりだったか、とにかく黙って奥へ隠れてしまったこら待て老人たちについて一緒に門内へ流れ込もうとした日吉は早速ボンバンに発見されてなんだその方はと咎められた日吉は泥だらけな手に泥だらけな わらのつとを下げていた。顔にも泥の羽が乾きかけているのでむずがい。ボンバンは長老されているように、その動く鼻を見たのか。なんだ、こら。襟紙へ手を伸ばしかけた。ひよしは少し下がって。堀り,りだよ、ほらは。堀り,りなど、緑に入るところではない。 つまみ出すぞ。ご主人に聞いてからに押しなさい。何を恋いというからついてきたのだ。今、奥へ入った牙のお侍が。殿が、そんなことを、おっしゃるはずはない。うろんなやつだ。すると、老頭の脳八が、思い出して、ひよしを拾いに戻ってきた。おいおい、門番、そいつはいいのだ。わかっておんのだ。 え、よろしいので。猿、こっちへ来い。脳八が猿と呼ぶと、ボンバンたちはその言葉に笑って、なんだあいつは。白い腰切りを着て、泥ずとを下げて、妙見ん様のお使いみたいじゃないか。脳八に連れられて行きながら、ひよしは背中に、ボンバンたちのドッという声を聞いた。しかし、彼はもう、 生まれてから十八年、あらゆる人中の蝶馬に慣れている。感じないのか、麻痺したのか。そうでもないらしい。なんなら、そういう蝶馬を背に聞くときは、やはり誰もと同じように、彼のあから顔が、なお幾分か充血する。ことに、耳は一層赤くなる。うちに感情が、 動いている証拠である。だが、感情の動きによって彼の動作は変わらない。馬の耳のごとく平然たるところがある。むしろ少し愛嬌を含む。自らこういう逆境に歪められまい、自己を卑屈に育てまいと、心の茎にそれだけの支えを持って静かに 嵐の過ぎるのを待っている草花のようにである。猿、はい、あそこに履いているお馬屋がある。目障りにならぬように、そのあたりで控えておれ。脳鉢にも用があると見え、言い捨てて行ってしまった。たそがれかかると、 お前番の働いている台所の竹窓から料理を煮る匂いが桃の湯月へ流れていた。死者との公式な対談も済み、やがて遠炉をねぎらう凶王に食が増やされたのであろう。屋敷の奥からは鼓の音が流れてくる。笛の音も入る。猿楽でも待っていると見える。 自体、駿河の今川家は、名門の誇りが高く、華道と言わず、農学と言わず、武学と言わず。総じて、強風な華社の好みが、例えば、侍たちの創建の具にも、女房たちの襟の下重ねにも見えていた。ここの松下貨幣などは、根が地侍らしい、貨幣自身が素朴な人だったが、 それでも、清洲あたりの終わり侍の邸宅とは、その佇まいからして違っている。どことなく豊かなのだ。まずい猿楽だな。秋馬屋に藁を敷いて、馬の代わりに、清はぽつねんと、遠い林を聞いていた。武学は好きだった。いや。 音楽がわかるのではなく、彼は、額からかもされる、陽気な、うつつの世界が好きなのだ。何者も、忘れるからである。が、忘れえないものを、今、彼は思い出した。隙腹を満たすことだった。そうだ、鍋と火を借りれば、泥の割らずとを下げて、 午前所の口を覗いた。すみませんが、鍋とコンロ貸してくれませんかな。飯を食べようと思いますが。台所型の小物たちは、異様な男がいきなりのぞき込んだので、びっくりして、一応皆、日吉の顔を見守った。なんだ、どこからいったい降ってきたのだ。こちらの殿様が来いとおっしゃるので。 途中から音もしてきたものでございます。田んぼで取ったタニシを煮て、それを何に食べようと思いますので。谷氏かいそのつとは。腹の薬だそうで、毎日タニシは食べることにしています。生まれつきか、ややともすると、すぐ下痢をやりますので。味噌にだろう。味噌はあるのかい持っております。米は 米もございます。では、小物部屋の炉に、鍋も紐もあるから、そこでやれ。ありがとうございます。毎夜、きちんでやる通りに、少量の米を炊き、タニシを煮て、飯を済ました。腹が張ると眠ってしまった。馬屋よりは寝心地がいいので、そこに寝た。するとやがて、夜半近くに、 ご用の済んだ小物たちが帰ってくると、この野郎、誰に断って、こんなところへ寝ていくさるかと、蹴飛ばして、たちまち、表につまみ出された。で、元の馬屋へ行ってと思ったら、そこには死者のお馬が、その方などの家ではない、と、言っているように、 威張って眠っていた。もう、鼓の音もしない。白桃の花に、薄い残月があった。酔いに海水したので、眠くもなかった。ひよしは、ただ漫然と、時を空否していられなかった。働くか、さもなければ、楽しむか。どっちかにはっきりしていないと、すぐ、あくびが出た。 このあたりでもはいている間に夜が明けるだろう。竹ぼうきを持って馬屋の周りをはき始めた。主人の目が届かないところほど、マグソや落ち葉や藁くずが溜まっていた。誰だ、今ほうきを持っている者は誰か、どこかで、そういったものがあった。砲器を休めて、ひよしは、 あたりを見回したすると再び「ここじゃそちは昼間の張り売りだの教師はようやく見つけて「お殿様」のさま、口のうちで答えた「はしろうかの角にあるせっちんの手洗いどころの窓からだった」「貨幣の顔がそこに見えた」 酒の強いお死し者しを相手で、涼を過ごしたらしく、家庭は冷め際を疲れ気味に。もう夜明け近いか家庭は窓から消えると、縁の雨戸を開けて残月を見ていた。まだ鶏は鳴きませんので、夜明けには血と間がございましょうおりおり。いや、猿と呼ぼう。何時はそも。 夜明けのうちからなんで庭を履いていんのか。することがございませんので、眠ればよかろう。もう寝てしまいました。手前は決まった時刻だけ眠ると、どうしても体を横にしていられません。書き物があるかございまする。ひよしは一っ走りどこかへ走っていき、すぐ土のつかない草履を取って揃えた。 これこれ。はい。そちは、夕刻、帝内へ来たばかりで、その上、もう人並みに眠りもとったと思うすが、どうして屋敷の勝手を、さように心得ていいのか。恐れ入ります。何を恐れ入るか。決して、怪しいものではございません。けれど、これくらいなお屋敷なら、もののありか、ご自内の広さ。 下水口、火の元。およそのことは、寝ていて物音を聞いていても考えられます。うん、なるほど。おぞうりも、どこにあるか、先ほど見届けておきました。なぜなら、床より下がって地面に眠っているものは、手前と馬しかございません。戸が開けば、すぐどなたでも、おぞうりとお声がかかると思っていました。 そうか、悪かったの。何も申しつけずにおいたので。そちは、うまやに寝たかひよしは、笑って、何も答えなかった。無邪気らしい瞳だが、貨幣の人物を軽く見たようでもある。が、貨幣は、それから真面目に、ひよしの身の上や、承知を、そして、奉公の、 のぞみがあるかないかなど、熱心に尋ね出した。よしは、おります、と答えた。その望みをもって、十六の年から諸国を歩いたと言った。侍奉をしたいために、三年も諸国を歩いたというか、はい。今なお、張り売りして歩いているのは、どういうさ想じゃ 三年も探して方向口につけぬからには何か措置に欠点があるのではないかな貨幣がわざと問うと。人間ですから手前にも悪い性があるかもしれません。けれど、最初はどんな主人でも侍屋敷でさえあればいいと思いましたが、世間へ出てからそうでないと気がつきました。そうでないとは全大将。 悪大将、国々の武将や部門のお橋を見て歩くと、州を選ぶほど大事なものはないと考えさせられました。そこで、滅多に張り売りは良されないぞと、ついつい三年も経ってしまったので。面白い。利口者かと見れば、馬鹿みたいな節もある。話しぶりにも、真実さがあるかと思えば、 なかなか山家も言う。まともにそのまま信じきれない言葉がお々出る。だが、とにかくどこか異なっている。人並みではない。貨幣はそう見た。で、その朝から日吉を屋敷の小物としてし使うことに決めた。使えるか念を押すと、 働いてみます。平凡な返事だった。案外、喜ばない顔色が、貨幣には少し不満だった。しかし、この木綿布子一枚の宝老寺の主人として、自分が不足であろうかなどとは考えられもしなかった。松下家もまた、当時のどこの武家とも同様に、 軍馬の訓練が厳しかった。夜が明けると、帝内のお長屋から、槍や塔、川の市内を持った侍たちが、ゾロゾロと、もみぐらの前の空き地へ出て行った。よー、おや、や、や。槍は槍と殴り合い、塔は塔と叩き合っていた。台所番の小侍から、 門を守る小物の末に至るまで、朝は一度、ここへ来て、交代に皮膚を赤くしていった。貨幣から言い渡しがあったと見えて、日吉が小物の端に召し抱えられたことは、もう皆知っていた。馬や中元は、新山と見て、おい、猿。これから毎朝、俺たちが母屋の馬を、 草を食わせに引き出したら、その後、すぐ馬屋を掃除して、馬糞を向こうの竹藪の穴へ行けんのだぞ。と、言いつけた。はい。マグソ掃除を担任すると、猿ル、ちょっと来い。と、老侍が、にないよけに水を汲んで、方々の大髪に張っておけ。と、言うし、薪を割り。 というので、巻き終わっていると、何をしろ、かをしろと、召使いばかりが、情報に召し使う。あいつ、くれたことがないな。何を言いつけても、怒らんのが取り柄だよ。若侍たちは、一面彼を玩具的に愛して、時々、物などを投げ与えた。だが、そのうちに、帝内でもその若手から先に、 ひよに対して、あいつ、生意気だ。孤理屈を叶える。殿へへつらう。人を小馬鹿にする。などという反感が、次第に高まってきた。そういう弱敗が、小さいおちど大声で言うので、松下貨幣の身にも、時々、猿の希望が聞こえた。な、ま、貨幣は、今に、あれは使える。 まあ見ておれ。近心へ行って、取り上げたこともなかった。貨幣の妻、貨幣の子たちは、去るよ去るよ、と気に入りだった。それがまた、邸内の警戒には余計に心よくなかった。なぜだろうひよしは、爪を噛んで考えた。忠実に、働きたがらない人間の中に混じって、 一人忠実たろうとすることは、実に難しいと思った。今川往来。奉公人と奉公人との間の小さい感情に取り巻かれて、そこに人間を学ぶとともに、清志は、この松下屋敷を中心として、街道の大勢と、今川、北条、武田、松平、 おだなどの実力や数声にもだいぶ通じることができた。ほり、歩行してよかった。と思う。針りりして歩いていたのでは、容易にわからないような内情も、ここでは時折知ることができた。もっとも、彼がただ食うための、生きる世渡りのための、六六たる方向人に過ぎなかったら、そういうことに触れても、深い実態が、 小物にまで知れるわけもないが、彼の目、彼の耳、彼の頭脳が、常に何者かを求めて、敏感にそれを感受するので。ほほう、そうか。さてはこうだな、王殿。と、企画と企画との対局を、バンド横から見ているように、一石一石の手が、ヒ吉シにはわかるのだった。 駿府の今川家の使者が、ここや岡崎や小田原や甲府などへ頻繁に往来しているのでも、ある筋が読めた。それは、駿河の今川義元に天下の覇権を握ろうとする対望があることを示すものだと、彼は見ていた。いや、その実現は遠い将来であろうが、とにかく理想をそこに置き、 他日、京都に入って、足利将軍家を要し、自身、天下に臨もうとする。その下工作が、ボツと始まっているに違いない。だが、地形から判じると、駿河の今川の背後には、峡国、北条が小田原にある。また、側面には、海の竹だ。京へのびんとする足の先には、三河の松台だ。 こういう国々の間にあって、今川義元の工作は、まず全面の松平家を俗国化してしまうことに成功していた。三河では、松平清康が今川家へ下って、その予告に甘んじてしまって以来、不幸続きで清康の死を、この広忠も創生し、死士の竹千代は人質として今、 寸んに養われている有様だった。しかも、その上地の岡崎には、吉本の直進が派遣されて、両政、税務すべてを管理しているし、松平家の普代の家来は皆、今川家の軍役に追い使われている状態。三河の収入も軍糧も、経営費を余すのみで、全部が駿河の吉本の居城へ運ばれていた。 これで、どうなるのだろう。ひよしは、三河の将来を、暗淡となって考えたりした。けれど、三河にはまだ、三河人の強靭な意志がある。ひよしは、飽きないして歩きながら、よく知っていた。このままで屈服してしまう、三河武士ではないと思う。より以上、彼が常に、心を止めて見ていたのは、 終わりの小田であった。母のいる土。生まれたふるさと。当然、どこの国より、そこの清水が気にかかる。今、そこの土を離れて、この駿河の一批観、松下屋敷から眺めていると、三河の松平を除いては、国の貧乏も、領土の狭さも、どこの国より惨めに見えた。 分けて、今川領内の過敏な文化と、豊かな経済の中から見ると、余計にはっきりとそれがわかる。<ん>中村も貧しいわけだわ。オラの家も貧乏なわけだと、ひよしはそれが、絶対な国運とは考えられなかった。貧しい終わりの土に、何か未来の芽生えを感じ、 鬼神の冷風を真似て、上下とも華奢な今川領の風俗に、むしろ軽い反感と危うさをいつも思わせられた。また、近頃、しきりと死者の往来が激しいのは、今川家を中心に、寸、高・宗、三カ国間に、不可侵協定の下話が結ばれようとしている気配だった。首相者は、 もちろん、今川義元で、将来、波行の大軍を率いて、上落するためには、駿河の背後にある北条と、側面の峡谷たる武田の二家とは、前輪の吉見を圧しておく必要が、ぜひともある。で、義元は、甲斐の信玄の嫡男、太郎義信に、自身の娘を嫁がせ、信玄の即女北条家に嫁がせることを、 かねてから作していたのであった。その婚姻はようやく成功を見、同時に軍事、経済の協定もなろうとして、今川家の勢力は東海の重鎮として動かしがたいものとなったかの勘がある。それは随身の侍の一人の姿にも、いわゆる羽振りとなって光っていた。松下貨兵などは、 吉本直さんの旗本とは違い、地侍の悲観だったが、それでも、清吉の知っている清洲や名古屋や岡崎あたりの屋敷とは、比較にならぬほどどこか豊かだし、客足も多く、奉公人たちは皆、我が世の春を顔に見せていた。猿。と、若党の能八郎が中庭に立って探していた。 はい。おや脳八郎は屋根を見上げ。何をしているか、そんなところへ上がって。屋根を作繕っております。屋根をと、呆れ顔に。こんな暑い日ざかりにご苦労なやつだ。なんで屋根屋の真似などしておるのか。土曜デりが続きました。今度は大雨です。雨が来てから屋根屋を呼んでも間に合いませんから。 板のはぜているところだけ見つけてつくろっています。だから貴様は、おばいに憎まれるのだ。日ざかりの一くは、皆木陰やそこらで、ひんねしているのに。目につくところで働いていると、皆様のひんねを邪魔しますから、屋根ならよいと思って。嘘を言え。実は貴様、そこで、お屋敷の地形を見ているのだろう。さすがは、野八様。 よくお気がつきました。それを飲み込んでいないことには、いざというとき、守るに即座の手配りがつきません。物騒なこと大きな声で申すな。殿のお耳にでも入ると、ご機嫌を存じるぞ。降りて来い。はい、何かご用定夕刻、お客がつ、またですかまたとはなんじゃ。どなた様がご到着で 痕跡のは、おっではない。諸国を遍歴して歩く武芸者だ。ほほん、大勢で。日吉は屋根を降りてきた。野八郎は、覚え書を懐から出して。されば、武芸者は、上州、王後の上州。神泉伊勢の神がおいで、生きた小白という者を頭に、門下の道勢十二名、牙一両、二打三と。 やり七筋を持ったお客じゃて。それは、偉い数でございますな。武道丹田の元気者ばかりだし、それに、一行の馬や荷物も多いから、倉方の者がいる一棟を開けて、そこに当分、お住まいのつもりだから、夕方までに万端掃除をして、お迎えするように。へえ、そんなにおせてよほど長く、ご登領になるのですか まあ、半年じゃろうな。と、野八郎はだるそうに汗を拭いていった。やがて、夕方になると。引田昇白殿のご一行、ご到着にござりますぞ。先触れが告げた。ほどなく、引田昇白以下、十三名の一行が、 門前に駒を止め、尻を払って立った。松下家の若侍や老臣は、うやうやしく出迎えて、この度は、当家の恋を入れて、諸国武者修行の御道すがらを、お立ち寄り下され、片付けの存ずる。主人家兵義は、折伏公用中でござれば、広告改めてご挨拶申すとのことにござります。 ご丁寧に。と、受けているのが、生きた小白であろう。まだ、三十歳前後の人物である。必ず、ご神赦くださるまい。今般は、おじい伊勢の神が心入れにて、弱敗の我ら、世上の修行なすべしと、返歴の道に上り、先頃までは、今川殿のご厚遇に甘んじ、今度はまた、 どうぜ、召し連れて、ご当家の、お世話になりに参った。元より不変うちゅ中は、何かの失礼も、ひとえにご存在に、ひとえにごだいに。と、双方の挨拶。門前の礼が一う済むと、お通りを、と、出迎えが列を開く。ごめん、と、引き馬や荷をずけ、十三名はぞろぞろと。 邸内へ入った。よしはぼんやり眺めていた。そして、今の双方の挨拶を聞いて、兵法が大流行りだから、兵法者もどんどんいかめしくなった。と、感心していた。近頃、武者修行武者修行という声をしきりに聞く。それから、今まではそう言わなかった剣術だの、創術だのという言葉もよく聞く。 武田家の余族で、上州、大古の上州、伊勢の神、上泉秀綱の名は、分けて有名であった。また、日立の塚原と佐の神牧伝の名も、それに劣らないものだった。武者修行の中にも、暗夜の運水よりひどいのもあるし、また、塚原牧伝のごときは、道中、常に六七十人の友人を連れ、 家来に拳に鷹を据えさせ、地震には乗り換え馬を引かせて、威風堂々と諸国を遊暦して歩くような武者修行もいた。だから日吉は今日のお客の人数には驚かなかったが、これから半年もいることだったら、随分またサルサルと追い使われて目を回すことだろうと思いやられた。 あの定、王。四五日も経つとすぐ。やあ、猿。腹いが汗臭くなった。洗っておいてくれ。松下殿のお猿すまんが、公約を求めてきてくれぬか。などと、自分らの下男のように、ひよしを追いつかった。おかげで、夏の短いを、ひよしの寝る間は、なおわずかだった。 青霧の下に寄りかかって、日吉は眠っていた。夏の真昼の日が、そこだけをわずかな日陰にしていた。乾ききった地面に、松葉ボタンがばらりと、そこここに赤く動いているものは、ありの列だけだった。だらんと、首を横に腕組みしたまま眠っているのである。連日の寝不足で、 やがて正体もない。日頃、清吉を何かと目障りにして、像をしていた若侍の二三名が、稽古槍を持ってそこを通りかけた。猿だな。足を止めて、よく眠っておるわ、とつぶやいた。どうだ、この寝顔の横着そうな面は、それといて、 多く向き合ったのには、さるさると、いなって気受けがよい。こういう手をご承知なさらぬからだ。起こしてやれ。少し油を絞ってやろう。どうすんのだ。るばかりは、まだ一度も、武芸の稽古をしておらんじゃないが。日頃憎まれているの、自分でも知っているせいだろ。う。殴られるのを恐れて、どうしても稽古せぬそうだ。それがいかん。 およそ武家の方向にたる者は、門番、お台所の末の者まで、必ず武芸を励むべし、とあるのは、五当家の御家剣だ。俺に言っても仕方がない。さらに言え、さらに。だから起こして、稽古場へ、引っ張って行こうと思うが。うん、面白い。よかろう。一人が稽古槍の先で、ひよしの肩のあたりを、とんとついた。こら。 それでも目を覚まさないので。起きろ。一人はまた足をすくった。ひよしは青りの幹から背を横へ滑らしてびっくりした目を開いた。ん、何ですか何ですかじゃない。白昼、お庭で大いびきをかいて眠っている奴があるか眠っておりましたかわからんのか自分で。 では、眠るつもりもなく、眠ってしまったものと見えます。もう起きています。当たり前だ。はい。事体措置はおちゃくだぞ。聞けば一度も、武芸の日課すら、勤めたことがないと申すではないか。武芸は下手ですから、楽すっぽ稽古もせぬに、下手も上手もあるわけはない。このといえど、武芸丹田に怠るべからず、とは、五島家のご家見だ。 そうこい。今日から我々が稽古をつけて使わす。え、それには合いません。あらぬ。でも、拒むか貴様。奉公人のみでありながら、ご家犬を守らんのかではございませんが、ならば参れ。合法的に殴りつけるつもりであるから、いやも王も言わせない。 若侍たちは日吉を拉して、シャニムに、もみぐらの前の空き地へ引っ張ってきた。そこには今日も、登竜中の武芸者の一団と、家中の者とが、炎天の下に、おのおの、槍を持って、わみき声を上げていた。無理に、彼を拉してきた若侍たちは、そこへ来るといきなり、それ、けんでも槍でも持って、ここって来い。 ひよしの背を突き放した。ひよしは前へ泳いで、辛くも踏み止まったが、そこらにある稽古槍にも、塔にも、手を出さなかった。なぜもたん一人が槍の先で、彼の胸をわずと小ずいた。稽古をつけて使わすから、貴様も獲物を待て。それ、それ、突き倒すぞ。ひよしは、 またた。よろめいたしかし強情に突っ立ったまま唇を噛んでいたちょうどその一方では生きた松博の門下の神郷五六郎や榊一之条やらが松下家の家来たちの求めに応じて真相で力試しをしていた汗止めの鉢巻きした神郷五六郎が真相を取って 積み重ねてある五と入りの米俵を、槍にかけては、鮮やかに宙へ跳ね上げて、怪力を見せていたのである。なるほど。そのご主連では、戦場で人間を槍にかけて飛ばすくらいは、いいたるものでござろう。恐れいった方だ。驚嘆している人々へ、人後五六郎は、これを、 力技とご覧あるは、お考え違いでござる。力を入れたら、槍の絵が折れまた、すぐ腕が疲れてしまう。それでは、戦場を築して、何ほどの働きがなりましょうや。と、槍を休めながら、かたわら、剣の利いも、槍の利いも同じであることをとき、そして、すべての武道が、ただ、丹田の気にあること、 力なき力、力を超越した新力でなければならぬ、などと抗議の弁を振るっていた。なるほど。皆、感銘して、それに聞き入っていた。すぐ後ろ手のことだった。情情なさるめ。若侍は、槍の絵を横に振って、日吉の腰骨を殴りつけていた。痛い日吉は、 中は泣き声で叫んだ実際痛かったと見え顔をしかめながら腰を曲げその辺りをなで回していたどうしたのだ後ろの一団は散らかって日吉の周りに集まったいやどうにも箸には棒にもかからん横着者だてと日吉を殴った若侍は何と言っても 日吉が武芸の稽古を拒むということを武家奉公の異端者であるとして口を極めて足ざまに人々へ披露した。するとまた、よ、それは、わしも進めたことがあるが不器用だとか何とか言ってどうしてもこの猿は稽古に来んのじゃ。と言い出すものもあったりして武家の奉公人として不心得な奴。 末の見込みのないやつ、横着も治るまい。という判決を、ひよは州の中で、口々から言い渡された。戦国から黙って、人後五六郎の後ろに佇んでいた生きた小白は、まあまあ、進んで人々をなだめ。言うければ、まだどこやら、父臭い子官じゃ、生意気盛りという頃だ。 しかし、ご家圏にさむくのみか、武家冒をしながら武道を切ろうては、この者の不の幸でもある。穏やかに、わしから聞いてやろう。一同は、お静まりなさい。そう言うと、小白は、地震で、ひよしの気持ちを尋ねてみた。ご患者。引田小白は、ひよしへ呼びかけた。 ひよしは、小白の顔を見て、ほい、と言った。今までしていた返事とは、返事の声が変わっていた。この人なら、どういうことでも、思うまま答えてもいいと、心で許している目だった。お主、武家暴行いたしながら、武芸を嫌うそうだな。嫌いなのか。い,いえ、ひよしは、 かぶりを振った。ではなぜ、せっかく、ご家中の方たちが、親切に稽古をつけてくださるというのに、稽古をせんのかはい。それは、こういうわけでございます。槍の修行をしても一生、剣の修行をやっても一生、その道の達人となるには、どうしても、生涯かかるでございましょううん。 その気でなければならぬ。手前も人並みの一生涯しか生きられないものとすると、当術や創術も嫌いではございませんが、まあまあ、その心だけを知ればよいと思っております。なぜなら、他にいろいろと学びたいこと、知りたいこと、やりたいことがたくさんにございますから。学びたいことと学問です。 知りたいこととは、世間です。やりたいこととは、問答のように小白が畳みかけて問うと、日吉はそこで初めて二こと笑って。それは言えません。なぜやりたいと思ってもやれなかったら公原になりますから、また行ってみたところで、皆さんが大笑いに笑うにすぎません。うん、うん。 変わっているな、と、引きた小白は、日吉の顔を眺めていたが。なるほど。ソチの言うところは、少しわかる気がするが。ソチは武道というものを、小さい技の修練と吐き違えておるらしい。武道とは、そんなものではない。どんなものですか一能に達したものは、 万芸に達するという言葉もあろう。武は技でなく、真胆のものだ。真胆を深く養えば、世間を見る目、人間を知る目、学問の道、形成の道、すべてに通じ得るものだ。けれど、ここの人たちは、相手を突くことや殴ることが、何よりの芸としていましょうあれは、足軽のもや雑病にとっては、 役にも立ちましょうが、大将にはいらないことでござ。言いかける欲いから。なんだと、プレイモノを。家中の一人が、拳を固めて、いきなり日吉の頬骨を殴りつけた。おはっと、顎を外したように、日吉は両手で口を押さえた。言いはしておけば、聞き捨てならぬ雑言を申す。小白先生、お引きください。癖になる。 ただおいては。激高したのは、一人今、日吉を殴った者だけに止まらない。今の日吉の一言を耳にした者のほとんどが、我々を侮辱したものだ。ご加見をそしるも同じだ。許せぬやいっそ、切り捨ててしまえ。のもよもや我々の仕方を無理とはなさるまい。本当に、裏の藪へ連れて行って、 首にしてしまいそうな人々の時だったは白も止めるのに困ったが極力一度をなだめ辛くもその場だけは日吉の首をつなぎ止めたその日たそがれ野八郎がそっと小物部屋をのぞいて 壁の隅にしょんぼり座って歯の痛むような顔をしている日吉よ。冷やしを。おいおい！小声で外から手招きした。へ何ですか？日吉の顔はおかしいほど腫れ上がっていた。昼間殴られた跡が熱を持って、ひ姫生姜の根みたいに腫れ出したのである。 ひどくいたのか。そんなでもございませんぬれてぬぐいをかおにあてながらこたえた殿様がおめしだそっとおくのおにわのなかきどをあけてとおれえ殿様がではたれかひるまのことをいいつけましたねあんなぞうごんをはきちらしておみみにはいらぬわけはない生きた先生が先ほどまで お部屋で話しておられたから、多分生きた様からお聞きになったのだろう。お手打ちかもしれんぞ。おでしょうか。奉公人たる者は、朝夕武道を怠るべからず、というのは松下家の鉄則じゃ。家権の威厳を明らかにするとおっしゃれば、もう悔いはないものと思えよ。では私は、ここから逃げ出します。こんなことで死ぬのは嫌です。 バカを言脳波次郎は、日吉の腕首を捕らえていった。貴様鬼がしたら、俺が腹を切らなければならぬ。召し連れて来いという仰せを受けてきたからには、逃げることもできませんか。貴様は一体口がすぎる。少しは物を考えて言うものだ。昼間の公言を聞けば、この脳波次郎ですら、孤弱なさると思う。とにかく、 早く来い。イオを先に歩かせて、農八郎は後から、刀の塚を握りながらついていった。黄昏の庭木の暗がりに、白い綿虫の群れが動いていた。打ち水した書斎の縁先に、ほのかな室内の明かりが流れている。サルメを、見失って参りました。 能八郎がひざまずいて言うと、松下貨幣は橋近く姿を見せて、どこ、と言った。その声を、ヒヨは頭の上に聞いたまま、庭ごけに体をつけて縮まっていた。猿、はそっちの小国の終わりには、桶川道とは違うて、 ドーマルとかいう新しい工夫の具足が近頃行われておるそうな。一両買うて来い。そちの諸国じゃ。勝手はよう、うわきまえておるであろうが。ほいすぐ立て、今夜にも。どこへでドーマルを買い求めに。と、貨幣は手文庫を寄せて、金を包み、日吉の前へ。 投げてやった。日吉はその金と貨幣の姿と見比べていた。その目に涙がたまった。やがて方を伝わってボロボロと手の甲へ落ちた。出発は急ぐがよいが品は急いで持ち帰るには及ばぬぞ。何年でも程よいのを探せ。よいか ほ、はい。脳八、裏の軌道を開けて、そっと出してやれ。そっと、酔いのうちに。尾張へ行って、銅丸の鎧を一両買ってこい。唐突である。また、あまりにも、意外な主人の言葉である。ひよしは、ぞっとした。 松下家の家権を乱す者として、手打ちになるかと思いのほか、今夜にも立て、と、何がしかの金須まで、家兵は、農八郎の手から、日吉へ授けて言うのであった。日吉が、襟筋から、ぞっとしたような震えを感じたのは、家兵の情けが、人の恩義というものが、 骨の髄まで染み入るほど身に応えたからだった。ありがとう存じまする。主人の言いつけを主人がまだ詳しく意中を言わないうちに、ひよしにはもうわかっていたので、ついそう言ってしまったのである。こういう頭が奉公人たちの中に混じっていたら奉行人には、 目まぐるいであり、憎まれ、そねまれるのは当然である。カヘは、そう思って、苦笑を浮かべた。猿、何がありがたいはわたくしを、強報してくださるお気持ちと察しまして。その通りじゃ。だが、猿。はっどこへ行こうと、その最中を。 もちっとうちに包まぬと、そちは生涯、出世がならんぞ。自分も、さよに存じておりまする。知りながらなぜ、昼のような暴言を申し、家中の者のを怒らせたか。つくづく、至らぬやつと、後で自分の自分の頭を叩きましてございまする。気がついておるなら、もう何も言わん。 惜しさえゆえ、助けて使わす。なれど、今じゃから申スが、日頃より、ソチを曽根見、憎しむ者が、公害がうせたと言っては、猿が盗んだといい、小塚印老が紛失したと申しては、猿の仕業よと、告げ口の対馬がない。それほどソチは、人の曽根見を受けるたちじゃ。よーく心得て、 陣中で働けよ。はい。今日のことも、家県を盾に、家来どもが怒りよるとかいうことじゃから、措置をかぼうて助け置くわけにも参らぬ。また、公然、糸間を使わせば、当家の門を十丁も離れぬうちに、追い打ち食らって撃たれるであろう。で、先ほど、 生きた小白殿からそっと注意せられたので、まだわし自身、何も聞いておらぬことにして、そちを旅先へ使いに出すのじゃ。わかったかよく、わかりましてございまする。肝に銘じて。よしは、鼻を詰まらせて、何度も何度も、貨幣の姿を伏し拝んだ。 松下家の裏門から、その晩、ひよしは出て行った。振り返って、忘れません。忘れません。二度もつぶやいた。人の恩の大きな愛と感激に包まれて、ひよしはいかに報いたらいいのかを、ぼんやり胸に抱きながら歩いた。告白と、情別の中に、 常にさまよってきた彼だけに、人の情けは人一倍強く感じる彼だった。今に、今に、何か感動するか、ことにぶつかると彼は、行者の念仏のように、今に、を胸の底で繰り返した。だが、彼の境遇は、 再び僧侶の犬のように、あてなく、食なく、さまようしかなかった。大天竜の下水は、満々と流れていて、人里を離れると、天地の寂しさに、ひよは、なんとなく、泣きたくなった。そこから生み出す運命の先は、彼も知らず、天地も、 星も水も何の暗示もしていなかった今日も日本晴れの神大一に八五郎の景気のいい底辺が響きます「底辺だ底辺だ親分」よさねえが恥。底辺はおめえだけのもんじゃねえ近所の熊公だってたまには底辺を言いてえとよというのも俺の先輩特許だ 気安く使ってほしかねえ。いっぺん、九郎様に怒られてこい。九郎様は、でっかく出すぎだい。こしたら、お目見えいいかもいいか、主張人で通ってるよ。だな、八。どうもよ、おとんチャンネルでメンバーシップが始まったんだ。こいつは、底辺だろ底辺って言葉からは意味が取れたのかともかれ、案件ではないな。案件にはないけど、ちびって男に頼まれた。 野村古道に山本修五郎、林不母に吉川英治。通常動画の先行配信からメンバー限定の動画まで毎週結構上げてる。割に人が集まらねえってんで嘆いてた。ちょっと待って。古道先生が関わってんのが。それは宣伝してあげねえよ。俺たちの生みの親だ。ちなみにメンバーシップでは広告なしの配信だそうです。 自作小説の朗読もやりてえそうで、執筆活動再開のためにも、皆さん、ふるってご参加ください。あいつは自分の小説の宣伝が、チャンネル立ち上げの元だったもんな。うまく読めねえってんで、ずっと練習してたら、もう二年ばかり経ってた。こいつは本末転倒だ。だカな野郎だ。ところで、おめえは入ってやったのかん 浅草の神子に会いに行かなくちゃ。八五郎、そくさとど間にて草履を履いております。あんな野郎だ。ですが、視聴者の皆さん、ち中の野郎、助けると思って、一応、ご参加してやってください。親分。